はいお疲れ様です。こんばんはこんばんはお疲れ様です。はいはいこんばんはお疲れ様イケメンなんですねこんばんはえこんばんはこんばんはイケメンえメガネだこんばんは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 キングヌーみたいだな毛毛伸びてるノコさんピーブースこんばんはこんばんはメガネえこんばんはエムブイ最高最高ですこんばんはキスこんばんは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 インテリメガイこんばんは こんばんは、こんばんは。こんんばはこんんばははい、今日はバトンも一緒にお久しぶりです。ヒゲない方が。はい、こんばんは。はこんばんは。バトンめっちゃあるぞ、さ。ヒゲ伸びて。曲よかった、こんばんは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 。前髪の背がしゅっと、眼鏡か、こんばんは。えボイス、こんばんは。イケメン、こんばんは。何にせよイケメンだぞということ、こんばんは。イケメンはね、本当のイケメンは飾らないんだよ。こんばんは。自分に自信しかないから。落ち葉改ざんするのかの。こんばん、はこんばんは。 こんばんはこんばんはこんばんは。やっていってもやっぱね、ちょっとやっぱ、こうやって久々に配信すると緊張するんで、ちょびっと酒飲んでます。MV 見た、はい、かっこいい。あの、MV のねあの、ご意見、ご感想もね、YouTube のコメントとかいつもあの、Twitter のリプとか、ありがとうございます。お疲れさまです。こんばんは。全部が全部目を通してないと思うけど、だいたいまあなんかたまに、うん、パって見て、こんばんはこんばんはって感じで、ありがとうございます。 こんばんはこんばんはまぁ、あ、その話はまた後でまたするわこんばんはこんばんはうん、うん、ちょっと後でまたするわこんばんは今日はちょっとねあの配信をちょっとあのね、やります配信者なんで配信してますえーこんばんは、うぽつやでお子さんだ、えー、配信挨拶。こんばんは新しい音源ソフトから出いが今日かっこいいですね、ありがとうございますいいね中村誰だよ あとで関西はこんばんえ無理するええー、調子良くないって今晩んんお前らと会うのに調子がいいわけないだろ <laughs> お前らと会うのにこ調子がいいわけないじゃん調子がいい時に、うん、みんなと会うのにさ久々に見たら大人になってる、はい、お前らと会うのにな調子がいいわけねえだろな普段引っこもってさ家にいてさねえ壁とさ喋ってさ ね、こうやってさ一人でさこうやってさ一人でこうやってさぼーっとしてる人間がさお茶ばかりだこんだけいけないねペラペラ喋りだしてさねははは、雰囲気変わったもう一回一回サングラスですか一 <laughs> 回一回さなんかすごいよね俺全部覚えてるからやっぱねお前ら一週間一週間ずつさリセットされてると思うんだけどリスナーってもう毎回毎回さもうさなんかしんなんかあの。 久お久しぶりみたいなコメント多いよな。あ、う、あ、ん。ノコさんもいろいろ戦ってるんだね。そうだよ。俺もいろいろ戦ってるよ。えー、新曲めっちゃメガ鏡描いてねえよ。サングラスじゃねえよ。<laughs> こんにちは。プロデューサーみたいな大人渋さが増してます。はい、どうですはい。まあ、だ何でもいいっすよ。こんばん色づいて数回つぶりかも。はい。いつもかっこいい。ノコさんオーディしました。 久々な感じい <laughs> いつも新鮮いや俺の中でやっぱね別にそんな新鮮じゃないからねやっぱお前らってこんばんはこんばんは全然新鮮じゃないからやっぱいつもやっぱねなんかねはいもう心は共にあるからね <laughs> はいこんばんはえっ本物すごい違和感があるって方だからねこうやってねコメントねなんかね言われたりとかもう全然ねありがとうございます えー、見た目とか変えてきてくれるかしん変えてねえだろ、見た目そんなに。見た目そんなに変えてねえだろうが。メガネかけてるだけだろ、メガネかけて横流しになってるだけだろ、ただ髪型が。ねえ、起きたばっかりひげ生やして、メガネかけて、たったそんだけだろうが。えー、っと、新曲くせやかってよ。えー、まあ、あれメガネ。はい。今日はプロデューサーっぽい、うるせえんだよ。おめえらって、お前、起きたあととかさ、もっとひでえ顔してんだろうが、この世は。俺なんかまだまともだろ。 起きたばっかっていうかこんな起きたてほやほやでさね起きたてほやほやって眉毛いじってないの <laughs> 全部いじってる全部いじってるプロデューサー、えー、だからね起きたてほやほやでこんだけまださねかっこいいのは奇跡でしょ、えー、寝起きでこんなしゃべれないあ寝起きじゃないよ最勇気に出てきそうなひげの人になりたい <laughs> 最勇気ってお前いくつだよ <laughs> 50代とかでしょ最勇気とか <laughs>。 あのスパイダーズのあのおっちゃんが出てるやつでしょ精神薬のやつしょあの「最遊記」ってあ <laughs> 46歳「あ最遊記」って俺だって俺が生まれる前のドラマだろあれ46歳じゃないよずっとお前あっ町秋町秋そう町秋が <laughs> 俺が生まれる20年前のドラマだろあれ「西遊記」とかやばいな絶対 <laughs> 70歳とかでしょ懐かしいなこんばんは懐かしいな俺もよく知ってた俺が幼稚園の時のドラマだよ多分 うん、俺が幼稚園の時の。ああ。えー、年晴れ。えー、オーストラー、PV のメロディも最高だった。ああ、ザス。またちょっとそれは、後で見よっかな。って感じ。えー、最悪系で、右のカービィーがなんか卑猥だよ。えー、スカーフを巻き直してマジでプカービィーもちょっと映しとこう。うん。えー、とりあえず叫んでください。組織のナンバー2っぽい。うん、一緒に見ます。あ、メガネ新しくないよ。 メガネはだって俺あれだよ昔からこれかけてもう100回ぐらいこの配信出てきてるよこんばんはお前らが俺のこと忘れてるだけでしょああ1週間ずつこんばんは選択してるの選択してるよ隠す忘れてないよって忘れてなければそのコメント出てこねえだろうがなブルラお前らが忘れてるだけだよ俺はずっと覚えてんのにお前らのコメント俺はずっとお前らのコメント覚えてんのにお前らずっと忘れるんだよ 愛着がないんで <laughs> 愛着の違いでお前らが俺のひ配信100%愛,愛着あっても俺は300%あっかんなえー、っと私昨日のことすら覚えてない、えー、なんかかなり久々にノゴ見た気がするでしょうんもう最近そんな感じですよああ、うん、久々久々ってノゴさん今日どうしたマフィア感って、うん、いつもだからそういうんじゃん、うん、お前ら福いろいろ忘れてない、えー、っと、いつもメンシパが久々に見たわなんだい糸井ごとい,こいつもメンシパだからって うん、今日はけどねあのねあのー、いっぱいあのお茶葉くださいこちらで、はい、今週はちょっとクリキャスちょっとやられました、えー、散歩歩いたらこんばんは、えー、カービィのメッセージ、えー、今日も乾燥するかシュルター外れてくなんかシュルターがね結構ねあのー、あーなんだえー、あれキャパ300枚とかのくせに新生かまっちゃんあの、うん 3秒でチケット売れたっていう <laughs> 大人気バッドする <laughs> あれは嘘です <laughs> 絶対やばくね <laughs> やばいです <laughs> 嘘です <laughs> あーやっぱなんか空売り空売り <laughs> 空売り <laughs> 嘘っつうか分かんないいや嘘じゃないんだけど現実なんだけど倍率高かったんだけどえこんばんは今日はお兄教授マッパのイベント嘘嘘っていうか いやー何なんだろうね、あれね、秒で外れて、そうそう、なんかさ、3秒で250枚が売り切れたっていうさ、そんなもんさ、ミスターチルドレンじゃないんだから、ミスターチルドレンとかの勢いでしょ、それって、えー、シェルター300枚か、ね、あの一瞬で3秒で <laughs> ミスターチルドレンのあれでしょ、それ、速さでしょ、神聖かまっちゃうの速さじゃないと思う、それ、こんばんは。 ああこんばんはそうミスチルミスチルは意外と一般でも取れるらしいぞえそうあのミスターチルドレンの早さのえー、あれのこさん今日素敵じゃこんばんはいやお前みたいなのはなかんねえよ俺のこの素敵さ、うさこんばんは俺のこのなお前ら今こ,これの今日のさたまにこうやってさ俺はさあたまにとか毎回だけどほぼあばずれな感じで出てくるだろうねああお前らこれであれって あれ今日違くねってうん、あバズレなんで大人の渋みがえー、スノーマン o w 並みに取れない <laughs> スノーマンってなんだっけジャニーズかうん、えー、バジョのバ,バーにいるのお子さんうん、うん、いや俺これがやっぱり素敵だと思うからねやっぱり、うん、メガネも違う、ね、いやメガネも同じだし俺は俺のままだしずっと、うん、見た目がなんかお前,お前らいつもね 画面出して俺は配信者だから画面出してお前らと話すけどてめえら顔出さねえけどアイコンしか出さねえけどこっちは配信者だから顔出してこうやって話すけどよ久々じゃねえって言ってんじゃんかっこいいです、えー、ラフな感じがうんいやこういうのがかっこいいよね、うん、ってやっぱね思いますよ僕はこんばんは分け目変えたのかな変えてねえよ <laughs> 昔からヒトラーみたいな感じだよなんかいや違うなんか最近特に湿気がなんかねあのねすごいからなんかすごい雨降りだしたじゃん今の感じめっちゃ好きわかる 結婚したしてません。つけひげもいいね。つけひげじゃないっす。<laughs> つけひげじゃないっす。<laughs> いちいちつけひげ出ません,、うん。顔変えた。顔も変えてません。いちいち。うん、湿気ね。梅雨みたいで横流し使い。湿気どえ、ないし、今日寒い。あ、なんか最近寒いよね。だから寒いし、なんか雨降ってて。なんかそうそうそう。なんか2日ぐらい前から。だから髪の毛はなんかすげえ一緒にくるんって,って。雨で桜散る。 あ桜もねなんか咲き始めた、ね、最近雨そう雨多いしあのば爆弾爆弾低気圧っていうのであのチャイニーズマフィアみたいはチャイニーズマフィアみたい誰が俺が、うん、こんなに政治いい人が、うん、そうなんだ寒すぎや昨日地震だあなんか昨日地震もあった千葉県めちゃめちゃ揺れたそれで一回起きたもん朝とかだよね、うん、朝とかだよね 1> 俺一回それで起きたもん。うん、飛び起きたもん。あいつらはオールバックやろ。チャイニーズマフィア。マフィア、え久保塚洋介に、あ、まあいいやえ。かなりね、めっちゃ、なんか千葉,千葉県めっちゃ売れたよ。俺、その後すぐ寝たんだけどね <laughs>。いやー、よくないよね。ちゃんと飛び起きてさ小学校、目の前の小学校にジャンプしていかないとね、走り幅跳びで、俺。目の前、避難所あるから、小学校。 そこまでさ、走って、そうすぐね、余裕ってよくないよね。あ、セシアガイザス。一瞬ビート俺もだからビビビした。愛してます、アイザス。え、でもおっきな結果なさそうでよかです。ルフィ名言ボットってうるせえんだ、お前。名前変えろってってんだろ。揺れてるんだって思うんだけど、なにルフィ名言ボットってこいつ。夕方じゃなかったね。名前の方に目いっちゃうからやめて。飛びを切るくらい揺れたんだ。 名前の方に目いっちゃうからこんばんは避難する気なしいやーよくないよね地震は慣れちゃういやよくないいやでも久々に震度4ぐらいあって俺びっくりしたよけど本当にびっくりしたんだけど震度4ぐらいあったんだけどそれでもすぐ寝ちゃった避難グッズ作ったのこちゃん寝ちゃったおしまいやんとかおしまいだよ俺はだから言ったじゃん前も配信でだからさ逃げ逃げグッズ作ってもさすぐ飛び出したあの震度6とか7とか来たらどうせ動けないんだってね 震度6とか7つく、あの、出てきたら、もう、だダダダダだっだからもう、だだだだだだだ、あーって、こんなんだから。うん。もう動けない。だから逃げにグッズ作っても、もうさ、無駄なんだよ。なくなるのはどの災害で死にたいですか俺って災害では死にたくない。自殺がいい。だな。絶対自殺がいいな。死ぬんだったら。自らの命は自らで立ちたよね。うん。いや、それが俺の理想。やっぱ。 自らの命は自らで立ちたい。やっぱウィルスとかもやだもん、コーナーとかも。えー、あーって言いながら、えー、言いながらそのバック握りしめろ、えー。玄関ドア開けないとだよ。玄関ドア開けれないじゃん。しんどなとか、あーってなってんのに、ね、6とか。お茶バがイるん。お前ら6とかなら経験したやついるだろ。阪神シャージ大震災とかさ、7十代のやついるんだから、ね。リスナー、俺のリスナー。 70代とかいるんだからさ左右期知ってるさ阪神淡路とか震度7とか3・1とか経験したやついるだろう実はお前らのコメントだよ俺もだから震度ね3・11とか6とか7経験したけど動けないじゃんもうほぼさ動けないよなあんなんなビビってよそうそうそうこたつ消してから阪神淡路動けないそう動けないよ隣のカービンの何、えー、と頭の上で上頭の上に乗せて防災しろ あーこれをね、すわーってなったら、こうやって、こうやってやって、こうやってやって、俺、目の前の小学校まで飛び出していくってことだよ、これ。おい、これでお前、小学校のグラウンド行ったら、お前さ、ね、エンターテイナーすぎるだろ。<laughs> 別に頭の上に乗せてなくても、これでもいいよ、少年足部のように、ごまちゃん、こうやって少年足部のように、ね、こうやってさ、ね、キューって、ね、小学生に生きてるよ。ね いやさすがにそれは僕だって恥ずかしいいですよ、ね、普通,普通でしょみーカービックいや僕だってさすがにね役に立つとかもさすが恥ずかしい避難所で歌う歌うわけねえだろ迷惑だろ避難するときは立憲バッカーと他何持っていきますか立憲バッカー乗って持っていきません俺ギター持っていきません俺はガチで言うと持っていきたいのはマジでガチな話すると曲のデータ これほんとにね俺ねかあのねかん考えたことあって例えばほんと震度6とか7とかマジ怒った時に真面目に考えた時に作り途中の曲とかのデータデータだねそれだから作曲部屋だよねでも無理じゃんマックとかさでっかいマックとかさガチガチガチ竹煮用の服もねいりません竹煮は別にもう乳首触ればそんないけるんで僕は。 USB に保存しといていやだからそう USB じゃちがう収まんねんでこれちょっとガチな話するけどあの動画編集とかクリエイターの人わかると思うけど絵描きさんとかさ動画編集とかあと DTM とか音楽やってる人もうそんな USB じゃ収まんねんだよデータの量がもう膨大なデータあーまあまあ外付け HDDDDD 外付け HDDDD を外付け HDD をさどんだけこうやってね あのここううやっっっててて片手に持って寝るかっていうことだけだけよな超巨大クラウドとか無理って作り方でどうやって吸収するんだろうじゃあ今マジでだバックアップないんだいやバックアップあるよあるんだけど今だからおでっかいわーってやって全部粉々になったら終わりってことよでもだからそんなんさあのさ来たらさノコさんの愛称見てゲラゲラ笑ってるゲ,ゲラゲラ笑,笑ってんだねよかったなああ えー、保存してないクラウドとかに保存。クラウドなけだら収まんないんだってよ。その動画編集とか音楽のデータって、もう3、あのマジで言うと5テラとかあるから、5テラとか。5テラだよ。クラウド、アイクラウドとか、そういうのクラウドに収まんねえだろ、テラってよ。うん、テラ、5テラとかあるんだよ、ま。マジ、マジ、真面目な、賞味な話やで。うんパソコン持ち出すのも,もったいない。パソコンだからかパソコン <laughs> アイマックな。収まるんですよ。 えちゃんと今日も可愛いそんなにもう丸ごと持っていくしかそうだから丸ごとなって無理じゃん正面だってこれだよギター持っていかない持っていかない持っていかないこれもこれだって持っていかないやっぱ一応持っていかないこれなんだよあこれあこれこれじゃねえかこれだこれこれこいつですあ5テラ分あるやつこれ作曲作曲今作曲マシンこれこいつこれ持ってきないいんだよな昔の配信みたいにパソコン買ってるいやだからこれこれ,これ片手にこうやって うん、持ってけないそれ抱えた白。頭の中に保存しとくのさいや違うだからそれしかねえんだよ消しゴムマジックで消してやるのさのこさんの頭の中に保存しとくのさ消しゴムマジックで消してやるのさそれしかねえんだよなうんかっけえかっけえ、うん、え好きこれさマジフワちゃんさまじさやめてくれ フワちゃんやめてくれ。いやお前らこれ分かるやつは分かってこれやめてくれ。審査のことちゃんと考えた方がいいね。じゃあ行ってよ俺いつも審査のことはもう毎年毎月毎月お前らに言ってんだろ。啓蒙してんじゃん。あー頭が「あっちょ今日風呂配信やろうとしたんだ。はい。カービィに外付けしてろ。しますよ。 何局くらいデータあるんだろういや何曲ぐらいって違うバックアップデータだから昨日作ったねあ昨日っていうか発表してバトンにしてもさそのデ,データとか外付け HDD だからだからさ震災まあでっかい地震とか災害とか起こった時にまつげ持っていきたいのはやっぱこれだよね HDDD 外付け HDDD 給湯器治ってねえよだからあとこれとこれでもそんなこと不可能じゃんねえうわーってなってんのに。 急とき治ってなくてアマゾンデータセンターにお願いしようまあい,いやだからそんなでも真面目な話だからデータなデータなんだけどそうそうそう多分停電するから直してって直してってどうやって直すんだよ俺そんなもんさ消しオムマジックで消してやるのにさ、うん、二刀流って倍なのお前バカなのねバカなのねなんで二刀流イコール倍倍って。 まあ確かに二刀流って何か確かになんかに二刀流って確かに何か「立ち」と「受け」みたいな場合って何か「希望の中止」すごく良い曲です。ありがとうございます希望の中止を。それも後でみんなで見よう。みんなで見ようそれは後で。後でみんなで見まね希望の最近ね申請かまってちゃう僕がねあのあの PV 映像出した「希望の中えをと,、えー、とこの場と海にぶん投げてはいこの2曲後でねみんなで見ましょう。 はいだからあのー、今週はねあのね何歳になったら老けるんですか老けとるだろ着々とちょびっとずつ俺も俺でさえこんな俺でさえち,びちょびっとずつ老けとるだろちょびっとずつ、ね、まあまあ5年ごとぐらいに明らかにだって昔の写真検索してみ新生かまっちゃんの他のメンバーみさことかモノックとかもそうだけどなあ新生かまっちゃんみんな千葉銀だって俺,俺だってみんなさ 20代の時ってやっぱ劣化はしとるよ、見た目。俺の場合、肌は劣化しないけど、やっぱ髪、髪、髪だな。<laughs> 俺の場合はね、ま、髪だね。髪が減ったね。色気が増してきてる、まだハゲてないけど。ミサコだって変わっとるわ。ミサコだって変わっとるわ。あいつ、あいつはもう白,白いの塗り,塗り、小麦粉とか塗りたくってんだよ、あいつは。アイドルだから。いつの時代もかっこいい。野こさん、おでこがええのに。 おでこがえのいのていけおじか髪ってだから髪で髪が減って俺はうん何も別にうう自分を自分を俺はただリアルに描写するだけで配信でよ髪は哲学者っぽくなった <laughs> ポジティブポジティブポジティブフォ <laughs> ポジティブだなお前もういいねお前らはポジティブで言ってくれんのは俺はなんか元気出るわ元気出るわ お前らお前らをファンもねポジティブで言ってくれることには僕は元気出るよなんか悲観的なやつムカつくもんこっちがだってもうさ諦めてね諦めてるわけじゃないけど受け入れてんのにハゲをねハゲとか何でもいいけど劣化をね劣化を受け入れてんのにそうファンがいつまでも確かにねグチ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 言ってんのはねムカつくもん、うん、あっちょっとそうだからちょっと給湯器いきます給湯器あちょっと風呂配信します久々にはいあのね風呂うんええー、え えーと金牌あこれ偽物か,、えー、かわいそうとはやれ劣化お互いさん残さはげてポ,ポジティブ頑張る眼鏡もこなんみたいでいいねだから眼鏡をだからこれ買ってねつってんじゃん新しいやつじゃねえや、うん、古いのですちょっとこれどうだろうな大丈夫かなれ歴史彼氏半数ははげてるわこんばんはいつにも増してキレッキレですが今日俺できょはあれちょっとだけお酒飲んだよさっき見せたけど配信前いやさすがにちょっとね久々になんかね配信こ,こんな時計止まってるどういうこと治ったの治ってない 直ってないです追いだきチャレンジします。追いだきチャレンジ。追いだきできるかな時計ずれてない。あ時計はずれてるし、時計はね、僕の時計、あのリビングルーム30分ずれてるんですよ、今。20分か。に20分で30分じゃねえ。20分ずれてます。はい。ちょっと、そうそうそう20分ずれてます。はい。えー、のこさん、文豪の人みたいだ。追いだきちチャレンジ。今、これはこれでね、かっこいい。だから、ね、あの今、こうやって、あれれれれれれ、いつもののこさんじゃないなって。あれ、今日ちょっと。 文豪みたいでこれはこれでかっこいいけどあれちょっと渋みがありすぎるなみたいなねひげがあってひげもそうでだけど劇的ビフォーアフターやるんで今日も風呂配信しようと思って風呂入ってから配信しようかなと思ったけどいやいいやと思ってちょっと風呂い一緒に風,風,風呂入るじゃん今日は大人っぽい大人っぽいって俺は昔から大人っぽいよ小学生の頃から内面はあ見た目の話か今日はめっちゃイケオジいやミケオジって言りれとます生きようじは目指してるんで いやーでも、ハゲたくはないな、こんばんは。超インテリっぽい。おで、ハゲたくないな、おでこ出してるの好き久々に配信。おでこ出してるとかじゃなくて、おでこむあのこうやって出してるとかじゃないんですよ。<laughs> おでこを出してるとかじゃねえんようるせえな。俺だっておでこ出し,て出したくて出したわけじゃねえんだほんとにさ。まあ、こんな感じかけど、まあまあ。ひげあったはかっこいい。まあまあ、いろんな人いますね。でこは、が食もしよう。精神薬ーカイがます。 食毛とかもね、考えておきます。はい、予約しておきます。そうそう肺活した方がいいのではハゲカツってなんだよ。<laughs> ハゲカツってなんだよ。おい。ハゲカツって言わば、ハゲを促進させる活動ってことか逆だろ。逆ってことだろ。うん。ハゲ、ハゲ、ハゲらないカツ、カツでしょハゲ、あ、<laughs> 逆。ハゲらないカツ、カツってことでしょしてる、しとるんだよ、俺は。だから、ハゲらない活動は。 ハゲ…まあい,いや、それ略してハゲ活で、ハゲ活で、ハゲ活はしてんだよ。だから最近コーラも飲まなくなったし、ね、コーラ飲まなく、ン…そう,そうお茶お茶のお、お茶飲むようになったんですよ。予防活動そう、してるのでそう僕、そう、ハゲが死にたい死にたいなって歌うのおもろいな。出た。出た。ハゲが死にたいなって歌うのおもろいな。はい、このね、根っからのね、あの、精神アあーぞ、新曲あるす根っからのね、あのレイシスト。 あれね、レッカーの、レッカーのあの差別主義者 <laughs>。お前気をつけろよ。のこさんには OK だから道端でお前行ってるよ。じゃあ、お前違う、俺にはいいよ、別に。俺にはいいよ。俺には全然いいよ。そんな、俺には全然いいよ。俺はそんなことお前に思ってないよ。ただ、お前、道端で行ってみねえあ あ、なんかハゲが、ハゲてる人がいて、そう、ハゲてる人がいてさ、つるっパゲの人が駅とか電車で、向こう電車で座ってて、向こう座席の人がハ行いてさ、ハゲのおっさんとかいてさ、ハゲて、こいつがあ,あなたが歌歌ったら、ハゲてるから面白いよって言ってみお前ぶ、ぶん殴られんぞ。うん。訴えられるってうかもうぶ絶対ぶん殴られんぞ、下手したら。普通にハンコス、そうだよ。気をつけな、ほんとに。俺には別にいいけど。 こんばんは喧嘩打ってそうだよだから俺には別にいいけどさ気をつけな気をつけた方がいいよハゲが死にたいなーって歌ったら面白いなってちょっと待ってよそれ大体いい面白いとかそんなことねえだろこんばんはハゲが死にたいなって言ったら面白くもねえだろバカ野郎それが面白いってお前サイコパスだぞ発想がなんでハゲがさ死にたいなって歌ったらさ面白いんだよなあどんななんかいろいろか理由を探ってしまうだろうが うん、WBC、あ、それ、まだ後で話すわ、WBC の話も。わしも、なんか、髪の毛の、髪の毛薄いのマイナス点にならんのやがな、人によるのか。いや、そんなん、よ、かまってちゃうわ。だから、いつも言ってんだけどさ、昔から言ってるくけど、いや、そうさんいないだろう。お前ら、ファンで。うん、別に俺がハゲたから、ね、ファンやめますみたいな、そんな、なんかジャニーズみたいな感じで。うん、いないと思うけどね、もう今は。昔はなんかね、15年前とかはまだいたかもしんないけど。 うん15年前とかうん今だったら俺いないと思うけどねうんいたら俺ショックだわハゲって別に迷惑かけてるわけでもないし別に面白いわけでもないからいじる理由がわからんえー、だからそうだよでもネットではお前らいじってんじゃねえかこの野郎ににちゃんとかさなツイッターとかでさハゲが歩いてるだけでも面白いとかさなハゲはハゲた時点でもう人生罪みたいなさ昔からよああまあいいや坊主、ま、前髪の毛かはまだ行きたいって言ってるよ 行きたいって言ってるよってないか <laughs> 言っとるわ。言っとるわ。うん。そうだよ。まあまあ、とりあえず僕はけど、まあまあいいや。僕はとりあえず、あの、ハゲ予防はしてるので、僕だってハゲたくないです。はい。のこさんが好きだから、はい、関係ない。坊主にしたらライブ行かないってコメントは見たことある。いやー、ひどいなおい、なんなんだよ。おい、坊主にしたら、え、どういうこと坊主にしたらライブ行かないってどういうことだよ。え、そんなことある俺の新生かまっちゃうファンで。 俺、信じられない。俺の作品見てんの聞いてんの俺の曲聞いてんの <laughs> 俺の横開けにしていっちゃって、俺の曲聞いてんのいや、俺の、だまあ、完全に顔ファンってことだよな。顔ファン。で、ぶっちゃ言ったら、この配信見てもうだってファンやめるようなもんだろ。な。この配信見た時点でもうさ、ファンやめるようなもんだろ。ねえ。顔ファンなんてい、まだい、まあい、いるのかねまあまあ、別に俺、イケメンだからな。 うんまあまあ全然別にまあまあそれはそれでまあまあいいんですけどブライアイーいいのもハゲてるから大丈夫そうだよ俺がもうリスペクトしてるさピクシーズとかもさなあピクシーズのさブラックフランシスだってさめちゃめちゃハゲてデブでさめちゃめちゃかっけえあいつハゲでデブデブなのにすげえかっこいいからね関係ねえんだよだから曲作品が良ければかっこいいんだよ、うん、見た目見た目見た目だけじゃないよピクシーズ 僕だってめちゃめちゃ影響を受けてます、ピクシーズ。ライブは金あったらいくらでも行きたいわ。ライブ最強なんだよ、かまちゃん。坊主はおしゃれだよ。ね、のこさん、坊主なんてかっこいいもんね。後ででまた見せるから、ちょ、急騰期しようあ、ちょっと、まあ、ちょっと話取れました。ごめんなさい。チャルだってかっこいいのに。松井はまあまあ、チャルだよーって。ね。うん。w h e r イ i 髪の毛まあいいや、お前らいつもなんかね、ハゲネタ、ありがとうございます。はい。 ままあ、まあハゲネ昔からねほんと15年前からねあのハゲネタコメントでありがとうございますお前らの方が先にハゲたやついるくせによ、ね、15年前からの配信見てるやつなあ鉄板ネタ15年前から、ね、リスナーに言われてるよ俺は、ね、配信歴15年お前,お前らお前らの方がハゲたやついるだろう ちょっと話ちょっとまあ、い,いや。ハゲを嫌うのは日本人だけ。外国のおじさまはハゲってデブでも美女連れてる。えそれ金の力じゃないまあ、い,いや。まあ、とりあえずいいや。とりあえずえー、っと、あのー、ちょっと追いだきします。追いだき。追いだきチャレンジします。あ、ちょっとあの知らない人にちょっとね、あのね、僕ね、あのちょっと説明したいです。すみません、ありがとうございます。あの僕ちょっと説明したいです。僕最近給湯器がさ、これ追いだきってのがあるじゃん。追いだきボタンを押しても。 追いだき一応ボタン押せるんだけどあのお湯が沸かない時があるんですよやばくないそれ結構先月ぐらいからそううんいいなんか先月ぐらいからなんかうんまだ壊れてるうんそうそうそうだから俺がこうやってね追いだきピッてやってあのお湯が沸いたら当たりうん当たり <laughs> で音鳴る音鳴る 当たり大当たりで追、ね、いだきやってこうやってあの5分後とか10分後にこうやってやってあ冷たってなったらもう大外れもう最悪だよほんと最悪だよもうほんとその時だからちょっと祈ろう祈ろういしし、はい、祈ろう <laughs> 祈ろうちょっとああ、ちょっと頼むぜガス屋さんに修理頼もう まあそうだねちょっと親父親父ともちょっと話し合ったりしてんだけどでも追い炊きできるときはできるからさうん何あの追い炊きできるときはできるからそう別に一回ほっとこっかなって俺は思っててそうできるあおそう大当たりのときあるからそうそうそう外れ,には入ら外れたら入らないのいや外れたら入らないっていうか外れたらシャワーシャワー,はシャワーは大丈夫なんだよシャワーはオッケーなの。 私、真冬にダメになってつらかった。壊れかけのレリオです、はい。残りエキスは熟成された残りは何日目ですかえわかんない。知らない。そんな4日目かわかんないけど3日目か。誕生日プレゼントでお湯台業者に発見し,しまったう <laughs> お湯何日で変えー、か帰るのお湯何日で変えるのっていや、結構変える時変えるよ。僕、湯船、ね。湯船、ね、最近入ったりもし,、ま、してますよ。シャワーがそう命綱そう。シャワーは,はお湯出るから。だから今日も全然ダメだったらもうシャワーだよ。シャワー。 うーん頼むぜ頼むぜしかし頼むぜしかしねおちょばガイザース給湯器買うのめっちゃ高いよね残さ湯船入るのえらいねええらいよねってでじゃあお前らにお前らに教わったんで湯船入って使った方がストレスとかなくなりよってそうそうお前らに言われたんだよ昔だからそっから俺湯船入るようになったんだよ確か動いてなくないって動いとるわ 動いてるって何がお前追いだきしたらお前なんかお前んちの風呂はなんかこれなんか湯船がこうやって上下に動くのかい違うだろうなストレス減ったのストレスいっぱいだよバカ野郎うんストレスいっぱいだよ、うん、なんか浮いてるって何が浮いてるって何がえ対、ー、流はするよ韓国ソウルかららしこんばんははいえ風呂洗ったって何があ風呂もだからたんまに洗ってるよたんまにたまにだよ俺昔より洗うようになってるだから たまにお湯出てるお湯ちょっと出てる気がする出てる気がする今は今は出てる気がする、うん、今ちょっと出てる気がするなお湯、うん、ちょっと大丈夫かな僕なんか2週間に1回しかお風呂入れてないお,お前お前やばいな2週間に1回しかお風呂入ってない、まあ、まあやばくないよ大丈夫で別にお前のペースでいいじゃん2週間に1回でも生きていけるんでしょ大,大当たり多分多分多分いや違うこれ大当たりって言ってもなんか あのねなんかぬる,ぬるい状態でなんか追いだき完了しましたみたいになったりすんのこれなんかちょっと細かいこと言うとそうののここさん前ちゃいんないよこんばんいいいなよよばは俺のシャワーの時もいっぱいあるよそうだからすげえ面倒くさいのなんだそれサボるそうすげえ、まあ、とりあえず不良品なんだよとりあえずだからその時はもう一回追いだきすんのでもう一回追いだきしてさだから結構俺追いだきが増えてまた嫌な,なんだよね 追いだきが増え,増えたことによってさだって追いだきするとさあれガス代かかるじゃんガス代ね嫌なんだよガス代かかるのうんだって最近さあのさそう俺あの先月だっけ2月分か2月分か2月分2月分か2月分の電気代がね俺1人暮らしで,で電気代いくらだと思う今日いつまでやる今日は分かんない今日はまあまあまあ大体11ぐらいじゃん11ぐらいまでやるよ き屋突発的にあのキャスト始めたから、うんそうそうそう、自宅投資されたことある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 、いっぱいある、いっぱいでもないけど、うん、最近はないよ。1万くらい、1万2千くらい、2万6千あるある、何がなな ?1 万8万八千って2万いったの。ああ、俺ねあそう気代、電気代ね、電気代はあの 1, 1万9 4四百円、1万9 4四百円、1万9460何円とか、そう万俺一人一人だよ、一人暮らしで。 うん、それだから、そうそう、やっぱ高いんでしょ一人暮らし。高いんでしょ一人暮らし。いや、電気ガスじゃない。電気代だけ。ちなみにガスは、あの、ガスは、えー、っと、4000円。うん、4000、確か4 0 0とか、4000ぐらい。3千三千八8 0 0円とか,かな。3800円とか、まあ、とりあえず4000ぐらい。うん。だから電気ガス合わせて2万3000かな。電気ガス合わせて2万3000、4000。 エレキギターって電気代食うの明らかにタコ足をお、すごいもんね。あ、タコ足回線ね。うん、だから俺結構つけっぱなししたりするからさ。あの、なん、なんつうか、作曲、作曲部屋のやつとか。そうそうそう。機材とかだと思うけどね。俺、機材とか、あとは、あとはわかんない。お前らのこの配信とかもあるよ。お前らの配信もあるよ、絶対。この電気代。なあ。 部屋は暗いのにって何がそう部屋は暗いよけど本当とこれマジで部屋普段配信が部屋暗くしてんだよ。それでもほんとさ、いやよくわかんねえほんまこれ本当だよよくわかんねえマジで。うん。電気毛布はダニモード。いやあ,あ、違う俺けどね違う俺違うん、ね、だやっぱエアコンだ。そうそうそう、暖房だ。暖房、うん。暖房だ。暖房。違う、だいぶ暖房暖房。いや配信じゃないごめん。配信、いや配信ないごめん。暖房だ、暖房。 追い炊きもしてないもんね。いや追いだ追い炊き追い炊き？かまっちゃんふ最近しましたあると。エアコン一つだいや二つある。俺ねあのね暖房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 ですわ暖房暖房うんマジで何度にしてんのよって何がいや何度にしてるっていうか暖房でしょっと待って暖房うん俺ねこあのこっちの寝室この涼介の俺大島涼介ってんだうんこれ涼介のねあの寝室 ここのね暖房暖房暖房これねほんとねこれ多分40年前からこれ40年前嘘俺俺がねだからもう 30, 30年前か30年前俺が小学生の時からあんだよ <laughs> これそう小学生の時からあんだよそう小学生の時からあんだよこれマジマジマジだから俺もさいや掃除機能なんかついてないついてないだからこれもう30年前とか40年前のやつで多分じゃあだから現役現役まだ使ってんのずっと。 そういやだからか買えないのって俺さ親父に言ってんだよ早くこれもう昔から俺けど昔から言ってんだよ電気代かかるから俺おねだって電気代しかもさ俺さあのこんばんはいつも言ってるけどさ親父んとこのさ親父んとこの一人暮らしんとこのあのね電気代ガスとかさ食費とかさ俺全部出してんだよあいつんとこの。まあとりあえずあいつんとこの電気代とかガスガス水道電気ガス水道も出してるしでさこっちも、まあ、当然だけど俺自分のとこも当然出してて。 なるべく減らしたいんだよ。俺も電気代でさよく言うのはさ。何前に団地住んでた時、茶色の板みたいなデザインの古いクーラーだったよ。えらい親孝行すぎるって当たり前じゃん。両方子親孝行ってかだって俺。俺だって。元々こうだって。親父ん家だもん <laughs>。いや親孝行って言うけど、これ当たり前じゃないだって。ここ元々親父ん家なのに俺は奪ったんだから追い出したんだから、俺親父を。 えー、これって年季で黄色くなってんのいやいや年季で黄色くなってますこれヤニじゃないっす、うん、もうだって40年使ってんだよ多分40年ぐらい親父働いてなかったっけ親父働いてるよバイトしてるよ、うん、だから俺働かなくて働かなくていいって言ってんだよ俺親父に対してひとしに対してねスーパーひとしくんに対して大島ひとしに対して俺はねもう親父働かなくていいよって俺もう結構前から言ってんだよ俺が全部出すからってうんまあ全部出してるのはほとんど出してんだけど でもあいつもさあの動いてないとダメみたいなマグロみたいな人間だからそうそう親父はもう76歳とかでなない,いくつだっけ、まあ、73歳か74歳だっけまあそんぐらいでもうそれでも、ね、動いてないと74かそうエアコンそうそう74歳でもう動いあいつ動いてないとダメっていうからだから今今バイ,バイトしてんだよバイトしてんだよバイトうんバイトしてんだよ うん、生涯現役素ていや、でも動いてないとメなんだって。でもそういうの分かるでしょ。そういうなんかお前らの親とかもいないこんばんは、うん。親とかでもさ,なんかさおやお、同じこと父も言うもんでしょだからいるでしょ。うん、なんかい,いるよね、ようなんか。もう何かしてないと、もうそうそう、それこそ老けてっちゃうとかさ、死んじゃうみたいなね。やはり、なんか人生生き甲斐がいがないみたいな。ね、ボケ防止にもなる。え、つけひげですか、こんばんは。つ <laughs> けひげですよ。つけひげです。はい。ね。つけひげです。はいはい。 認知怖い月髭なんかするわけないだろ、お前、こんな横開けでさ、月髭つけてさ、ちょび髭みたいなさ、不謹慎だぞ、お前、ヒトラ、ーヒトラーってよ、ね、ヒトラー、ー残さんヒトラー似てますねってお前らいつも言うけど、不謹慎だわ、不謹慎だわ。え今日、髭剃ります、髭も剃ります。劇的ビフォーアフーやります。70まで働きたいと言うとる、ね、そううちのうちの味もけど、本当に死ぬまで働きたいみたいな感じあいつ。 一人は一人で昔からですよ。言ってる人いるっているだろお前ら。昔から70体って頑張る。人はカリスマ性。俺はアジだ。死んで打ち上げられるのはいいやと言ってる。知らんねえなんだそれ。お前の親父は頭おかしいんじゃねえの。ね、俺はアジだってアジじゃねえだろ。人間だろ。お親ニートだから人さん尊敬する。ニートでもいいじゃないですか。働く方は楽しない人、人生100年だから。頑張るな。まあそんなこんなでまあまあちょっと話しそれましたが。こいつのせいだよ、多分俺こいつも。 こいつもそうだしさっきのリビ,リビングルームリビングルームの方もさエアコンあんだけどもう暖房ガン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 寒かったじゃんなんかね今月も今月ってか先月先月とかね一1月とかなんか寒かったじゃんだから結構寝る時もガンガン暖房とかやったん、うん、俺寒がりだから暑が、うん、りで寒がりだからうん 寒いだからさ俺電気代も上がったしねだからこいつをねだからね取り替えろってね取り替えてくれって俺は結構昔から親父に言ってんのねお前払ってるわけじゃないし俺が払ってんだからせめてちょっと親父協力してこれちょっとさ交換してくれよってそしたらなんか結構なかなか面倒くさくらしくて。 これいや親父の許可いるんて親父の許可ってかは自分でわかんねえんだもん俺エアコン取り替え方自分でわかんねえんだもん俺38歳になるけど38歳になるけどあのエアコンの取り替え,取り替え方とか新幹線の切符の取り方とか飛行機の切符の取り方とか分かりませんはいもうグアンのかアタクシーは乗れるぞ一人で。 自分でできるのだからだだからだからら違う親父に親父にそう業界で親父も言ってた業者さんがどうとかって言ってっけどなんか親父はなんかすげえ面倒くさいって言った業者さんに頼んでもだからずっとこういう取り替えたのふざけんでって金払ってんの俺なんだよ親父やってそう金払ってんの俺,俺なんだよバカ野郎ってまあこここ、まあ、金払ってんのは、まあ、この家に関しては金払うのは俺が金払うのは当たり前なんだけど。 親父、だから俺だって俺だからう昔から言ってんじゃん俺。親父と結構前、結構本当結構前からだよ。もう10年ぐらい前からだよ。10年ぐらい前から俺親父んとこの一人暮らしのあっちもねずっと払ってんだよ。俺電気代水、ガスガス水道とか。うん払ってんだよ。だから結構なんだかんだで俺結構そこで出費してるよ。うん、出費してますよ、かなり。うん、生活費。うん 素敵ジャパネット。そして38歳さん。だから、だってだ、だから、例えばね、なあのー、2ヶ月前とか、2ヶ月前だっけ、2ヶ月前の電気代、親父のんとこと合わせて、確か4万いったかな。3万8千とか4万。うん、親父んとこと合わせて、そう、うん、3, よ3万8000、4、3万8千ぐらいかな。いった、親父のんとこと合わせてね。うん、電気、ガス、水道。電気、ガス、水道で3万8千0 0 4万ぐらい。確か。 うん、そんくらいいくよねけどいやーみんなもけどそんな感じな家庭あるっしょやっぱ全然なかなか高いって言うけどいやいや全然あるっしょあーごめんねちょっとラジオになっちゃった43歳は夏休みは作りますか作るわけねえだろ電球内買えば節約になるね節約になるか電球内買ったらお前この中で電球内入れてさバ,ババババババってさお湯温めるってことだろ死ぬだろ温める温まるかもしんないけど死ぬだろお前 なあ電気うなぎこの中に風呂に入れてさ追いだきとかしなくてガス代ガス代さうっかもしんねえけどやなあ旬だろ俺が乾電化なそう乾電でピカチュウでもいいねん旬だろね服いっぱい着てエアコン消したりしたよ電気 LED にしなよもういいよとりあえずお茶漬くれよお茶漬くれよじゃねえやそうお茶漬く皆さんの投げ銭で投げ銭とかねそういったので全然もう稼い,稼いでると稼いでるんで。 はい皆さんありがとうございます親。親父の生活費と僕の生活費もそういったところにあて,あてがわれてるんで、そうそうそう、本音が出たっていうか、いや、本音だよ、投げ銭はくれよ。今日投げ銭もらうわけだから、あの本当にちょっとは今日、あのね、あのちょっと、かあ、青シアカザス、お茶バクアザス、はいどうぞお茶バクアザス、青シアカザス、今日金倉配信だから、なんでかっていうと、あの、 今週はね、あ、ちょっとごめんね、お茶葉ガイザース。うん、バトンの時に投げよってありがとうね。あね、僕ね、あの、いつも、あ、精神薬ガイザース、お茶葉ガイザース、ね、ありがとうねちょああのあの。あの、僕いつも、あのね、やっぱ週末って正規2個生までさ、やってんじゃん。今週は正規2個生まじゃなくて、こフリキャスを選んだから、俺、会員限定じゃなくて。会員限定2個生まじゃなくて、フリキャスを選んだから、今回。お茶葉ガイザース、お茶葉ガイザースそう多分や。そう、やらない正規。だから、だからここで投げてくれ、その分。精神悪アガイザース、精神アイザース。 ああいつもあとそう、うんさあ明日そう,そうやるや,やらないと思う。だから、ここで、ここでちょっと、うん。そうそう、珍しいでしょ。珍しいでしょ、こんばんは。一応ね、昨日、一応、バトンのね、このバトン海に放り投げてのあの PV も出したし、そうそう、そういった意味で。そういった意味で、そうそうそう、そそうフリキャスやろうかなって。うん。そうそう、そういった意味で。だから、ね、あのね、ニコ生ぐらいね、ね正規ニコ生ぐらい投げてね、ちょっとね、くれたら嬉しいです。嬉しいです。すてきな新曲だとお茶もいかがです。なるほど、放り投げて。えー、思いっきり投げて。 ななかなかタイトルなんか覚えづらいよね、すみません。えっ、ー、と、っと待って。あちょっとぬるくなってきた。よし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 あたりーお当あたりーお当あたり p v ビーソーギャありがとう。おー。おおあたりーちゃん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 セの最後。うん。これ、これ、お母さん、これお母さんじゃないこれはお母さんじゃないよ こんなお母さんじゃないじゃんお風呂じゃんお茶番ガイザーお茶番ガイザー当たってよかったねお茶番ガイザー大当たり言ばんはい。いやけどこれ本当に、うん、嫌いなシーンなんて。うん、俺はね。お茶バガイザーズお茶番ューバーズもう中見たい。あそんなシリアスやっけまあ、まあ、とりあえず大当たりなんでちょっとほっときましょう。ほっときましょう。<laughs> ああやべ、すげえなんか鼻水。お母さんの液体エヴァンゲリオンなんよ。エヴァンゲリオンあああああ LCC だっけエヴァ、エヴァは。<laughs> なんで嫌いなんですかって、何が、何が、なんだっけわー今配信知った。なんで配信今知ったんだよ。意味わかね、ツイッターフォロー知るよ、お前。お前してんだろ、絶対お前は。うん、アイコン見て、アイコン見てなんか覚えてるけど、お前絶対俺のツイッターフォローしてるよ。なん、なんなんだよ。 なんかさ、俺さ、話変わるけどさ、シャドーバンがさ、俺シャドーバンされてんの運営から。ツイッターの運営から。ずっと。これ前も話したじゃんフリキャスで。シャドーバンさ、通知出した通知出したよ。うんた。ツイートもされてるっしょツイートもされてるっしょツイートもされてるよね。うん。そう、シャドーバンがさ、そう、まだ治ってない。やばくないこれ永久に治んねえんじゃねえのえ、昨日タグ付けできたよ。嘘でしょえ、治ってんの治ってないでしょ うん、え昨日タグ付けできるなって、えっとなって,ってな、治ったんメガネ変えた。メガネ変えたよ、変えたり決まってんだろ、このバカララ。ぶっ殺すぞこんばんはえ。検索してもユーザー名出てこない。ああ、そうそう、でしょだから、サジェスト版だよ。シャドウー版ーっていうのは、カツラ変えたら変えた。あのね、俺ね、あのサジェスト版、検索、検索交版になってて、そう、検索交版になってんの。 そう検索詞も出てこないそう検,検索報版になってんのそれはよくないでものっこちゃんから「いいね」なかったあーマジで本当にそれはちょっとやだな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 なぜ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 でござるかもう陽子ついどうでもよくなっててくさな陽子ついってどういうこと えー、確か残さん発客見できない。いや、シャドウバンけど、ほんとさ、お前らすぐ治るって言ったじゃん。ね、待ってればすぐ治るよって。待ってればすぐ治るって言って、俺さ、もうかれこれもうさ、あの、1週間待ってよ。1週間待っても、全然お前さ、解除されねえじゃねえか、この野郎。下げんな。こんにちは。うん、どうなんだ、これ検索できるよ。えちまって。治ったのえちまってえ。検索できるえなお治ったえちまって。ど、だなんだよ。どっちだよ。 今えええ五秒前に治ったまさか。え、なんか三十分前とかに治ったえ、俺のサジェスト版。うん。彼女なんていねえよ。えー、検索できる今今したら、えよ、ー、検索あ、えー、え、ちょっと待って、治ったんかなえ、ちょっと待って、治ったんかなあマジで今け、けあ、出た本当にあれ、ちょっと待って、俺、サジェスト版じゃ治ったんかなえ、ちょっと待って、わかんない、わかんない。俺、なんかね、き昨日とかもさ、そう、昨日とかもね、サジェスト版、あ、なんかそのシャドウ版チェッカーってのやったら、 う昨日ね昨日かおとといやっけ昨日かおとといなんかそれさねシャドー版チェッカーってあったら「You a <are S 2> サ,サジェスト版」ってそう「y u サジェスト版」うん「ン o u はサジェスト版」ってなったからそのチェッカー信用できる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 できますよできますよのーさんこんばんは血とか乗せたりしたから違うよ俺は多分ね「いいね」すぎたとかだと思う うん、でもまたお前らめちゃめちゃいいねしまくってるからまたなかもしんないけどわかんないけどサーチバンサーチバンじゃあ治ったのかなわかんないけどあほんとは治ったんかな治ったのか治ったのか,治ったのかね治ったんだねよかったね治ったの嬉しいわうん興味関心のあチェック外した外したお前らに言われてうんこさんはじめましてイーロンがツイキャ待ったんだろうなイーロン・ムスクがな ね、ツイツイート内の言葉検索できるんだ。アイアンのアペン。よかった。この前、正規の、あ、そうそう、えあ、マイヤー、とりあえずマイヤー、ちょっととりあえず、とりあえず、本悪が治ったんだったら、よかった、本悪が。本悪が治ったんだったら、それでもうね、あの、もう満歳です。お茶バックあシャドー版解除おめでとうございます。ありがとうございます。お茶バックあいこんばんは。おめでとう、時々リップで会話するとか、えー、よかった、よかった、そうそう、なんかいろんなね、シャドー版って、よかった、さイーロン・マスクになって、なんかおかしくなったよね、やっぱな。 イーロン・マスクになってな、やりづらくなったようなツイッターな。うーんシャドーバーンたされたらイーロンに貝印渡すかって、貝印ってなんだよ。あ,あ,の,リあのリストカット、俺もだからそれ捨てたっつってんじゃん。リストカットする時のカミソリだろ。カミソリ渡すかイシャ、イーロン・マスクに。渡してどうすんだよ、あいつによ。渡したって意味ねえだろ。こんばんは。おかしいね、イーロン・マスクになってからね、やっぱね、なんかイーロン・マスクがンヘラになったのかちょっと待って、俺何してんだ、今。触覚失ったアリみたいになってる。 俺そうあれ配信前にちょっと酒飲んだけど、ほんとちょっとしか飲んでないからね。うん、ちょ乾杯するか。乾杯するか。おすすめとかいう木のほんまいら、いイラっしゃねえ、いらサングラスじゃねえってってんだろ、これは。サングラスじゃいよこれはメガネ、ブルーライトカットメガネ。俺、これぶっちゃけ言うとあの7年前から持ってますよ。8年ぐらい前から。お前らも絶対ね、あの10回ぐらい見てます。10回とかもっと見てます。 30回ぐらい配信で見てますお前ら確実に、うん、新規ファンの人も30回ぐらい絶対見てる、うん、ブルーライトそうそう,そうブルーライトかだからあのさめめやっぱね曲作りとか俺だからさね曲作りとか昔からさもうやったらさ ね、昼の10、昼の12時ぐらいからさ、朝の8時ぐらいまであるからさ、7、7時間8時間、もうずーっと作曲部屋あっちにこ、作曲部屋にこもって、俺さ、作曲するからさ。だからさっきマ、マック、マックでこうやってパソコンと見合って今こうやってやってるからさ、もう、これ、ブルーライトカット本当にね、もう、マジで、うん、大切。あ、うん、ケントデリカット。は、う、い、ん。そう、ブルーライトカット。うん。 うん、近未来館って表参道にいくとどう入ってるどう入ってるそうどう入ってるやつ、うん、やっぱブルーライトカットないとやっぱ目疲れるからそう目疲れるからそうパソコン作業、うん、曲作りの時その眼鏡するとナチュラルなイケオジになるアパレルヤクザってなんでお前らヤクザとかマフィアとか俺に言うなよ全然そんなそれをさ体育のねよよ雑魚じゃん俺なんて体育のね肩着でさだこうたぎだしさ俺なんてよよ弱者男性じゃん弱者男性じゃないか俺なんてさねえ あー、中牛で。中位牛の弱者男性だろ、俺なんて。ああ。全然なんかマフィアとかさ、なんか勇気ヤクザとか言うけど、そんなんじゃない。そんなキャラクターじゃないだろ、俺。えー、っと、イケメンが、イ,イケメンがメガネかけると、そう見える。裸眼の視力いくつですかメガネにあってかっこいいな。俺、追いだけは、追いだきは成功したと思う。ちょっと待って、最近、あまあ、ちょっと僕はね、あのちょっとねあのちょっと、お前らちょっとさ、やめろ、聖徳太子じゃねえんだよ。ちょっといろんな質問、なんだっけ、まずは。裸眼の視力は0.2です。 0.2とか0.2だと思います。0.2とか。ガ眼の視力0.2とか。うん。佐藤はどんなメガネかけてましたか佐藤って何あ、佐藤って夕方のピアノの。お前、いつまでそんなこと言ってんだお前がよ。そんなコメントすんのお知らねえ。何言ってるそんな、なんか、くだらねえコメントすんな、てめえ。ブロックすんぞ、てめえ。ほんとによ。くだらねえな。えー、コンタクトしないひ、ね。広、広がりも、広がりもないしさ。ねえっ、ー、と、コンタクトしない。だから、コンタクトもしないってもう何回もお前に言ってんじゃん。 コンタクトしないってお前何回かコメントしたことあるけどコンタクトなんか僕はさあのさしませんよだからそれ理由も何回もいもう20回ぐらい言ってきてる俺配信で配信20回ぐらい言ってきてるよコンタクトしない理由気になるんだよコンタクトうんコンタクト昔やってたよ俺コンタクトね10代の頃そう10代の頃コロコロ,コロするからそうコロコロするからやってるのもそうだしねあれしかも高えじゃんワンデーアクビューとかワンワンウィークアクビューとかだ トゥーウィークアーキュビューとか使ったんだけど、うん、今晩新曲最高でした。まあそれ、その話は後で。で。そう、トゥーウィークアーキュビューとか使ってさ、それでさ、あ,あとさ、あ高いそう高いくせに、今いくらか知らないけど、今はね、俺,俺,俺がね俺、俺がつけてた20年前で、本当10代のとき、20年前とか、15歳のときとか、15歳のときつけたの。16歳とか、うんなんか17歳とか、いや、もう17歳とかか。そ、うんそう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 。 メガネ取ったら目がよくてよくでそうたか高いさそさバイト稼いだ回でさすぐなくなるしさみたいな、ね、こっちも機材も買ってるさもさだからすぐやめたしかもそれでさあのねあのワンデーアーキュビューとかなんかああいうのとかだけじゃないと思うけどかなんかこあのさあれ目ん玉に入れるさあのさ皿皿さあれさあれってなんかさ乾燥するとさ外れそう ソフトレンズか。ソフトレンズはゴロゴロしないし安いよ。ソフトレンズかわかんない。コンタクトやるやつを残さん飲みそうだよ。あの、そ10枚ぐらいにやられるよ。だからさ、乾燥してるとさ、いつもか外れてんだよね。俺、それ結構あってさ、マジで。7回ぐらい。うん。え、これ、経験ある人いないコンタクトしてるせいで。あの、乾燥してる時とか。うん、それハードやるって。いや、ハードじゃない。俺、ソフト。ワンでなんかワワワ、ワンウィークアーケビューとかなんか使った時。気づいたら、俺、最初気づかないんだけど、そう。 最初気づかない。お、目がでかいから。<laughs> 目がでかいから。そう、いや、でもほら、あるじゃん。乾燥するとあ,ありますね。そう、逆に取れないそんなことない。ハード、そうなんか。空ラコんだけど目がつくなる。人とぶつかってなくなる、えー。つけたまま寝ててパキパキになって。そうそうだ、あ、そうそう,、ねそう,そう、寝てる、寝て起きたときとか、もうパスタパスじゃん。そういうときとかね。そうそう、そうかん、そう、乾燥じゃドライアイ、ドライアイかわかんないけど。キスもハード、ハードよりソフトが好き。僕はハード、ハードキスの、ハードのが好きです、キスは。 ね、うん、あの、完全にベロ、ベロ、ベロ中したいです。はい、ベロ中がしたいです。はい、ベロ中がしたいです。足りねえだろ、なんだお前、ソフトキスとか、お前、男男、お前。まあ、男でも女でもいいけど、すよ。な、キスはやっぱりそんなもん、な、もう、獣のようにしたいだろ、セックスは。セックスとか獣のようにしたいだろ。<laughs> 獣のようにしたいだろ、な、もう。ね、うん、多様性 あのちゃん、すごいバズってんな、あの曲もな。やっぱベロチューよな、そうそうそう。だって、やっぱね男、男は結構なんかね、あのね、男はなんか中にはさ、ベロチューが、ま、ベロチューが一番ね、抜けて、も、ま、う、あ、それが一番興奮するってか、ベロチューしてる時が。うん。ベロチューと、まだ赤ちゃんプレイしてますかえあまあしてる時はあるんじゃないですか僕もねあ。とりあえず、まあまあ、とりあえずそんなことはよくて、えー、はい。 えっと、ベロ中、JK です。ベロ中しましょう。嫌です。はい。それ犯罪なんで。はい。僕、それで、あの、炎上して、ね、あの自弾したんで。はい。絶対嫌です。はい。未成年はお断りです。えー、彼女はまた作りますか作るときは作るんじゃん。えー、最近、ベロ中しましたかえ、地区に、えーえー、冷静そうなの。えー、罠が来た。懐かしい。何が成人です。お願いします。リスカイそうだよ。なんもん、も絶対 JK とか嫌だよ。あれはガチだったんだって何がいや、ガチで。うん、ガチで、自談、自談したんで。 うんそんなん昔から言ってんじゃん。まあ、新規のファンの人は初めて聞いた人もいるかもしれないけど、ねえ、わかんないけど、俺結構昔から言ってっけどな。うん。えー、ほうれんせん2本ないってないが、今今ないよ。えー、船橋の店はハニートラップだよな。急に流れ変わるから面白い何が、えー。ハニトラの再崖。えー、示談で済んでよかったな。まあまあまあ、いろいろありましたよ。バックストーリー言うと。まあまあ、そんなにパラパラ喋ゃりません。バックストーリーも。あへへ。お前、知らんよ、かんない。 やっぱりね、いつもこんな話するときね、俺何回かしたことあんだよ、別に。うん、全然フリーキャスでもこのね、今まで配信で昔からね、うん、裏側、どんなことかとか延長したとき、ね、そんなさ、未成年、未成年に手出したとき俺がな、未成年って死んなかったからマジで、これだけはしてあ、未成年って死んなかったし、ね、うん年齢、年齢21歳とかって聞いたし、そうそうそう。蓋開けたらさ、ね、蓋開けたらもう、 あれでしたよって感じで。まあまあ、でもまあまあ、それでもまあまあ、いろんな面白い話、面白いって言ったらあれなんだけど。妊娠はしつつ、しだからそ、そ妊娠もしてないし、させないさせない。妊娠もさせてないよ。うん、妊娠させたことはこれ一回もないからな。マジで。あるある。モノ君はハードキスとソフトキス、どちらですかあいあいつはコイキングキスでしょ。コイキングキス。コイキングキス。ね、モノ君は、ね、ハード、ハードキスどこです。コイキングキス。ポケモンのコイキングみたいにこうやって、 もうがあの顔面ごと <laughs> それ「コイキンキス」っていうんだけど知らない、うん、風俗嬢にそう嫌がられるやつそうもともとこ風俗嬢で俺なんか風俗嬢のツイートで知ったんだけど、うん、風俗嬢のツイートであの風俗嬢のお客さんがコイキンキスしてくるお親じマジうぜえみたいなそう顔までブチぶブチちブチぶブチちブチュブ,ブ,ブチってモノ君とかコイキングキスでしょ多分うん ええと、もう一回やってくださいって、もう一回やってくださいって。<laughs> もうだから、相手がいないと分かんない。で、これがだからね、相手の風俗状だとすると、その時のね。<laughs> もう顔面全部。<laughs> もうこんな感じ。攻撃キンキス。<laughs> モノくんに怒られるよ。モノくん怒られ、怒るんだモノくん怒るんだこんなんで。お前。マジで怒るんだ、こんなでモノくんお前さ。 器狭くなったなちっちゃい人間になったなおいマジかやモノくんうわぁちっちゃい人間になったなお前うわぁこんぐらいでよな <laughs> うん,ん先週までのねモノくんだったらさこんな笑ってさハ,ハハハっていやいやいやねまた殴られるぞって何言ってんのこんな冗談だろ冗談だろモノ <laughs> くんそんなんで怒,り怒るわけねえじゃんハハハってうん、ね <laughs> モノクは何も言ってないのに、知らねえや、うん。何も言ってなくてもね、そんなんでね、恋人キ,キスとかしてんだろ、あいつ。親父らしいキスの仕方ね。PV でもらった。笑ってる何うるせえ。モ物君の風評被害って別にいいじゃん。何が悪いんだよ、恋人キ,キス。まあ恋人キ,キ,キスとか、ね、したしたらしたらいいんじゃないのそれは。その風俗、相手が嫌がってなければ。相手が嫌がったらそれはダメだと思うよ。当然ね。それは相手が彼氏で、彼氏とか彼女でもさ。 そうそうそうね。風俗上だけじゃなくて。そうだよ。モノック見るたびにコイキ,ンキスを思い出しそういや、全然いいと思いますよ。え興味なさそうなのこちゃ、んだって俺別にコイキ,ンキ,スキスしないもん、俺は。俺はベロ中が好きだもん。うん。ベロ中は好きだもん。うん。なんで別に。恋人キ,キスまで、そんななんかさ、顔面でーとかさ、そこまで俺 S じゃないよ。そこまで俺 S じゃないっすよ。うん。 エスっ気もあるけど俺はね。ノコさんは俺エスっ気あるけど、ね、セックス。ね、セックスエスっ気あるけど、そこまでエスじゃないよ。うん。えー、なんとも、なんでも相手じゃ風呂が冷めるかな。ちょっと待って。風呂,風呂ちょっと、もう一回追い出きしよっかな。もう一回追い出きしよっかな。ちょっと待って。マジか、タバコも吸いたいと思ってて。ちょっともう一回、これちょっと。えー、乳首攻めてって言うくらいやもんね。うん。乳首攻めては別にだって、そんなドエスな感じじゃなくないうん。おい乳首、無理やりお前ちょっと噛めよって。 ねおいよ、おめえ、てめえよって、そんなにそれ言ったらドエスだけど、うん乳首な、乳首ちょっと舐めてくださいって、ちゃんとこういう敬語で言ってるよ、今まで。ねお子さん、普段セックスするのか。<laughs> お前、俺のことなんだと思ってんだよ。なめんなよ。そこらへんの巷にいるよ、草食系男子みたいな。な、あんなヤギみたいな連中と一緒にすんなよ、俺は。な。 もう性欲に支配されてるから、チンポに。おチンポマンだから、俺は。うん、おチンポマンだから。うん、もう,もう,かもう顔,が顔,顔ごと勃起してるから。おチンポマンだから、俺は。うん、でもまあ、だから別にこれがだね、別に自分を別にさ、卑屈していってるわけじゃないよ。自分を下げていってるわけじゃないよ、卑屈して。そうそうそう。卑屈していってるわけじゃないよ。うん、全然卑屈していってるわけじゃありませんよ、僕は。うん。 だって、それはだって、やっぱね、クリア、あの、アーティストとして、俺はさ、リビードそう、性的衝動っていうのもね、曲作りに必要だと思ってるから。うん。いつも言ってる通りだよ。うん。全然俺は卑,卑屈なコメントじゃない、今のは。うん。むしろプラス。アーティストとしてプラスと思うえ、ちょっと待って、もう一回多分あ冷め、冷めるかな冷めるかなえー、チコさんなの。爆発させてる。めちゃくちゃ積もったってもい。昔から言ってんじゃん。ツイ,ツイ,ツイ,ツイートとか俺、これさ。 リビドー性的衝動と、やっぱそういった創作、創作のなんか衝動とかわかんないけど、まあ、エネルギーって、俺は絶対リンクしてるってのは、もうさ、もう今まで配信5000回ぐらい行ってきてんじゃん。かっこよすぎます。生きる喜び。うん。行ってきてんじゃん。うん。そうそうそう。やっぱエネルギーだからね、性欲もね。まあ、性欲だけじゃないよ。成り上がりたいとか。なり成り上がりたいとか、そうそうそう。あの、成り上がりたいとか、やっぱさ、いろいろあるじゃん。ね。成功したいとか。 そうそうそう。なんだろう、この説得力って。だから、それは別に俺だけじゃないじゃん。ね、成り上がってる人って、だから昔からナポレオンの時代からさ、本当だよ、ナポレオンとかピ,ピカソとかだって、だからピカソってロリコンなんだよ、あいつ。ピカソってだって90歳になってもさ、あれこそだよ、90歳になってもさ、あれだよ、あの10代の子とセックスしたんだよ。確かそうだよね、ピカソって。ピカソって 80, 80代90、90、90代とかでも、確か10代とセックスしたんだよね、確か。うん、肝って。 まあまあ確かにね。えー、そう、キモって言うけど、ガンジーとかもそうなの。え、ガンジーもそうなのえ、ガンジーもそうなの俺、それ知らなかった。うん。うん、そうそうそう。確かそんな感じでしょピカソって。ね、ピカソってそんな感じで。え、キモいよって何がまあ、そう、キモいよ。てか、キモいんだよ、俺たち。てか、俺たちってキモいんだよ。な,なんか、そもそもがね、わかんないな,ーアーティスなんかアーティストってキモいよ。<laughs> それはなんかやっぱ天才とか奇才とか、天才奇才だったらな、なおさら。それはキモいでしょ <laughs>。俺たちっていうかそのアーティストね、俺たちはアーティスト。うん、本物のアーティスト。俺だってそうだし。うん、俺だってキモい面いっぱいあるよ。全部は全部言ってないよ、お前らに。うん。お前らに全部は全部言ってないよ、俺のそういった。うん、俺もキモいキモ、もっとキモい面とかあると思うよあああ。ある、ある、あるはず。うん、実際に見ないとわからん。 えーえー、モーツァルトは幼女のおしっこ大好きで、楽譜におしっこって書いて、まあ、モーツァルトもね、そうだね、うんこうんこ食わ,食わせたいみたいなね。えー、ピカスは女しか書かないから仕方ないとこある。いや、それでも,れでも別にそんなことない。あいつは性欲にね、あのねま,まみれてましたよ。英雄、色を好む。そう、英雄色色、色か。みたいのを、キモいこそが人間。そうだ、キモくていいんだよ、別に。キモすぎて、いや、キモくていいんだよ。えちょっと待って、俺もキモいよ。まあ、別にそんななんかね、 俺だってキモいよ。うん。なんかよくわかんない。ほんとに俺はわ,わかんねえな。うん。ブラック・フランシスは、あ、ピクシーズは女子のリコーダーでオナニにしたらしいな。そんなん別にあるだろう。別に俺はないけど。うん。のこさん、ロリコンってないが、別に俺、ロリコンじゃないっすよ。ロリコンじゃないっすよ。別にそんな。ね。うん、全然別にそんな。ね。若い子から、あのね、あの人妻までいけますよ。人妻まで。いけます、いけます。はい。 三大欲求の一つだからええやろ。うん、別になんかロリコンって言ってもわかんない俺は。うん。その世の中の基準、基準にしたらなんかロリコンってなっちゃうのかもしんないけど俺はね。うん、別に若い子は別に嫌いじゃないからさ。ね。上は何歳まで行けますかそんなこと考えたことねえよ。別に可愛いけりゃいいよ。うん、可愛かったり美人だったり。うん、可愛かったり美人だったら別にそんなもんさ、セックスしてえようん、単純なシンプルな話じゃない。ね。 シンプルな話だよ。可愛かったら、別に美人だったら何でもいいけど、ルックス良ければ、そんなもんさ、若いとか関係ねえ。その年取ってるとか。うん、それはセックスしたいってなるだろ。男はみんなそうじゃないうん。え一つ間くない避けるやろって。避けない避けない避けな,ない。別にそれでも美人とかね、別にみんなルックス良かったら、そりゃそうでしょ。うん。川端康成も若い子好きそうね。川端康成どうなんだろうね。まあまあ、確かにね、小説読む限りな。<laughs> えー、自分のタイプはどうやらそうだろうね。ああ、ダメだった。可愛くなかった。いや、可愛くなくては別にさ、ワンチャンあるよ。今ののこさんは警戒してるからね、いろいろありますけど、お前だって別に他のアーティストとかね、なんかバンドマンとかすぐ引っ掛けられるよ。ね。いや、避けろやってないか可愛くないと、のこさんはデブが苦手ですよね、デブ。ああ、それ昔から言ってんの、ね、俺ね、まあ。だからお前ら痩せるよって言ってんじゃん。うん。えー、たぬき顔どうですか 別にそ,うそうそうそう、で、で、まあ、なんか、こういうと、なんかね、デブに対して、なんか、俺は、なんか、なんか、ちょっとね、なんか、差別みたいな感じになっちゃうかもしんないけどさ、うん。ね、別にそんな感じでもないんです、僕。えー、女が26歳になったら、毎回分かる、ディカプリオ。<laughs> 見たことある。当たって、可愛くなりたかった。出会い系アプリのアカウント、全部バンされました。引っかけられたくない。で、だな,な、な、な、誰に。えー、デブ好きそうなのに、デブ好きそうなんて <laughs> <laughs> デブ好きそうなんだ <laughs>。デブ好きそうに見える <laughs>。そうあの。別にまあまあまあ、なんか別にデブ好きって言ったら、そのデブ、デブって言うけど、太ってる人、俺は別になんか、IQ ある人は好きだよ。だから別、だからセックスしたいとかまたそれ別じゃん。うん。ね。デブでもポチャでも、何でもいいけど、そういったなんかさ。うん。そう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 。うん。そう。ああうんあ。デブです。デブじゃなくても巨乳好きそう。 どっからデブなえデブって思ったらデブです。お前、まま、がじゃなくて、周りが。えー、ほ細い男性ってふくよっかな人好きがちえ、そうなんだ。なんか面白い。自分より目玉でかい女性の方は好みですかいや、それ、俺より目玉でかいやつって、もう金星人とか。 お料理目玉でかいやつはちょっとあれでしょだってもうユー・ライクとかさビューティープラスでさ加工したさねたまになんか見るけどさなんかさユー・ライクとかビューティープラスでさかどんだけ加工してんだよこの女ってねアイ,アイドルとかさ、ね、なんかさやべえやつや病んでんじゃねえかこいつみたいないるじゃんなんかさ昔からさ <laughs> あれだやばいよねうんプリクラのだ俺もプリクラやったことあるけどあれとはな うん、闇加工じゃなくてあれ多分本人で気づいてないんじゃないのあれ病んでるよな病んでるよなあれな、うん、ああいう人は多分な、まあ、なんか整形したりとかもねどんどんはまってっちゃうんじゃないの整形とかさなんかさ若い子の間,間でもずっと昔からは最近ね結構前から流行ってんだろ若い子の間でも整形ってなあ,ありえない目の大きさの人よりよね宇宙人みたいなのが多いの顔の3分の1くらいの人いるそうパンダで風呂 えなんででかくするのってないかでかくするでかくしたら可愛いかわいい顔だよ。でかくしたら可愛いかわいい顔だよ。そうだよ。こうやってでかくしたら。ね。ね。こうやってかわいいから。感覚は麻痺してるやえおはよう。新曲 MV めっちゃよかったよ。うるせえや。うん。え整形やりやすくなるわいいけど、やりすぎちゃう人は気をつけてね。ああ、なんかやりすぎたら扇風鏡馬さんみたいになるってね。昔あったらね。扇風鏡馬さんみたいな。 あお風呂冷めてませんかちょっと、タバコ吸おうと思ったけどいいやもん。ちょっとお風呂冷めてる。FC2 チー残さお目目が大きすぎる。ちょっと酒、酒だけ飲んでいこう。こんばんは。失敗怖いね。失敗ってさ、扇風機おばさんみたいなるっしょ、うんし。扇風機おばさん。うん、失敗で。ねあれ、ああいうの画像見るとマジ怖いような整形ってな。うん、扇風機はし、あ、死んじゃったんだ。 うん、扇風機おばさんは自分で油あ自分で油ああの人って自分で油自分であったんだ自業自得じゃんそしたら専門専門のお店行かなかったんだ自分でやったんだ自分で油をなんだそれあったら自業自得なとこあるなまあでもそれでもね美しくなりたいってね扇風機おばさんは願ったからそう病んでたんだろうねそう美しくなりたいってまあけどかわいそうな話でもあるよな うん、かわいそうな話あるんだまあまあまあとりあえずまあとりあえずね整形は、えー、千葉銀と喧嘩ってなんだよ今まで使ったピックの数と大体女の数どっちどっちの方が多いってピックの数に決まってんだろう俺そんなに大体女の数少ねえぞこれマジでこれほんとマジだからな <laughs> えーと依存してしまったんだよそれは病気整形してから足りなくて自分であったらしい え、千葉銀元気千葉銀知らねえあんなやつ。俺、最近ライモトン、ね、してないし。でも元気だと思うよ。ね。おこちゃまいてね。おこちゃまいて元気だと思います。はい。カーテクライ。えー、何えー、何な、な、何抜いて肘肘抜いてウエスト補足する人とかいるらしいよくわかんねえけど。まあ、とりあえず整形は別に。ね。俺はいつもなんか言うけど、整形は努力だと思うから。あばらって読むんだ。<laughs> うん、そうそうそう。 ああ、肋骨あ、ろまあい,いや、なんでもいいけど、あばらぼね。どういうす、韓国うん韓国、あー、なんか、そうそうそう。若者の間で流行ってんだろ、お前ら、10代。10代、20代。な、整形。な。うん。整形は、けどやっぱ、俺、昔から、もう結構ね、10年前から言ってんじゃん。10年前からさ、言ってっけど、整形は努力で。うん。のこちゃん、どこいじったって、俺いじってないよ、一つも。俺、一つもいじってないよ。ナチュラル、これで、俺。 マジでうんいつも適当にいじったいじったってなんかさ、ね、よくコメントあるから適当に言ってるけど俺本当に真面目に言うとう何にもいじってないよ何にもいじってないこれ分かんね俺目も鼻も口もすべてほうれ、ん、い線だってだってこれ別にプチ整形したわけじゃないよほうれい線も歯も、うん、歯もすべてが切れるだから親父ありがとうお父さんありがとうねっ お父さんありがとう。ね。歯の矯正は整形に入る。え、これ整形に入んな歯の,きょ歯の矯正って何俺歯の矯正ってかこれ、なんかセラミックだっけセラミックなんかこれやったんだけど、前歯だっけこれは別に整形に入んねえよな。えっ、ー、と、眉間のシワだけでしょってなんかこれね <laughs>。だからこれも別に。だから別に髪みそいで切っただけだよ。整形じゃねえ。お母さんと顔似てるよね。俺お母さんってか、俺ママ,ママよりも。 まあママにもちょっと似てる部分あるのかもしんないけどわかんないけどママよりも俺やっぱね人志のが似てると思うんだよね親父のが似てると思うけどね俺うんやっぱ親親父親父親父のが全然似てると思いますどっちかっていうとうちのね兄貴の方がやっぱママ似てんじゃないかなーって思ったりもするけどなうんそうそうそう生き写し ひと人と、ひと人とたそっくりケのコの季節。お母さんよそどこだろうパパの遺伝、うん、親そう親じそう、おやじね。どんどん似てくるね、おやじにね、えー。女性、いや、それはだからお、おやじの、親父のおやじのおかげです。おやじありがとうって感じだから、えー、今日知らないおやじにま,まんじゅうもらった。あ,ありがとうございます、えー。昔、お父さんとお母さんのいおああ、お父さんとお母さんのいいとこ取り何か俺がお、えー、さんイケメンって言っただ,だよ、うんだから、おやじのおかげだよ 親俺がイケメンなの親父の声でマジで。世、う、の、ん、中不公平なんで。世の中不公平なんで。そうで。世の中不公平なんで。うんな、うん。不公平なんです。鼻筋分けてほしい。絶対やだ。絶対やだ。うん早朝に言う場来る。風呂温度大丈夫かちょっと待って。風呂温度ちょっと待ってください。あいい。あっつ。よかった。 ノコちゃんなになりたかったじゃ,あじゃあ俺の俺のじゃあさ写真持ってってさなこのな今パシャってさねお前撮ってスクリーンショット撮ってさそれでなんか整形する店行ってさあの俺の写真この,のこの花にしてくださいってこいつの花にって、ね、こいつの花にしてくださいって持ってけえじゃんノコ <laughs> ちゃんの母になりたかったってなんか昔からコメントもこれあるけどね <laughs> いくらぐらいかかるか分かんねえけど。 うん50万、60万、70万かかるんじゃないうん俺ぐらい綺麗なね。そうそうそう。話してると。えーとがが、眼球の距離と頭蓋骨を変えられないしない、どういうことだよ眼球の距離って。まあいいや、足が長くなりたい。足、えー、今日の子さん、めちゃくちゃワイルドストレスですよ。そうですね。はい、まあ、こっからちょっとヒゲも剃るんで。ヒゲも剃るんで。ヒゲも剃りますので。はい。よいしょっと。はい。ちょっと。 よいしょ。お風呂配信、ちょっと久々にやります。フリキャスでやるの久々だな。おあたりおめえとお風呂。うん、そっちゃそっちゃんうん、劇的ビフォーアフトやるから。いや、マジ久々だな。黒の子来た。ドアノミサコ。そ、えうん。頭の形とた、というか綺麗よね。頭の形綺麗だよ、俺。頭の形もだから坊主にしても全然だからね。こうやって、まあ後でも見せるわ。オールバックで、まあこんなんね。ハゲたとしても、坊主これだもん、俺。うん。 坊主言わばこれだからね。うん。やっぱ顔がイケメンなのはね、やっぱね。顔がイケメンだから本当坊主でも普通にかっこいいもんね、これ。うん。いや、俺、これでやっぱ闇メイクしたいんだよね。いや、これちょっとやるから、いつか。いつか。絶対やるから。坊主で闇メイク。うん。坊主で闇メイクで。そうそうそう。うん。坊主で闇メイク。いや、すごい。だって、坊主闇メイクって今ちょっとやってろっか。うん。ちょっとだけやるね。坊主で闇メイク。 ななかなかいいといとや俺絶対いいと思うんだよね。坊主でアイメイクしてあのさモーニングサンとかさアチャチュムのさあの服着るのじゃちょっと今やっか今ちょっとやってみアチャチュムの服を持ってきてさや再現ちょっとやってみよう PV あちょっとそのバトンの PV とかは後でちょっと見るからパソコン今パソコンで配信じゃないからパソコンで配信してまた見るからうんねやってみようか。 いや、絶対ありたい。アチャチム、夏行ってなんで。そんな着てないっけ、俺。アチャチム。うん。アチャチム。アチャチム、アチャチム。アチャチム、アチャチム。アチャチム、アチャチム。ジョーカーみたいなにザ・プロディジーみたいな雰囲気になりそう。ああ、ザ・プロディジーみたいな。なるほどね。いや、俺、結構闇メイク、やっぱこれ俺が生み出すってか、あさ、新規のやつに言わせてもらうけど、俺が生み出したんだよ。闇メイクって。 俺が7、なんか、8年前とかに生み出したんだよ、俺。もともと。なんかさ、そう、世の中のさ、インフルエンサーか分かんないけど、なんか、ね、誰かが生み出したみたいな感じ。あれ今日本当に、本当、俺が最初だた、多分俺が最初だと思うこれ。うん。いや、ルーちゃんが初出かな分かんないけど、いや、そんなことなくないルーちゃんの前から俺やってなかった。うん。俺が俺、俺、俺じゃないの俺ってことにしとこうぜ。俺ってことにしとこうぜ。アイメーカーの子さんでしょ俺ってこと、とりあえず俺ってことにしとこうぜ。俺じゃなくても。 俺じゃなくても俺ってことにしときましょうねそうだようん、俺ってね言い張れば俺になるんだよ、うん、だからこういう服をね着たいんだよ坊主にして坊主にしてアイメイクしてそうこういう服着たいんだよなんだこんばんはえ何ちょっと待って一番最初はダムドだろえダムドってやったっけ俺だよ俺だよそれダムドなんか一時的に加入ダムドに加入した俺だよ えダムド、そうだっけダムドって。うん、俺,も俺もダムド、ちょっとだけ、ちょっと通ったからさ。あれどダムド、そうだっけな、うん、ダムド、<laughs> そうだ、え、マジでいや、ちょっとこれでさ、これで。けど、久々に着るかも、確かにこれ。あちゃちゃもね。NG フェス以来だね。NG フェス以来。でも、NG フェス以来に着るわ。うん、だから3か、3ヶ月とか。うん、3ヶ月とか。 今ちょっとヒゲ生えてっかな。な。ゲは生い、俺が坊主にしたら、ヒゲは、ヒゲは生えさない。俺髭は、坊主にしてヒゲ生やすと、やっぱちょっと怖いからね。うん、怖いってか、なんか別に俺,俺自体は怖くないけど、ちょっと怖もてになっちゃうからそれ嫌なんだよ。ちょっと世界観に合わない。神聖かまっちゃんの。ヒゲはちょっと違う。なんか、神聖かまっちゃんの世界観と。そう、ちょっといかつくなりすぎ。ちょっと今ヒゲ生えてるからあれなんだけど。うん。 「ギアを上げて今を過ごしています」「くだらねえ夏休み走りだす」まあちょっと坊主ではないですけど、まあ、こけどまあ坊主かこんな感じって感じでいやーでもまあまあこれでもかっこいいね。 目がが合ってないがいやライブ中とかこんな目すんじゃん、ね。ライブ中とかこんな目すんじゃん、俺。いやー、でもやっぱいいよね。うん。やっぱね、いいね。これで本当に坊主にしてやれば、そう、ひげ剃れば、うまばたきしてってないや。うん。思った以上にパキリ顔っていうか、いや、だからライブ中はこんなパキ,パキリ顔してんじゃん、俺は。テンションもうガ、ガンぶち上げてさ。いつやるってわかんないよ。けど、坊主にはします。絶対いつか。うん。 うん、ずっと目見開いておいといてほしい。だってずっと目見開いとんじゃん。俺、なんか役中、薬中のようにさ。役中のようにさ。ね。うん、ライブ中はよ。楽しむ。ひよこみたいから見たいな、坊主。えーと、坊主たの楽しみにしている。あー坊主もやるときやります。やっぱ坊主期間作りたいからね。はい、ちょっと待ってください。ちょっとこれもったね、めんどくせえな。 え金髪めっちゃかっこよかったねえー、金髪も、うん、だから金髪にした後坊主にしよっかなとかいろいろ考える髪染めてかんね紫とかもやりたいんだよね金髪っていうか紫とかも、うん、紫とかも、うん、ちょっとお風呂入りますお風呂お風呂入りますあちょっと待って金髪坊主だだやだやだだからそれだそれ松本人志みたいになるからやだよビートたけしとか松本人志ねっまっちゃんとかさまっつんね たけ、うん、ちゃんとかまっちゃんみたいなビートたけしたけちゃんとかまっちゃんみたいになっちゃうからねえ金髪坊主、うん、そうだよそ,それはちょっとなんかなそういうふうに言われそ,言われそうだ俺もいまだに新生かうっちゃ検索するとサジェストに役中って出るよねまあ役中みたいなもんだからなたけちゃん松本一緒もうすぐ引退し,、ね、し,しないんじゃん、まあ、いい俺どうしよっかな今日服 いやー服ちょっとねお,きお気に入りの服ちょっとねさい最近ねそうだからあのー、古着屋さんとかで買ったやつとかさはいい武ちゃん坊主のしし自然なウィッグがあったらいいのになああ武ちゃんまだ今晩新曲あるとあるらしいな全部可愛いやっけ服パープル最近モーニングサンのさこれモーニングサンじゃないんだけど、まあ、モーニングサンの服いっぱい買ってさ、まあ、買っていっぱいじゃないんだけど買ってさ うん、これこれこれ M えこれねバトンの MV で来たやつこれバトンの MV でうんそうこれも古着屋さんで買ったやつこれ古着屋さんで買ったやつだよ俺これ,これ古着屋さんでこれ古着屋さんで東京の帰りどこだっけなこれあれ,あれ,あ,れあれだなん,かなんか下北下北周辺みたいな、うん、下北周辺の古着屋さんで買ったの俺これ、うん、仕事終わりうんこれ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 は多分モーニングサンかな あこれけどモーニングサンだモーニングサンモーニングサン、うんこれモーニングサンやっぱいいよねモーニングサン、うんこれこれバトンの PV で PV で来たやつそうそうそううんいやでもここでも俺これすっげえ気に入ってんだよねこれ超気にこれはもう大当たりこれマジ大当たり、うん、NG フェスで何回ね2回ぐらい来たけどこれめっちゃいいよね黄色の ひからそうひまわりいやひこれ柄もいいしひまわりのいやこれめっちゃいいよねその服欲しいいややだ絶対あげないやだ俺多分お前に100万円もらったらあげるうんでも絶対あげないやだやだやだ100万100万だったらいいけどそれ着てる時かわいせいけどいや100万いや200万だいや100万か100万だったらちょっといやでも100万でも渋っちゃうな100万でも渋っちゃうあげないあげないあいげないゃゃゃ300万 うん、それ着てうっていやこの服いいよねマジかいやマジこれいいよねこの服この曲かな久々に結構大切にしてる最近だから最近買った服で一番大当たりこれ一番大当たりです、うん、そう色も可愛いしデザインも可愛いそう黄色ええー、なそれ可愛いめっちゃいい、うん、ひまわり柄めずそれ着て風呂入るやだよ <laughs> やだよそれこれ着て風呂入るで、ね、バカ野郎 <laughs> おいそしたらお前さお前なんか 服がもう切れなくなっちゃうだろうドロドロで絶対やだろ大切にして釣ってんじゃん風呂上がった後に切るわむしろ風呂上がった後風呂上がった後に来ますはい風呂上がった後に来ますわはいそうしますお気に入り大事にしてんのうーんちょっと俺あれあちょっ俺今日今日あれや,やってないじゃんあれちょっとこれあれやろうぜ あれやろうぜ。いやちょっとこれ一回これでやるわあとでもやろうもう一回あでもこれ一回これあれあどれってこれあれであの今日お茶枠もらう枠だからねうんあと正規にこのまま会員さんちょっと今週はあの会員でにニコままやらないんでこ,こ,こっちでめちゃくちゃ投げてくださいよろしくお願いします投げ銭いつもしてくださってる方よろしくお願いしますはいえこっちでねちょっとね投げ銭よろしくお願いします じゃあ、とりあえず、そう、KP、はい、絶対一枠で終わらんな。いや、でも、あとでもね、あの、パソコンに切り替えるよ。パソコンに切り替えます。今、スマホで配信してるんだけど。パソコンで切り替えてバト、バトンのね、あの、昨日出したやつとか、みんなで一緒に見るとか、ちょっとやります。今日は午前3時前ですかそうですね。え新、はい、心ないの俺テーブルクロス引き、っうの。うん、聞いたい。<laughs> え、新曲見える配信はマクドナルドでやってください。あなんで なんで新曲見る配信はマクドナルドでやってくださいって。意味,意味がわからない。意味がわかんない。ね、そんなマクドナルドでやるってことで、それでね、ちょっとなんかさ、ね、マクドナルドでちょっと外配信してキチガイみたいな感じとまあ思ってんだろうけど、キチガイでもなんでもねえからね、なんなもんつまんねえな。うん。なったらそんなもんさ、東京タワーまで行ってさ、東京タワーからさ、ね、あのさ、飛び降り,さ飛び飛び降りながらさ、やってくださいとか、そんぐらい言えや。うん。えー、近くのマックどこって近くだよ。 えーっとバトンほんまよすぎる、まあバト。バトンの話はまたねねあのねやります。バトンの話はまたやるんで、はいうん、絡まなくてよど,どういうことああ、お前だったら今のコメントに対して絡まないってことか。うん、ゴミゴミみたいなってことか。俺は優しいんだよ。ね器が,せ器が広いから、うん。そう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 。お前と違って。そうそうそう。 うん、飛び降りた人おったねカート小判なに、やさのこさん緑髪からした、緑髪にしたら浄化っぽい、今からやきますわ、そこまで行ってないよ、バトンの足、おたわ大ピロ、うん、じゃあとりあえずちょっとね、じゃちょっとあの皆さんあの、お茶箱の準備いいですか、お茶箱とお酒とあとね、子供たちは、ね、未成年どもはあのー、カルピスの準備はいいですか、ね、カルピスでも生死でもなんでもいい、なんかそういった準備はいいですか。 はい。KP しましょう。はい。えー、っと、ま、あ、じゃあ今日はあれね、とりあえず僕はね、あのね、あのー、昨日ね、あのね、あの、昨日僕は、あのー、あのー、このバトンを海に、あのー、あのー、なぶ,ぶん投げてっていうね、新曲をの PV をね、出しました。まあ、それに、それを祝ってたよね、やっぱな。うん。いや、いや、早かった、早かった、早かった。 やっぱ早かったってね、やっぱリプでもなんかさ、すげえ、残さん仕事早いとかも言ってきたけど、やっぱそれはさ、うん、静止画が出す、うん、もろパンクロッ,ロッカー、パンクロッカーはなんだよ、パンクとかロッカーとかそんなにいらねえんだよ、どうでもいいんだよ、俺とって。ね、俺は俺なんだよ。うん、思いっきり投げて、そう。だからそれをね、ちょっとね、はい、はい、うん、そう、3月中に、そう、有言実行というか、確かにまとめるの早かったね。いや、それはだから俺のこれだよ。 ね、二刀流ね俺のこの二,二刀流ですよ二刀流うん二刀流新昔からそうじゃん世界に誇る音楽界の二刀流ね二刀流お大谷ならぬ大島精神薬改さす二刀流オツオツでした忙しさの中でさすがや死語できない忙しささすがにいや別に俺普段寝てるよ、うん、寝てたらオナニーしてるだけだよ だってリキッド2週間前やろ、まあまあそう、WBC はちょっとそれまたあとで話します、じゃあちょっととりあえずね、あの,の、バトンを、このバトンを海に思いっきり投げての PV、ね、皆さんね、あのね、あのいろんな意見ね、なんかあると思いますけど、まあ大体なんかやっぱね、俺見たけどね、ツイッターのリプランとか、YouTube コメントとかね、まあそんないっぱい見たわけじゃないけど、まあまあ、まあまあ見た感じ、まあすごいね、やっぱね。 やっぱ俺の信者がね、あ信者だよ、<laughs> 信者とは言うの、ファンがね、ファンがものすごい絶賛のコメントをね、あのね、あの、なんかね、いろいろの映像に対しても、曲に対しても、ありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、はい、全然、忌憚のない意見投げてもらっていいんですよ、はい、まあとりあえず、うん、うん、まあ信者でもファンでも同じようなものだからな、まあとりあえず、あのね、うん、悲惨の,のない意見投げてもらってもいいんですけど、まあとりあえず、まあそんなことで、あのね、 あの僕も頑張りました <laughs>。俺も頑張ったんだよ。俺も頑張ったんだよ。俺も言うて。別になんかね仕事が早いって言うけど、俺も努力したんだよ、マジ <laughs>。ずっと引っこもって家に。リピーター、そうそうバ,バトンの曲のアレンジとかもそうだしさ。そそうそう風呂入るよ、うるせえな。すごいよ、めっちゃ最後。お疲れさん、お疲れさん、お疲れさん。<laughs> 頑張って。編集、編集作業とか。まあまあ、そうそうそう。楽曲のアレンジとかもそうだし。バトンの。まあまあ。その頑張ったのこちゃんに。 ね、お茶箱500だけ、あお茶,箱 <laughs> お茶箱をね、<laughs> た,あのをねあのたくさんね、うんあの、お茶箱50とか100とか、ね、500とか、ねあの、投げ、投げ、投げどう、投げ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 、投、は、げ、い、投げ、ね、投げ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 、ね、投げ、ね、投げ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 、 名曲はこのように叩きつけたことをね、乾杯。名曲をこのように叩きつけたことをね、乾杯。はい。うん、名曲。あと名作品。ね、PV もよかったよね。あ花ちゃんありがとうね。花ちゃんありがとうございます。静止アカンさお疲れ様素敵なイメージだし。KP、KP、シク。おちばくらんす、KP。ライブでグッズ使うね、あると。えー、KP、K。えと、ー、たきつけたね。ほんと名作品、P v、めっちゃ PV、お疲れ様、ま。はい。お疲れさん、ま、お疲れさ様、ま。美しかったね。はい。No えー、KP、よかった。パチパチパチ。KP、はい。感動しました。はい。うん。 お茶すいライブ行きますよろしく、うん、お疲れさお茶バカあいさついただきたいな葬式で流します、えー、乾杯です映,画も映像も良かった素晴らしい作品でしたお茶バカあいさつ世界観に引き込まれます、えー、パチパチ、えー、新曲あいさつお茶バカあいさつ KP 静止薬あイザスお疲れさですあい <laughs> さす。いっぱいなんです静止薬あイザスちゃんのこお疲れさま好きあーあいさす PV 素敵です乾杯静止薬すいあ<ー>、はいはい。もう今日はねあの寛言でニコダマなみんなあげてくださいね、はい 今日は、だから今週はちょっとニコ生やんないと思うから。えー、さすがのことです。歌詞好き。あ、まあまあ、歌詞もそうだし。まあまあまあ。うん、もうも、うそこはやっぱね。やっぱ二刀流。ね。二刀流ですよ、まさに。はい。うーん。とっても好きです。お疲れ様大好き。うーん。映像メロディーと歌詞の対比が好きです。かまあまあいろいろ、まあとりあえずあ新とな。お疲れ様大島さん。あ、まあまあ。うん。ああ。 二刀流どころじゃねえよ。そうだよ。お茶バガクアイザースー。PV 最高だって、あらと、あらとねあ。二刀流ー、多彩すぎる。でもこれは別にね、やっぱね、あの、いつもね、昔からね、もうそれこそ15年前とか17年前から見てる人はさ、ね、俺が PV 作ってロックンローダー鳴り止まないからさ、見てきてる人は、ずっと変わんねえじゃん、俺って。お茶バガクライザース。ずっと変わんねえじゃん。 作詞の際はパッと浮かぶんですかいや、作詞は結構悩んでる。いつやっぱ作詞は一番ね、いつもこれは言ってるんだけど、そう、作詞が一番ね、もう結構苦悩してるね。メロディーは結構パッと浮かぶんだけど。そう、メロディーは本当にね、うん、パッと浮かぶ。うん、でもやっぱ詞だね。歌詞はすごい。うん。えー、PV よかった。痩せたね。えー、よ、4分8、8秒。あどこで えー、全部一人で作るのほんとすごい。そうだよ。ネタ切れだよ。だからネタ、これだから歌詞とかネタ切れっていうのはほんとこれ8年前から言ってんじゃん。ニコ生時代から。マジで8年前から言ってるのな、俺リアルに、ね。リアルに8年前から。もう歌詞はもうネタ切れだって。どんだけ雑巾をギューってやっても出てこねえって。ね、アイディアが。それでこんだけ今でもね、こんだけいい歌詞書いてるのね。うーん。いや、今回の曲もね、ものすごいやっぱ歌詞ね、いいよね。 俺もね、いや、さすがのこさんって思うもん。いや、俺、すごいよね。うん。いや、いろいろと、曲、曲もそうだし、曲もそうだし、歌詞もそうだし、映像もそうだし、まあ、そうなんだけど、いろいろと、突き刺さる。まあまあ、それは、お前ら、お前ら別に汚い,のないけど言われても、だって、お前ら、例えばディスられたとしてもさ、何言ってんのお前,お前がバカなんじゃないのってだけだもん、ほんとに。ね、お前がセンスねえだけだろって。 しか思わないな。だって明らかにね、やっぱね、俺はすげえ作品を叩きつけてきたから、ね、新生かまっちゃうんで神。今までもそうだし、これからもそうだと思うよ。うん。えー、天才、天才って。うん。のこさんの世界観が好きです。えー、絞りたってありがたい。死んだらか、ま、葬式でかまっちゃな、あすのこさん、ピノピヨピー、ピノ,ピノキヨピーさんの音楽性や歌詞、映像について語ってほしいです。あいつ天才だよ。 ピピノキオピーは天才だよけど、アドちゃんとなんかコラボしたやつ全然伸びてないんだろ YouTube 再生回数なんか10万回とかでド <laughs> ストレートえ唯一無二の美しい世界だけど共感性がすごい歌詞なのが素晴らしいえこれからも期待しかしてませんいや期待なんかままああし,してくる、まあ、するのはだからいつもいいけどそのファンがね期待するのはいそうなんだけどまあまあとりあえずねまあまあどうなるか最近のことは分からんが真面目な話まあまあただ俺は俺,俺,の俺のことは変わんないよ俺が俺であることは変わんないようん こんばんばはさっ、ね、この先の作品がどんな曲作っていくかとかね。それでも俺が俺のことは変わんねえうん。野呂さんの歌詞は誰も書けない。本当にすごい。えそうなのそうそうなの <laughs> うん。早く流せってな何をね。次の曲はいつやうるせえバカ。噂の8ミリもこうなったんだ感じでしょ。俺、次の曲は出すときは俺が出したいって思ったときで。 俺が俺カラオケ歌いたい次次次次の曲はいつやとかさなんかさゆゆゆゆそれを昔からやついるけどさねそんなだって俺ってめちゃめちゃだって発表してるぜ新曲なあうんんか次の曲マだーみたいにさ言うやつなんかさ昔からあるけどさ意味わかんねえ <laughs> 意味わかんねえしねえやなあほんとにさ頭ぶつけてしねえや <laughs> マジで。何なんだよ。<laughs> 他のバンドとかさ、な、アーティストとか全然さ、あのさ、ね、うん、セカワハビットばっかやってねえで新曲出してって、だから違う、セカワだけじゃないよ。サカナクションもそうだしさ、全まあ他の、まあセカワとかサカナクションだけじゃない。ほね、全然、みんな出してないじゃん。早い人は早いかもしんないけどさ、ね、うーん、ね、こういう天才的な曲をさ、 ね、特にだよ。特にこんな天才奇才的な曲をさ、ね、もうさ、パン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 さ、コンスタン,そうコン,スタントに出す,出すっていうのはさ、なかなかいないぞ、お前、世界的にも。マジで。世界的にも。うん。ザフなんかあんなゴミだろ。うん、This is my day, my generation, talking by my generation って、ね。いや、それ昔はそうかったけど、それもその曲好きだけど。 新曲はサンクラにあげる。あ、あげる、れる。また、機機械であげます。はい。うん。いやー、まあまあ、生きる意味、うるせーな、歌詞、うるせーお前が聞いたまんね生きる意味って嘘も必要なんだって、神歌詞って言うけど。まあまあ、それあれ、ありがとうありがとうな。ありがとうしか言わない、俺。卒業式も自分の中では新曲。こう、まあ、そうだよ、卒業式出,出したばっかだろ。<laughs> その曲だよ。いや、だからさ、俺、新曲どんどんさ、新曲がどんどんさ、やっぱさ、どんどん、新曲どんどんくん。 新曲どんどん組んで俺は。うん、ちょっとまたお,お湯沸かさないと冷めてくかもしれない。新曲どんどん組んだよな。いや、マジ、アルバム、アルバムがさ、<laughs> 次のアルバム、ほんとさ、俺さ、ちょっとさ、何入れよっかなって、やっぱすごくね、いろいろね、リアルタイムで考えてます、まだ。次のアルバム。だって、お前らわかるやつでもさ、わかってる、わかるやつでもさ、今までの曲、もう、 すごい揃ってるじゃん今まででも今回のさあのバトンも含めてあのー、なんだバトンも含めて「プシコの手紙」とか「僕の戦争」もそうだし「僕の戦争」も「グッドナイト流星群」もそうだしあとは「後ろの花火」あとはなんかもうとりあえず <laughs> なんか、ね「カエルの歌」そう「カエルの歌」もそうだし。 うん、あとゴ、ね、ゴメス君とのさ、魔女狩りもそうだし、魔女狩りもそうだし <laughs>、そうだねー、すごいよな、いや、だからちょ、ありすぎるんで、そろそろけど、本当にね、取りかかる、次のアルバムには。アメアピッチャーもそうだね、新曲たくさんあるのになぜベスト出すのえ、それはだってお金欲しいから、うん、ベスト。まあ15周年だから、新生かまっちゃう。だからベストアルバム、タイミングかぶったんだよ。だから、ベストアルバム出てくるからね、なかなかね、 コンセプトアルバム的なのは作ってみたいですかいや、そんなクソ上がりよ。うん。ベンチにそんなクソっていうか、俺、コンセプトアルバムじゃなくて、いつも、いつもだって、ノコさんのた、なんか、その時のベストアルバムみたいなもんだもん。うん、俺、俺のアルバムって昔っから。うん。コンセプトアルバムっていうか、いつもでベストアルバムみたいな感じで。うん。えー、淡々とす,すごいの作っていくよね。いや、それは天才、奇才ですから。 えー、ストッカーまだまだ。グッドナイトリュー y o 1999の夏も入れてほしいです。いや、だからいろいろ言うけど、お前らさ。へっぽこ整形師とか。いや、だから俺はなるべくやっぱね、あのー、いつも言ってんだけど、アルバムっていうのは基本的に14曲がよく,14曲がよくて、14曲。うん。14曲。希望の中小で財産稼いでアルバム曲倍にならないかな。どういうことそんなんなんねや。とりあえず倍,な倍にしない。俺は14曲がいいと思ってる、アルバム。うん。多すぎてもやだ。 うん、俺の趣味で。卒業式は入れる。卒業式は入れるよ。次のアルバム。卒業式入れるよ。えー、前作のベストと被る曲あるって何が、えー、何がベストアルバムベ,ベストアルバムはそう、被る曲あります。オールタイムベストだから。うーん。資金の理由じゃないって何が資金の理由じゃないよ俺。俺はね。だから17曲とかさ。だ,だって、入れようと思うば20曲入れられるよ。<laughs> 入れようと思うば20曲とか入れられるよ。次のアルバム。俺そんなアルバム嫌だよ。うん。 そうだったら別にさ、ちゃんとさ、なんだろうな、世界観とか、アルバムの世界観とか、なんかちょっとね、なんかちゃんと、こう、あるじゃん。うん、そうそうそう。うん、アルバムの世界観とか、なんかそういったものとか、意識してさ、ちゃんといい感じで14曲にまとめたい派だな。20曲なんかバラ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 してさ、ね。うん、俺はそんな感じだけど、だから、俺がこんな感じだから、まあ多分14曲ぐらいなと思うよ。多分ね。 多分ね、再録するってないか、ベストアルバムはね、再録するしません。うん、しません。一曲、しません。ベストアルバム再録、再録、今のところ出てません。はい、出てません。ジャケット楽しめるタイトル系聞ね、それも今、本当にちょっとまだ悩んでる。次のアルバム、タイトル。うん、ジャケ、ジャケアンとタイトルは。これも重要だからね、ちょっとこれもね、日々ね、日々、本当に電 電波張ってんだよ。アンテナ張ってんだよ。でもなんかまだ降りてきてない。うーん。やっぱ必殺のタイトルにしたいからな。うん。えディスペクトって何タイトルも凝ってる。当たり前じゃん。そろそろ休みなさいってなんだよ。早いだろ、バカるてめえ。8時半だぜ、てめえ。なあ。どういうことだよ。ツアー隊めっちゃ良かったもんね。えー、得点当て目、目当てでマイクアルバム。ああ、なるほどね。タイトルか。そう。イラストジャケットが良いな。いや、俺イラストジャケットはむしろ、 これねいつも前から言ってんだけど次のアルバムは今までがやっぱイラストイイイラララストイラスストトトだったから前回がイラストだったから自動カルテとか、うん、イラストでアニメーション MV とか使ったからなんか逆に久々にそう実写でもいいのかなってそう実写とか、うん、またタイトルいいで終わるのなんかなるべく意識したいけどちょっと分かりません、うん実,写うん、実写の写真。 うん、つまんねみたいな写真そう、つまんね。つまんねっていうか、つんでれ。あの、つんでれみたいな写真つんでれ。つんでれ。つんでれみたいな。つ、うんでれって何だったんだろうな、あれな。ジャケット千葉着の照明写真にしようぜ。やだね <laughs>、うん。次は実写。っ、うん、て感じは俺の中ではずっとあるけどね。世界観に合った写真かな。そう。こさんの中にいろんな世界観があって面白い。 すまんねのジャケ好きえ、シンドロームのやつ、あれだ、あれはだからごめんなさい先生じゃん。ねエロ漫画家のごめんなさい先生の。ねごめんなさいよごめんなさいよごめんなさいよあなた、ねごめん食べなさいってね、CM。そうそううごめんなさいよごめんなさいよねふけたなごめんなさいよねてめえだってふけたならこのクソジエ。おい、なバーバーが死んねえけどや。てめえのがてんってふけてならってクおい、バーバー。うん。うん え懐かしい、いつだったか、初めて見た。えー、昔はだってあれした CM だよ。昔の CM。うん。ごめんなさいじゃねえよ、ごめんなさいって言うんだったら、てめえ、初めから言うな、これやられてめえ、おいおい。初めから言うなってめえ、おい。謝るぐらいあったら、初めから言うなってめえ、そう、通せや、通せや、そこは、通せや。ゆうくんの入ってんの実写みたいってことうんと。通せや。うん。ごめんなさいよって懐かしいよ、で CM。うん。 えー、そのパキリ顔じゃけをいき、えー、してほしい。疲れたああああ。すいません、疲れました。目力すごいっすね。え、お風呂場です。今からシシあのお風呂配信します、久々フリキャスで。フリキャスで2ヶ月ぶりぐらいじゃん。うん。かなり久々に何かやります。ちょっとね、大丈夫かな。あ、でもまあいい感じ。おいたい来てる。あっ、あったまってる。今日当たり。今日は当たりだ。うん。年だから疲れるね。何がだよ。てめえのが年だ、ばば。な。 資とか言ってるやつだって多分ね大体ババアだろね俺に対しててめえのが老けてるくせによなブサイクで老けてるくせにさ <laughs> 毎日スリリングやなどういうこといやでも今そうそうそうちゃんと分か,分かれてます当たり当 <laughs> たりだそうでしょ、うん、だって俺なんて30まだ7歳37歳でこれだよピッチピチだようんな見てっかおいうん まだまだピッチピチだぞ、ふけたなって。化粧水何使ってる。だから化粧水はこれ、あれ。水はね、アベンヌウォーターです。アベンヌウォーター。ずっと言ってる、これ。ずっとこれ、アベンヌウォーター。マジマジ。たってこれだけだよ。俺、洗顔使ってない。だから、DHC のさ、マルソープとか、これもうさ、5年前買ったやつずっとやってんだけど、俺、これ使ってないんだよね、DHC。まあ、紫外線あまり浴びてないからだろ、そうだよ。うん、お前らはね、あの外出て、 ね、通勤電車に乗られて学校とか行って、ね、社会に思われて、ね、俺みたいなニートはそうそうそう本当に家にいるから紫外線浴びてないからでそういうことですはいはいねえ面なさいよ、えー、メイクしたらどうするって何がだよ誰がで誰がでメイクしたらどうするのってな何がでえー、っとヘアケアは何ってヘアケアなんかしてねえよリアップも使ってねえやえー、っとこれでえー、と と物がいっぱい片付けたいえ紫外線そうだよ私引っ込もだから綺麗感そうだよ紫外線いや絶対紫外線だってメイクした日のクレイジンかなあちょっとこれとこれこれとこれ持って行きます髭剃りますえー、メイク落としある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 めだからメイクはちょびっとうっすらだけ塗ってるからさ俺さあと最近はさあの日もうだからねあのさ日焼け バスマットやばくないかお前よく気づいたな。それちょっと後で話すわ。俺も思ってた。俺も取り替えようと思った。そろそろバスマット。よく気づいたね。やっぱお前も、お前らも思うぐらいなんだね。<laughs> 初見です最近新生活まします,しますバ,バスマットね。バスマットのこの。俺もそろそろと取り替えといっかなって。うん、カビ。いや、めちゃめちゃカビてる。<laughs> めちゃめちゃカビてる。うん。風呂カビキラーシろカビダンスカビ,カビですよ。カビですよ。やばすぎ。ガラじゃないカビ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 。マジでカビ。 アネッサ使ってやっぱこういったのも使ってるからそう最近は増えてだからそうそう,そうあのメイクメイクポロシうん今変えようって今今,今変えてお前やってねえだろお前そんなかあのなんか家具屋さんとかイオンとか8843分でやってんじゃねえかこんばんはやってんじゃねえかやってるけどあと10分で閉まるわうんまあまあちょっと取り替えようかなってまたこれちょっとさすがにねこれまだいいんだよそうまだこれ うわ表っかわいいんだけど裏っかわがね裏っかわがほんとにねうん裏っかわがほんとにちょっとね何も掃除してないから俺そうそうそう裏っかわがほんとにそう何も掃除してないませんうん <laughs>、うん、日本の政治くらい汚いカビキラーしたらめっちゃ汚いうんまあ何でもいいよ何でもいいようん 汚,く汚いって別にいいじゃんねみんなみんな心は汚いだろうん、みんな心汚いだろうねなんで触ったってうんであこれ持ってじゃあ俺はしょんべんしてしょんべんしてはいあの入りますカビキラーではもう取れなしそう床の泡触るのやって。 お前らさデリカシーすぎるだろなんだっけデリカシーじゃなくておあのデリケートすぎるだろどんだけデリケートなんだよヒゲりは置いといてもカミりリ持ってヒゲ剃りは置いといてもキッチン泡入ったよいよあそうなんだどんだけデリケートなんだよなあキレイ好きすぎるだろう、うん、意味わかんねえうんそんなさキレ好きでさねえ デリケートゾーンって意味わかんねえやうんよそはう,うちのは気になるよねデリはやめんなのこさんの財力ならお掃除屋さん頼んだらお掃除屋さんって何が綺麗な姉ちゃんとかよ来るの俺その知らないカビが奉仕飛ばすらしいよお騎士漬けにしたら気持ちよさそう何何お騎士とか奉仕って綺麗好き何がえー、出す ダスキンメリーメイドさん発狂カビで肺炎になったら歌に影響あるだからねえよあの俺は俺はもう20年前からカビてるんだよずーっと家がリビングだってカビてんだぞお前 <laughs> 20年前からうち湿気やべえからね夏とか湿度80%いくんだようち夏湿度80%いくんだよ <laughs> リ,ビリビングの展示やばいよ、うん だから全然俺カビは全然そう大丈夫そうそれに慣れてるから喉大丈夫そうそういうことそういうこと免疫あんのか80杯やばい除湿しようアマゾン来るメンバー大丈夫知らねえよ、えー、体制でリビングもかな1階とかえそれはうちカビってってうちがカビてってうわうちも喉強強だもんな喉強強ってかお前ら逆にデリケートに行きすぎてて免疫が落ちてるってことやね デリケートに行き過ぎてって免疫が落ちてるんだよ。ね。うん、そういうことでしょ。俺はもうそんなさ、ね。アマゾン昔過失しなって言ったら怒られた。うん、だからやっぱ、免疫がやっぱさ、ね、やっぱそういうのいらないんだよ、俺は。だからこんだけ免疫強くなったんで。弱々なんだな、そうお前らはね。一人暮らしや、えー、じゃなくてカビと暮らしてデリケートゾーンな。さっきかなんてめえ。な、豚のアイデリケートゾーンだもんって。なんデリケートゾーンってないマンコのこと うん、マンコのことお前デリケートゾーンってななんかさっきからよのこさん免疫力強すぎじじいみたいな理屈やな、うん、殺菌された空間にいる好きな人から返事来ないかびてほしいそれお前のこともう好きじゃねえってことだよ諦めろうんチンコもデリケートゾーンえっダジまあまあそうっすけどデリケートゾーンって言われても,もうほんとマン,マンコかチンコかっていう何か、うん、そういうなんかことしか浮かばん うん、えっ、ー、と、いつも思うけど、よく音立つねトイレできるね。いや、まだ正面出てません。あ、その正面俺ピーって出したとしても、でしょ正面がチンコから出,て出たとしても、よく音立てずにって、なるほどね。だって別にそんなん俺、ブシャーって <laughs>、ブシャーってそんなんさ、おしっこまだ出てないよ。ブシャーってやんねん,もん。乳首もデリゲートゾーンじゃない。あ、まあ、乳首はデリゲートゾーンですね、僕。 いや我慢してるとかじゃなくて、あの配信でお前らと話してると出ないんだよ。お前らと配信で話してると、しょんべん出づらいんだよ。これマジで。うん、いや、いつもじゃん。だからお前らとだよ。話してるとコメント、恥ずかしいとかじゃない。恥ずかしいとかあるわけない。だからそういえそう。黙ってってそう、お前らと話してなかったらすぐ出るよ。集中力はコメントに行ってるから。そう,そう,そ,う,そ,うそう、集中しないと。集中力はお前らコメントに行ってるから。話すことに行ってるから。 あ出た出た出たで出た出た出たた今出た今おしっこ出た人の体を排出しながら排泄するようにできていない排泄うんこはしないようんこ配信はしたことないよ本当に今までうんうんこ配信はしたことないですはあ頑張って何が出たのってしょんべんだようんこじゃねえようんこ配信はしたことないよ今の手の振り触れないだからチンコをこうやってやるんだよ 俺、申請保険じゃないよ。何言ってんのお前俺の、俺のチンコ見たことあんだろ、うん。あれ、申請保、OK? 険俺、法廷向,向けてるよ。おいっぱいガーんかそんな、Google 画素検索で出てくるんだろじゃあ、ちょっと入るか。よし、ちょっとで電波が良くなってよかった。電波が良くなってよかった。よーし。よっしゃー。ちょっと入れるか。 クナイプ入れよ。あ、クナイプちょっと、去年誕生日でもらったやつ、ちょっとなくなってきたな。今日シャンプーもするからね。うん、今日シャンプーもする。うん。おじおとシャンプーで。この高級シャンプーで。これも誕生日で去年もらったやつ。うん。今年の誕生日もおじおとシャンプーくれ。シャンプーはもう、てかおじよ、俺さ、今年の誕生日さ、シャンプーくれる人いっぱいいるけどさ、俺マジで、 あの、リンス使わないかんね。そう、これも言いたかった。常々。俺、リンス使わないんだよ。うん、リンス。これ、リンスももらったんだけど、なんか他のシャンプーとか、リンス使わないから、リンスはちょっと、あの、あの、大丈夫です。そう、シャンプーしか使わないから。ゆしゃんは終わったんか。そうだね。ゆしゃんはちょっと。まあ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 、いいじゃねえか。まあ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 、いいじゃねえか。 あなくなったけどこれでこれなくなったまあ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 、まあ、いいじゃねえかおじよと詰め替えよわかんない詰め替えよこれ知らんけど知らねえけどコラフルはいい、うん、コラージュル使ってない俺最近そうもうおじよとこのね高級シャンプーこれだって高級シャンプーなんでしょお前らが言うにジオッとシャンプーって高級シャンプーなんでしょお前らが言うにねえ入浴剤もうないのかないや入浴剤もねそうだねちょっとわからん ま,まあ、ま,ああま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 あああけどまあまあまあかなああけどまあまあまあちょっと減ってるねまあいいや毎回に浴剤入れてるいや入れる時は入れるうん入れる時は入れるええー、まあとりあえずそんな感じですリンスは僕は使わないので覚えてくださいなんだかんだ僕の誕生日もあと2か月後なんでねその時もねものすごいいっぱいねあのまた高価なものがね前回みたいにねあのあ,あの iMac Pro。ねえ、iMac Pro。うん、本当にありがたい。iMac Pro。いや、全部ありがたいっすよ。誕生日プレゼント。ねあの、ね全部ありがたいっすよ。そんなもん。うん、100円のハンカチでも。ねそこらへん、僕ね、あのそんな差別とかありませんから。でも iMac Pro はまじびっくりした。今年何あげようかな。いやいや、全然全然。はい、ありがとうございます。うん。また iMac Pro はいらないよ。 うん、ノートは欲しいけど、うん、ノートは。ノート,ノノートの、うん、最高スペックのやつ、うん、いやだ。ってだって今回のバトンもさ、あれだよ。バトン、バトン、お茶枠、あ、いやお茶枠も嬉しいよ。お茶枠もうれしい、うんマックブ。俺だって、MacPro、去年もらったやつで今回のバトンもさ、作ったんだよ。うん てか、そうだね。発表したのはそうだね。発表したそうっプレゼントってどうやって送るのプレゼントって何かあげたいっていう気持ちがあれば送れますよ。こんばんは。はい、今年送りたいや。ふと客さんお願い。残さん、ガラスでできたペンも持っていますか金 <laughs> 持っていませんが <laughs>。何そのガラスでできた靴みたいなシンデレラみたいな <laughs> え。バレないように現金をね、現金をもらいたいけどね。 ま、うん、まあ、まあなそう、まあ、ちょっと事務所からツイートあるから6月16日誕生日だからその前後にあ,のありますからツイートが事務所からプレゼントどうしようかな MV めっちゃよかったですああ,まあそれまたあとでまた MV そらっしゃってあああありがとうございます,いま,すまたそれまたあとでみんなで見るんでパソコンに切り替えて、えー、ベッドのマットレスとか来たりして、えー、ベッドのマットレスとか来たりしてってお前そんなん家に入んねえよ俺のこの団地によでマットレスで,でかいじゃん絶対入んないでしょ、ね、俺の団地にさ入り口に <laughs> マットレスなんて。プレゼントを考えてます。まあ、まあ、わかんないけど。まあ、それでもね、ありがたいけど。うん、入んのかな。ライブ用の、ライブ用のノートブックもそろそろ買い時なんですよね。そうそうそう,そう、ライブ用の。俺がライステージに使ってるね。そう、ステージで使ってる、そう、あの、パソコンも。そうそうそう。ああ。小さくてああ圧縮されてるマットレス。えー、今日ね、買いだから、えー、全身マッサージ機は、全身マッサージ機は俺が千葉切にあげたやつじゃん。 ね、20万円のなあ,あいつ今でもちゃんと使ってんの千葉ギーマジ使ってろよあいつ本当に20万のあげたの俺あの時モノ君にはなんか50万のあげて美佐子にはなんか、ね、15万円のあげて美顔器、うん、15万か忘れた大きなせサイズ制限、うん、お,ふお風呂の給湯治りましたいや一応なちょっと今日は今日はラッキーでした今日はあったまりましたそうだよ うん、俺だって6年前とか7年前だよね。6年前とか7年前、メンバーに100万円ぐらい、100万のプレゼントあげたんだよ。そう、そう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 ,そう。うん。なんか気が触れたかなんか知んないけど。あの気が触れたっていうか、いきなりなんか聖者の気分になって、そう。いや、そう状態とかだ、いきなり聖者の、いきなりメンバーにね、感謝の気持ちが。 モノくん一番の宝物って言ったもんねあのねメンバーにちなんかねメンバー3人に突然ねこのケチな俺がドケチな俺が <laughs> 感謝の気持ちが芽生えていきなり <laughs> ね何なんだろうねマルク・ポーロとかなんか、ね、ガンジーとかわかんないけどねフセインとかが乗り移ったんかなわかんないけどね死んだあいつらが乗り移ったかどうか知んないんだけどなんかいきなり聖者になっちゃってね そうだから、俺はなんかそう,そうそうそう、大雪降りそう、うん、もうん本当そうだよ、だってメンバーみんなびっくりしたもん、えーって、で、ね、千葉銀とか特にさ、ね言葉ではあいつ言なかったけど、絶対あの顔、顔がもうさ、ね、ケチな、のこさんも、なんで、なんで <laughs>、うん、そんなこと言わなかったけど、顔がそうだったもん。<laughs> いや、でもまあまあなんか、いやでもまあ実際やっぱね、いや、それ言った時はあっていいと思う。だって、でもやっぱそれはさ、うん。そう、過去にそう、俺で言った過去に戻れるならその時の自分に冷静になれて、そう言いに行きたいって,ってそうそう、前の配信で言ったじゃん。それはそうそうだね。<laughs> そう。過去に戻れるんだったらその時の俺に、<laughs> おい、ちょっと大島、冷静になれよって。お前ちょっとなんか、なんかそ、ちょっとなんかすごい、ね、落ち着けよって、ね。 どうしたんだよって <laughs>。うん。いきなりなんか、不正が乗り移ってっかなんか知んねえけど、なんか、いきなり聖女になりやがってよって。まあ、不正は別に聖女じゃねえけど。うん。まあまあ、でもまあ、実際やっぱ、いいじゃん。だってメンバーにはだってさ、俺はさ、感謝してるしさ。ねやっぱそれはそうじゃん。お世話になってるし、メンバーには。お世話マジでお世話になってるし、全然そういう時あっていいじゃん。うん。<laughs> うん、そうそうそう。うん、嬉しかった。それはそうでしょ。嬉しかったでしょう。 みんな大事に使ってますよ。千葉銀だって使ってるっしょ美佐子さんとかだって。あー。てか、風呂配信いいメンバーですよね。素敵たまには。一生のうちこういう時があっても15周年もなんかあげるか。何が今じゃ今はそんな聖者な気分じゃないから。まあそんなことないけど。まあまあ、なんかけど、まあ誕生日プレゼントあげてんじゃんいいの。モノくんもいつも運転,運転ありがとう。お雪で。 言うね、い,いね。ミサコさん。だって去年だってミサコさんだったらディズニーランド行ってさ、ね。いっぱい俺ら3人金使ったしさ、ね。ディズニーランド行ってさ、ミッキーの真似したりとかさ、プーさんの真似したりとかさ、ね。あの、プーさんのハーニーハンと並んでる時に俺プーさんの真似したりとか、ミサコのためにさ、ね。そんなことしたりとかさ、ね。モノ君にはさ、エアポッツプロ、ね。あげたし、ゆうのすけにはさ、 ねえゆうのすけにはなんか、でっきやんましたしさ。なんかじゃ、でっきやんまじゃねえのか。あの2万、2万円ぐらいの、あの、マッサージ器あげたんで、あいつ腰、腰悪いから。そう、2万円ぐらいのマッサージ器あげたんだよあいつに。うん、でっきやんまじゃねえ。そうそう、ゆうのすけには、そうそうそう。うん。そうだよ。うん。結構するのかね。うん。そう、ゆうのすけヘルニ、ヘルニア持ちだから、あいつ。ヘルニア持ちだから、あいつ。うん。 優しいお兄さんしてる。いや、お兄さんじゃねえバカら。うん。ゆうのすけ、ゆうのすけなんか、あ、あ、あいつの方が兄貴だから。あいつのは貫禄あるから。若いのにねって俺の方が若いよ。うん。あいつの方がね、あの、貫禄ありますよ。ゆ、ゆうって最近、あの、ツイキャスやったの知ってるあ、さりげなくね、ゆうはね、僕の僕が許可出して、俺が許可出して、あの、ゆうのすけの、あの、ゆうのすけに配信していいよって。そうそうそう。俺が許可出して。 そうそうそうえ。俺がそう、俺が5歳だして、うん。俺があいつのことを束縛してるから、うん。配信に関しては束縛してるから。でもともとそう、切ったよ俺もだから。うん、あそうそう、待って。俺もさ、切ったよ。あいつがプラモデル。野呂さん、野呂さん、僕はえっとコメントを読むのが野呂さんみたいな天才とは違うので、あのディギン、コメント読みながら、 で全無理だと思うんでずっとプ,ロプラモデル作ってようかと思いますってそれは前々から聞いててそれで俺もねそうそうそう俺も見たらだからさっきからだけどで俺もちょっとさすがにやっぱ初めての配信だからあのー、まあつけて途中からつけてコメント読まれなかっただから言うわだからその、まあ、とりあえずまあまあそ,そのねあのー、そうあのね僕途中からつけて そう途中からつけてあの、あいつの配信見た,見たんよ見てあのゆうのすけの配信見てうんとったんであのー、リアルにあ26秒ぐらいで、あのー、消したうんリアルに26秒ぐらい消したなんかえっとね無言で無言でなんかあのなんかプラモデル作っててうんまあそれを前々前前から聞いてたとはいえ うん、なんか、うん <laughs> まあまあうん、まあまあ、まあまあ、こんなもんかって、こんなもんかじゃなくて、こんなもん、いや、でも俺はね、ゆうのすけはそれでいいんだよ。ゆうのすけは。それでいいんだよ。うん、本当に26秒。なんかまあまあ、ちょっと持ってるかも。40秒ぐらいで言ったかも。まあまあ、40秒ぐらい。四、う、十、んまあ、マジで40秒ぐらいで。<laughs> もういいやと思って。そうそうそう。うん。うん。でもまあ、ゆうはそれでいいんだよ。 まったりして。うん。いや、あいつ、あいつで。ね。うん。調子乗らない感じでさ。ね。あいつが、だから前も言ったじゃん。ね。今からなんか、気違い、気違い相対師やりますとか、ね。あのー、なんかめちゃめちゃ喋る。俺みたいにこうやってめちゃめちゃ喋るみたいなさ。俺よりも面白トークしたら俺が嫉妬するしさ。ね。だから、ユウはあれでいいんだよ。うん、o u はあれでいいの。面白トークできるようになったら俺嫉妬するもん、あいつに。 うん。嫉妬しちゃうもん、俺。うん。あいつのこと。そう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 。そう、だから、それは絶対あいつな、ねな、ないと思うし、ないと思うし、そこら辺、ゆうのすけもさ、そうそうそう、ちゃんとね、あの、分かってると思う。いろいろ、バランスってやつ。バランスってやつを。うん、ゆうのすけも、分かってると、バランスってやつを。うん。うん。えー、キャラかぶる。なんで俺とキャラかぶるんだよ。あ、でも俺も、だそうだね。 でも、ゆうのす、もともとだって俺はあんな感じだもん。油断はあかんって。だから油断は別にしてないけど。だからそういう時があったら、俺はあいつ、まあ、おい、ふざけんなよって。ちょっと、お前、ちょっと、俺とキャラ被ってんじゃねえかって。なあ。うん。ちょっと、お前、ちょっと、配信者、引退配信しろ次はって言うかもしれない。うん。そう、静かだから、静かでよかったから、だから絶対そんなことないって、ゆうのすけは。まったりすぎて、寝、寝、ねねね、寝落ち、おったけどよかった。 えー、バラス大事。中性的な感じが似てるよね。良い。えまあ中性的な感じっていうか、まあ,まあバンドマン、典型的なバンドマンだからね。陰キャバンドマン。俺と言うわみんな違うスタイルだよ、ね。キャラ被ってて怒られるって何が俺そういう人間じゃん。うん。俺ってそういう人間なことをお前ら知ってんだろ。キャラ被ってたらおおお怒るとか。俺ってそう、だって器狭いじゃん、そこ。<laughs> 俺めちゃめちゃ器狭いのそこは。 ね、なんか嫉妬する時だって、ゆうの好きにも今まで何回か嫉妬してんじゃん。うん、嫉妬してさ、ね、あいつに行ったこともあるよ。うん。そうそうそう。うん。だから、嫉妬も嫉妬で俺はうわーってなったら多分もう首にすると思う、あいつ。うん。首にすると思う。野がにいったらすぐ解散してよ。うん。まあそうだね。えー、髪型とかな。フロントマンやな。そうだよ。だって俺が主人公だぞ。素直なの子に、ね。ね。 ハクサマーって言われた時とかねってね。いや別にそれはまだいいけど。<laughs> 大きい器はちっちゃい器持はってそうですね。僕基本的にはやっぱち,ちっちゃいちっちゃい人間ですよ。はい。それもノコさんの可愛いところですね。まあ可愛いかどうかは知んないけど、ちっちゃい人間でそこらへん認めるよ。うん。こんばんは。うん。言う <laughs> に嫉妬するときはどんなときいや今はだから別に嫉妬するっていうのはないけどね。今は。全然全然。うん。うん。 のこさんはそんなに力持ってるの当たり前じゃん。だって俺は神だよ。俺神様だよ。うん、この神聖カマちゃャにおいて。パイアトミュージック含めて。事務所含めて俺が神だからね。うん。神の存在だからね。俺が言えなく事務所もねえし。うん。まあ、これガチだからな。えー、っと、のこさんには誰も叶なわないよってそうだよ。だって俺がやりたい放題やる事務所だもん。うん、パイアトミュージック。俺がやりたい放題にやる場所だもん、ここ。 それだったら別にさ、他のメンバーでもスタッフでもさ、ね、俺なんだかんだ言ってくるんだったらさ、他のメンバーとかもそうだよ。お前でバンド組めや。ね、お前でバンド組んでお前がやれよ。って話じゃん。ね、これ俺が、俺が始めた物語なんだよ。ね。うん、実際そうじゃん。<laughs> いつか優が残さんをいじってるのを見てみたい。あ、全然それは大丈夫っす。うん 言うさま、それだから言ったね、正解。じゃ,じゃないえ別に、それで別に何言われてもいい俺は。うん。そこ今の発言で、お前らに。何言われてもいい俺は。うん。そんな知ったことじゃねえし、お前ら何言われようが。うん。えー、エレン、そんなノコさん好きですって。まああかんねん。好きなの。<laughs> こんなセブちっちゃい俺。<laughs> まあ何でもいいけど。うん。神だね。まあ神、神まで言わないけど。ノコさありきだなのはそうです。 作詞作曲からクリエそうだよ、だったうん、てれちゃう、そういうところは可愛いのではそう、あの。妖精みたいだから好き。はい。えー、そう言いつつ気遣いが、まあまあそうだよ。俺そう言いつつの気遣いだってしてるんだから、めちゃくちゃ。そうだよ。うん。なんか色的に海に潜ってるみたい。ね。すごい綺麗で。ね。団地の風呂とは思えない。うん。いや、気遣いはし,てしてるよ。してるしてる。 それはだって大切なメンバーだもん。うん。大切なメンバーだからそれは当然気遣いもするよ。<laughs> 当たり前じゃん。一緒にやっていきたいんだから。ねえ。ねえ。一緒にやっていきたいんだったらそれは気遣いだってそんなのするに決まってんじゃん。あ、う、あ、ん、そんなもんさ。なのこさんがおすすめする他のミュージシャンのボカロ曲を教えてください。えいっぱいありすぎて今出てこない。 他のバンドとかなんかいねえのかお前ら、最近。なあ、他のボッカロ曲だけじゃなくて。若手のバンドで、なあ若手のバンドで、残す立場大変だろうなって。いやいや、別に大変って言うけど、まあ、なんか、楽しいよ。まあ、いや、とりあえず、素晴らしい。あの、他の、他のバンドでか、なんか、あ、ブランデー選挙いいよね、対番ね。それも後で話すわ。ブランデー選挙。ブランデー選挙曲,曲,よ,曲よかった。俺も今回で初めて知ったんだけど えー、バウンディーとマカオに鉛筆、若手じゃねえだろ、こいつらや。もう腐ってんだろ、腐って、腐ってんじゃねえもう中堅だろ。中堅だろ、バウンディーとか。えー、知らない。ブリーチだ黒い、あ、クリーってね、黒いもね、黒いさんもね、えー、手で、千葉って、えー、知らない。羊文学も若手じゃねえだろ。えー、最近、だから2位、うん、まあブランド、本、若手で分かって、ベイキャン、ルサンチマヨガタ、2位嬉しかった、アマザラシが、 ええ曲、バウンディ若手じゃねえ、あんなん、もう中堅だろ。え、うん、神戸のライブ行かれたね。ええー、と、のこさん、大崎世界観とか好きであいつ。うん、あいつ別に嫌いじゃないよ。うん、ブラセン、ね、良かったっしょ。ひどい。ピープルワン、あ、ピープルワンよね。2位もいいよね。そう、ピープルワンもね、チェーンソーマンの曲良かった。若手じゃないんだ。スキャンダル、螺旋っていうバンド良かった。それ、だからリング螺旋のあれ、ホライアでしょ。マハラージャン、<laughs> マハラージャン好きって、それカレーピープルワン。 うん、ブランデー戦記、いや、気になるって、だから曲発表、あいつら出してるけど、曲、一曲良かったっすよ、ブランデー戦記、マジで。よかったよかった、ブランデー戦記。えー、神戸で対話しますけど、東京、天国旅行よかったです。えっと、ヤングスキュニー結構好き。ノコさん、何が好きですかあれ俺は、うなちゃんマンも好きかな、あっそう、えー。静岡ライブ行きます。芝田、来きません。ありがとうございます。神戸。 若手のバンドだから、でもまあ、最近だから去年からやっぱそういう話するけど、うん、まあ、会員限定でも言ってるけど、若手のバンドで俺が好きっていうか、あの、衝撃受けた、うん、やっぱ俺ってハードル高いから、バンドは、バンドとか、 最近のね。まあ、あ若手じゃなくても、若手じゃなくてもいいや。あの、きょ、小直起きるバンドいた,いたよ、いたよ。うん。去年、去年、去年、去年で言えば、うん、去年で言えば、あのー、なんだろう、えー、っとね、日本だと、あのー、でも俺これ最近も、あ、最近ってうか、もう去年から、これも去年から言ってる俺。うん、モレルで。うん。 モレルああ。モレルだねああ。衝撃受けたバンド。ああモレル、うん。モレルです。や,やっぱも去年あの、モレル、まあ、モレルっていうバンドがいるんだけど、全然売れ,、まあ、売れてないんだけど、モレルってバンドがいて、まあ、ね、寝前からモレルってバンド、お前ら知ったやついないのモレル。なんか知ったやつい、なんか俺このツイキャスで話題出すときなんかさ、お前ら知ったやつなんか、2、3人ぐらいなんかコメントでたまに来るけど。うん しゃないのモレル。まあモレルモレル、モレルは、とりあえず、俺、去年の、でもね去、最近のアルバムでだから衝撃を受けたのは、まあ、モレル、ジシさんもそうだけど、まあ、去年、モレルが、ね、あのえ、モレルは過剰かまってちゃう。<laughs> 過剰かまってちゃうってどういう意味 <laughs> まあまあ、なんか言わんとしてることはなんか分かんないけど、まあまあいいや、うん、そう、山田花子、え、知ってんじゃん知ってんじゃん、山田花子、そう。 そうモレルが、あの、山田花子っていうね、アルバム出したんですよ。うん、去年。あれ、ちょ去年出したのそれがね、やっぱ、すごかったね。普通に。うん。そう、山田花子ってタイトルのアルバム、モレルが出して。そうそうそう。その前からモレル知ったんだけど、そう。だからモレル、山田花子っていうアルバム出して、もう、すごい、やっぱ、なんだろうね。なんて言えばいいのかな、モレル。 あのー、現代のロック、本当に現代のね、現代のロックバンドって感じ。まさに。前の子さん話した気がする。俺だからたまに話してんじゃん、モレル。あのさ、現代のロックバンドって感じだよね。もう、これモレル知ってるやつはわ,わ,わかんない。ね、何人かいたろ今コメントでも。モレルってやっぱ現代のほ、ほん、ほの意味でロックバンド。本当の意味でだよ。本当の意味でロックスピリットを俺は感じるの。モレル。 うん。だからそれってロックスピリットを感じるっていうのはさ、俺にとってロックってのはハードルクソ高えんだよ。ロックって。ハードルクソ高えの。だから世の中巷の奴らがさ、ね、俺はロックバンドだとか言ってるバンドいっぱいあるけどよ、何がだよって。ね、思う奴なんかいっぱいあるわけだよ。ロックってのは俺にとってハードル高いの。うん。やっぱその、やっぱそれでも俺は漏れる。やっぱね、あのね、そうそうそう、ロックスピリット感じたね。うん。うん、感じたし、 うーんなんか、すごい、なんか、うん、なんかやっぱ、なんだろうね、あんまり他のバンドと、他のバンドとなんかね、比べるのはちょっと失礼だと思うんだけど、うん、他のバンドと比べるのは失礼だと思うんだけど、なんかやっぱ、俺たちもけど逆に言われたから、なんか、セックスピストルズとかさ、 ニルバーナの再来みたいな俺たちも言われたんだけど、そう、そういうかん、なんかそんぐらいのなんかパンクスピリット。ロックスピリット。まあ俺はパンクっていうのをロックスピリットってその時言うんだけど、ロックスピリット。だから、やっぱモレルもね、やっぱね、モレルが売れ,売れたら革命だよ。それこそ。それぐらいの。モレルが売れることがあったら、<laughs> 革命だよ。うん、革命だよな。 うん、いやーそこは本当にいやけどモレルは本当音作りがすごい,ないやどどだからどんな曲が好きですかとかあるけど俺何より音やっぱ、うん、サウンドメイキング、うん、歌詞も好きあと歌詞も好き、うん、歌詞も好きだしそうサウンドメイキングもねやっぱすごいノイズバーなんだけど。 うん聞,ね、聞いたことある人分かる。ノイズバーなんだけど、ノイズバーなんだけど、激しいでしょ、ノイズバーなんだけど、メロディーがあるんだよ。でもちゃんと、メロディーとか、そう、メロディーとか、そう、あなんか、なんだろうな、色なんか、うん。うん、いやほん、なんか、そうなんだけど、メロディーとかあったりとか、とりあえず分かんないけど、僕は、まあ、なんか、現代的な、なんか、現代のロ,、まあ、ロックバンドって。 そうだから漏れるあとバンドでやってるってのがね、うん、またい,いバンドで、うん、バンドっていうなんかそうそうそうバンドっていう、うん、まあでもだからバンドで言えば漏れるかなうんだから去年は山田花子っていうねアルバム出したんですけどそれもまあ iTunes とかで聴けるよ、うん、よかったっすなんてかよかったっていうか、うん、ちょっと俺が俺が10代の頃だったら うん嫉妬したね。まあ別に、まあ今でも嫉妬しないとかないんだけど、ただ10代の頃だったら本当に、うん、10代の頃を聞いたらうん、結構嫉妬したかもしれない。嫉妬したと思う、絶対。漏れるわ。うん。対番したらすごそうだ。やだよ、対番なんかしたくねえよ、怖えよ。うん。対番したら多分ぶん殴られんじゃない <laughs> 楽屋襲撃とかされんじゃない <laughs> 服屋にあの火炎放射器とかやら,れや,らやられそうじゃない <laughs> まあそんなあのいやぶっちゃけ曲聞けばわかるんだけどねうんものすごいあの曲聞けばさ大体またちょっとその人なりわかるじゃん歌詞とか見て、うん、別にそんなやつらじゃないってこともねそこまでねわ、ね、かんないけどさ 俺別に会ったこともないしさ YouTube でしかライブ見た,見たことないんで YouTube でしかうーんまあまあまあとりあえずけどまあまあ対バンとかそんなもんはね置いといてでもまあとりあえず本当に若手でやっぱ本当の意味でロックバ,ロックロックバンドっていうの感じは漏れるのだね最近だとうん,なんでお俺は、えー、っとあとは去年あの僕が素晴らしいんか衝撃受けた もう素晴らしいっていいいい、ねいい、いいバンドとか素晴らしいとか、そんなんいっぱいあるよ。でも、将棋を受けたっていうレベルは、アークティック・モンキーズ。アークティック・モンキーズだね。で、漏れる音、ノイズ、ね、ノイズサウンドメイキングすごいでしょ。アークティック・モンキーズの新婦。うん。アークティック・モンキーズのね、あこれは知ってる悪魔の新婦知ってるこっちの方がまだ、ね、メジャーだから、ね、知ってるやつ知ってるでしょ。悪魔の新婦。 俺、アークティックモンキーズって昔から好きなんだよ。うん、昔から好きなの、アークティックモンキーズ。そう、ザカー、車、こっちもタイトルすごいよね。ザカー、車っていうタイトル、アルバムを出したんですよ。アークティックモンキーズが。車、ザカーって。ジャケットも、ただ車がいるだけ、ジャケットも、アルバムジャケットも、ただ車がいるだけ。そう。そうそうそう。 車がいるだけ。うん。いや、それもね、ぶっちゃけ座ったね。えキングヌがパクってたって。まあ、い,いや、あの、そう、それもね、あのー、まあ、まあ、アルバムタイトルとかもそうなんだけど、あの、まあ、アクティックモンキーズのさ、そのザカー、車車も、車をちょっと聞いたわけよ。あの、聞いてさ、一曲も好きなのなかった。<laughs> 一曲も好きなのなかった。えあんな創業、あ、小さいホールとか日本ツアーもあったんだけど、あ、え何かそうなの、昔。うん。いや、そっちの意味でしょ。ちゃ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 そっちの意味で賞ょ。受けたんじゃなくて、そう、聞いた人な、聞いた人ならわかると思うけど、そう、めちゃめちゃ渋い。すごいよね。もう本当にアークティックモンキーズって昔あったらさ、もうさ、ね、あのさ、 ね、ガンチャ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 ンって典型的なロックバンドみたいなさストレートなロック,ロックサウンドで昔あったけどさ、ね、今もうさなんだろう,もう自分のやりたいことやってるようなそそそうそうそう自分のやり,やりそうブライアン・ストームとかですよ、うんそううん、ノエルの新曲がいいあそうなんだ聞いてないそれ、うんまあ、とりあえずそう昔は、ね、ブライアン・ストームとかブライアン・ストームそんな好きじゃねえんだけどね。俺まあ、とりあえずそう 落ち着いた曲調で、いや、聞けばわかるよ。ザカー。車。お前ら聞けばわかる。あれがやりたかったら知らねえよなん、ま、もう。ん。知らねえよ、俺、悪者じゃねえんだから。悪者は過大評価いや、てめえが生まれたことのは過大評価だよ。ね。お前の親は多分お前が生まれた時です、可愛い,いこの子とか。ね。お前のは過大評価だよ。うん。ゴミだろ。<laughs> まあ、それは、それは置いといて。ね。あの、あもう、もう、もう肩肘、えもう肩張らずに作りたいもの作ったって感じか。<laughs> はい。えー、渋いのか。いや、でもね、一曲も好きではなかったんだけど、俺は、ちょっと醤油食うてた。あの、しょうて食た。またファン減ったいや、むしろ好きになったら OK。えー、びっくりしたけど私は好き。そうそうそう、俺もびっくりしたけど、そう好き。 一曲も好きではなかったんだけどその悪問のそのスタンス姿勢いやあれは本当にねもう完全にやりたいことやってんなってのも伝わるしただやっぱそれでそれについても進化してるってのもね思ったしいや俺はねちょっとねすごいっすうんそうそうそう悪問の解説少し見て a m のそうだったここで方向性変えるはすげえないや方向性変えるってうかやりたいことやりたかっ、まあ、分かんないけどまあまあ知らんけど まあ、とりあえず、俺は、うん。悪くなかったよ、別に曲も。一曲も好きではなかったって言うけど、別にそんな、うん、悪い曲があったわけじゃないし。うん。悪い曲があったわけじゃないし。アルバムとしてはすごいいいアルバムあったよ。車。うん。姿勢に感じあるとこあったのね。そういう衝撃。うん。I bet you look, だからそれそ、れは好きだよ、俺も。うん。でももう、あの時、あの時のね、微塵も欠片もない。うん。なるほど、そう。 ダんだっき。なんか、ほのぼの、ぼ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 のぼのしてるぼのぼのって何てて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 て、しまっちゃおうじゃな。ほのぼのだろ。ちゃんと打てや。聞いてみたら穏やかだった。今、そうそう、大人な感じだでしょうん。モレルと悪モン、初めて名前知った。いや、悪モンの方は知ってんでしょ嘘でしょ悪、アクティック、モレルはまだわかるけど。アクティックモンケース初めて知ったって人もいるんだ。マジか。へぇー。 えー、っての僕けどあロックンロールリバイバルで、ね、2000, 2000年の頃あったねあストロークスをは、ね、じめとしてさ、ね、初コメです、えー、マッパースピー,ーバックナンバーザッカーよかっただからさ僕さ悪夢をしらなかった僕はとりあえず2000年の頃にさロックンロールリバイバルあってストロークスとかさいろいろ出てきた時にさ、ね、ストロークスとかザ・ハイブスとかいろいろ出てきたじゃん、ね、ガレージロックリバイバルとかそういうのねうん 俺はそんな中でやっぱストロークスはマジクソだと思ってて、ね。ストロークスがなんか一番売れてるみたいな感じだったけど、ストロークスは一番クソだと思ってて、今一番ってか、ストロークスクソだったから実際。俺ライブ行ったけど、ライブも行ったけどさ、ライブもクソだって。ライブもクソだった。今はわかんねえけど。俺がロックンローリバイバルで、そう、リバ、あ、俺が好きなのは、そう、リバティーンズ、リバティーンズとアー,アークティックモンキーズ。 うん、で、一番好きなのが、いや、ジェットとかクソでしょ、あんな <laughs> ジェットとかクソでしょ。ね、あれもなんか持ってはやされてるけどさ、ジェットとか。俺、あれ好きじゃなかった。うん。いや、バインズも全然。バインズも全然。うん。だから俺は、一番好きなのが、あの、フランスフェルディナンド。うん、フランスフェルディナンド。フランスフェルディナンドが一番好きだね。やっぱ、あれ、あと天才。あれ、天才フ。フランスは。 うん、リバティーンズとかアークティック・モンキーズとかも全然いいんだけど、そう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 ,そう。やっぱフランツは天才だ、あれ、うん。今でもたまに聞くよ、俺。フランツ・フェルディナンド。今でもたまに聞くよ。うん、いやフランツ・フェルディナンドのフォーリーって曲はマジ天才あんだよね。うん、フォーリーって曲があんだけど。そうなんだな。超好きそう。うんうん、フォーリーって曲。うん フォーリュウラビュウビディビディバババーエドデデデデデデデ聞いてみていやマジでねフランスはマジ、うん、天才、うん、まあフランスはもういい曲いっぱいあるまあ俺はね俺は本当そううん。洋楽聴くとき、歌詞の内容気にするあ、うん？歌詞あんまだな洋楽の時はうん。メモっとく最近曲出してないあ、フランスねこんばんはええ声今日メモすること多い take me out は take, take me out, take me out ってないつの曲だよ、うん、あそうです。ね、今のはあの、ふざけました。え、ザ、ザ、ザ、なんだっけそれ、ディス、ディスなんかそれもフランスだっけじゃあ、あれフランスの take me out っしょ、うん、フランスの take me out ってあれっしょ オこれだっけこれだよねあの曲あんま好きじゃないんだよね一番なんかバズってんじゃん。この曲が。フランス・フレディナンド。俺この曲あんま好きじゃない。うん、えーっと、配信終わったらフランス・フォーリー。あまあまあ。うん。あとでも流していいっすよ。えー、いや、フランス・フレディナンド。そう。あとでも流していいっすよ。ね。 あとでどうせバトンとかパソコンに切り替えて流すサイバーパンクの曲って何作ってたえどういうことゲームのへぇー。うん。まあお前らちょっとね、あのね、あの、うん、モレル聞いてみたすかも対番して、お前がしろよ。やだよ。うん。俺は陰ながら応援してんだよ。のこさんめちゃ色ろしてすごいな。えいやだって俺音楽好きだもん。当たり前じゃん。 どうって別にそら若手の音楽とかチェキるよネ、ね、ネットとかでもさインターネットとかでも若手でもチェキりますよ、うん、チェキりますよ、うん、おめちゃめちゃいろいろ知ってるなってアンテナ張ってますよそこにもまあお前らからおっしゃることもあるけどねうんお前らからねキングヌーとかもお前らからおっしゃったもんキングヌーとかねバウンディバウ,バウンディもさっきあっ違う違う早く,早く今クジャンかじゃあなんかお湯が冷めてきた どこでどうやって情報を仕入れてるんですかって何かネットとかでネットとかうんラップとか YouTube とかサウンドクラウドとかラップでも聞くよ全然ラップとかも聞くよだから折り紙とか好きだ俺うんラップ古い <laughs> まあ古いって言ったら今でも活動してますけど折り紙シビット、うん、折り紙超大好き俺、うん、シビットさ、うん、折り紙昔から好き折り紙折り紙折り紙もだってめっちゃ昔から、ね、活動してるじゃん折り紙 うん、懐かしいって言うけどやっぱ折りって天才じゃんあれ、ね、シビットシビ,シビットってマジ天才だよなあれ、うん、私もお風呂に入ってこようかなああこの洋楽の話して、ね、ちょっとつまんなくなってきたから、ね、あのお前ら洋楽とか音楽の話すると全くついてこれないやつがいるからさ、ね、いいよお風呂入ってきてはい えー、青春ポテトフライは、それツイキャスのなんかやつだ <laughs> えー、私も古いけど、えー、人面ウサギですけど、知らない。何知らない。知らウサ怖っ。何それ怖、うん。かっこいいけど、つまんなくないけどって、じゃあ見てろよ。うん、もうお風呂入った。普段お風呂入りながら、じゃあ見ろよ。バートバカラックよかった。バートバカラックなんかもう、だから伝説じゃん。当たり名じゃろ、うん。ピアリストリピアリーピアピ、ピアリストックスってね。 えー、何クリクス、クリ、クリトリックス杉ぎむさしかな知ってあの、何初期のヤングゼットンすかかまちゃん聞いてシャグレディップアップに流れてくるようになった。うん、まあまあそんな感じだもんな。えー、じゃ、じゃ、何ジャロ、えー。ジメウサナッツジ,ジメ、あ、ジメウサギって知らんねえ。俺ちょっと知りません、すみません。当たり名ジャロ。何知らないな。当たり名ジャロって何当たり名ジャロっていうなんか極眼の。ジメウサギの。 方角だけどカステラ知ってる知ってる。お前だからお前47歳なんだろ、お前は。うん。カステラ世代だろ、お前は。うん。カステラ知ってるよ。うん。あれです、あれししあ、トモフスキーです、トモフスキー。2位知ってる、うるせえ。えー、音楽多すぎては分からんから、えー、イカルスライファースト好きあイカルスライファース俺は俺もあんま知らない人知んない。うん。さっきのお子さん自分でジャロ言ってたんだ <laughs> ジャロって言うだろ、こんな年だと思う。俺だって40だぞ。なんとかジャロって。 ね、そろそろちょっとあのなんか、米でも食べ、ね、コメント、この,この,このコメントもこ米でも食べたいじゃんって。今日ちょっとおじおとシャンプーする日ですー。じゃあちょっとね、シャンプーからするね。シャンプーしますあーん。 ちょっと、お前らだから分かんない、ディ・ザ・ドラムスとか、俺はちょっと聞いたことあるかもしんないけど、それ、バンド名。うん。俺は別にそんな、やっぱお前らからおっしゃること多いかんね。うん。ああ黒いんだ。えあ高級シャンプー。え、これって高級シャンプーなんでしょめっちゃ高いんでしょなんか結構配信で聞くんだけど、のこさん、高級シャンプー使ってるねって。あ、高すぎあそうなんだ。いくらぐらいすんのこれ。めっちゃすんのお前ら誕生日でよこせよ。 うん、そんな高いんだったらうん炭じゃねえようん誕生日でくれようんそんな高いんだちょっと俺と調べたことないうん、うん、親父に分けてやれシャンー屋さん始めるのうんスーパーでは見たことないからきっと高い俺もスーパーでは見たことない私は姿勢変わっちゃってバンドが世界一好きあるとね いっぱい着すぎたら困らん。まあ、いっぱい着すぎてもね。だからお前らちゃんと話し合っといて。私にくれ、ワンプッシュ。のこさん、シャンプーうまいね。うまいね。嘘でしょ。下手くそって俺言われてきてんだけど。うまいとか言われたことないな。コラフル。いや、コラフル最近使ってない。逆にコラフル。メイクは落とさないの。あ、闇メイクね。闇メイクも確かに落とさないとな。えー、通算9枚目のアルバムしか出してない。ビョウくん。ね、先輩。 来日中です。おい、ピョーク。な、俺よりもさ、大先輩でさ、な、新生かまっちゃんよりもさ、ね、30年、ね、30年も多くさ、活動してるくせにさ、通算9枚しかアルバム出してない。どういうことだってめえ。おい、ピョークよ。おい、30年もさ、先輩のお前が。なあ、新生かまっちゃん10、10枚出してんだぞ。どういうことだよ。なあ、なあ、 芸歴30二20年、30年先輩のさ、あんたが、9枚しかアルバム出してない。でもだよ。新生館長10枚10、10枚出してんだぞ、お前。もう。おら、このね、15年の活動かこれ、15、うん。宝学はアルバム出しすぎそうなビョークそうなのか。今日、僕、ビョークな、あ、行ってきたんだ。えー、ビョークなら高いっしょ、ね、5万円とかで。うん、そう、15年で10枚。ビョーク見てきた。えー、お前ら結構ビョーク、 好きだね俺もね最近は聞いてないけどそう昔聞いた10代の頃病気聞いたハイパーバラットとかねハイパーバラットとかねあ何分かんないあるかってそうなんだ爆竹のとああああいいな1万8000たっかまあでもそんなもんだよね今安いじゃん、うん、1万8000なら病気だからハイパーバラットとかね、really、we know、that. 今だハッピーやらのウィニャ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 ウィーミロニャ懐かしいなハイパーバラットいや好きだった俺全然好きじゃなかったようん当時から好きじゃなかった10代の頃から何この曲ってまあ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 いいぐらいだなって思ってなんでこんなにな世界的になんかさなんかもてはされてんのこの曲って思って俺はそんないいかハイパーバラット うん。ダンサー依ンダークし見てない、うん。なんかあれ、なんか首が切断されたりするんでしょ、最後、ビョークの。うん。えっ、ー、と、ビョークは歌声、個性、うん、歌はめっちゃね、うまいよね。歌はめちゃめちゃすごいよね。うん。そのシャンプーと同じくらいで、え、そんな高いの ?1 万8000円って。嘘でしょえ、嘘でしょこれ。1万8000すんのマジで嘘だろさすがに。 え、マジっておじオットシャンプー。そのくらいする。あ、本当にマジでじゃちょっとよろしくわ。よろしくわ。よろしくわ。でかいもん。何がそんなおたがでかいもん。よろしくわ。誕生日で。うん。いや、このサイズだったらた、ことか。このサイズで、ね、何入ってんだろう。ワカメとか入ってんでしょ。あの このサイズだったらけど1年、1年でいいもう俺も言ったら1年経ったんだけど全然使い切ってないからね。こんなにいらねえ、こんなにいらねえかんな。確かに。このサイズが俺さ5個、5個来たらさ、やばいよね。うん。このサイズは5後来たら使い切れないよ。だってもうすぐ1年経つじゃん。もうすぐってか、あと3回ずぐらいで。まあ、使い切って一生分、一生分来ちゃう。せめて、あのー、3個にして。このサイズだったら。 了解だわん。いい香りします。うん、スルスルする。えー、一生分、い日目入った寝番、5年かかる。えー、のこちゃん、のこさんどれくらいの頻度で風呂入ってるんですかいや、シャワー、シャワー含めたら全然入ってるよ、俺。うん、お風呂の湯船に浸かるようになったよ、昔より。昔は全然浸かんなかったけど。使い切るまで坊主にできない。うん、ま、あ坊主にするよ、するするするときは。リストにして担当決めたか。えー、のこちゃんかわいい。ありがいす。 はい、ちょっと待って、こっち、こっち、こっちがいつもそう、こっちがシャンプー上手じゃなくて、こっちがいつもね、配信してるとね、<laughs> こっちが全然やってないっていう。ああ。は <laughs> いい香りするって言ってんだろうが、いい匂いってや。うん。15秒前に言ったろ。おい、ミュートして聞いてんのこれの配信。右側もそうそう、右側も。そう、いつもそうそう。 髪サラサラになりそう、うん。いいな、いいシャンプー使いたい。いや、お前には無理だよ、うん。俺みたいになんないと。俺みたいなカリスマになんないと。ね、無理ですよ。うん、カリスマクリエイターとして、カリスマ配信者として、カリスマ YouTuber とかになんないと。金稼がないと。ね。うん、金稼いだりとか、ね、いろいろね。うん。 えーっと、エガちゃんみたい。優しくもみ,もみなさい。またさ、マソに出たいかな出あ、マソに出ない、出ないかなあ、出ます、出ます。どんな感じなんだろう、高級シャンプー。新参者なんですが、ニコニコ会になるか悩んでます。いや、なれよ。なれよ。なんだったら2000コースもあるから、ツイキャスのメンバーシップ。うん、全部なれよ。会に余裕あるんだったら。うん。カリスマ平八鉄拳、鉄拳3のね。うん。カリスマ平八 鉄拳,鉄拳3の、うん、平八、三島平八、うん、三島平八、サリーちゃんのパパ、うん、三島平八と、あとは、なんだっけ、あれ、電撃ネットワーク、南波さん、南部さん、えー、次の日バイトとかで早起きで寝なきゃなのに、寝れないときどうしたらいいかふ、不安で寝れない。はい、それ僕もそうです。 はい。灰皿はタンプレで大丈夫です。もういっぱいあるんで。はい、大丈夫。<laughs> ありがとうございます。はい。寝、ね、寝ない時なんていっぱいあるよ。俺だってそうで。不安とか。なんでもいいけど。そんないっぱいある。諦めまマイスすり飲んでも寝ない時なんかいっぱいあるんだから。マイスすりとか酒飲んでもさ。ね。そんなんいっぱいあるんだよ。んプロデューション、プロデューショじゃあちょっと湯すぎまーす。湯すぎまーす。はぁ、あ。よっしっ、しょっと。 ああ、ちょっと待って、ど、土曜日の9時半だよね。リスナー数ちょっと300、340人しかいないじゃん。ねえ。うわふざけんなよ。おい、人数減ってってんじゃん。ああ、土曜日のゴールデンタイムでさ。ねえ、しかもあんなに、昨日は、ね、新曲。ああ。 名曲をさ、出したのにさ、全然いねえじゃん。リスナー。なんなのいや、みんな忙しいとかじゃないだろ、これ。うん。みんなだって忙しくても来てたんだろ前は500人安定の時。なあ、500人安定の時とか、みんな忙しくても来たの忙しくても見る価値がないってことだろわかるよ。 <laughs> でも俺さいやそう分かんねえよ違う分かんねえよ違う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 ,違う分かんねえよだってさ俺あんまりだってあれ会員限定配信しかやってないから違う違うそれ言っちゃダメじゃなくて俺フリーキャスあんまりやんねえからな最近むしろなねえ会員限定やってるからフリーキャスなんか珍しいかなみんな住めちゃったんかなね会員限定ばっかりあるから雑魚どもがねえ 通知来なかったって言うけどさ、別にそれでも切ったじゃん。うん、それでも切ったじゃん。ね。まあ、突然出したかじゃねえよ。そういうことだ。うん。そういうことだ。な。お前らあ、あ、飽きたんだよ、俺の配信。うん。うん、なんだったら新生かまっちゃうに飽きたやつもいるだろ。な。うん。なんだった飽きたってどうせ戻ってくるくせによ。な。飽きたってどうせ、新生かまっちゃうに会ってもどうせ戻ってくるくせによ。な。うん。 飽きてないよって。いや、お前らに聞いてねえよ。<laughs> お前らに聞いて、お前ら飽きてねえからこんなクソつまんねえ配信でもいるんだろう、おい。ないや、お前らに聞いてるバカりやろ、飽きてないて飽きて、飽きてってお前、惰性で見てんじゃねえ、逆に。惰性で見ててもいいけど。<laughs> 惰性で見ててもいいけど、ありがとうございます。うん。おち番ばくらいだうん。半年に一回くらいでいいやって思ってる。おい、のぞくん、なんでだよ、のぞくん。 なんでだよ、おいのぞくん。半年に一回くらいでいいやって思ってる。んでだよ、のぞくん。君にちょっと昔からの付き合いとして、代表として、うん、お前は北のない系言ってくれるから。すねるんじゃないと。いや、すねてないよ。すね、すねてないよ、別に。全然すねてない。なんでだろうってなんだ、お前やお前、笑い芸人か。な踊れや。 なんでだろうなんでだろうこんなんでなんででしょうすねてない拗ねてない拗ねて,ない拗ねてじゃないよ別にこんなことにすんない別に俺リスナー数が減ろうがぶっちゃけ言うと俺そんなんすねないすねない、うん、正直どうでもいいもん俺、うん、俺別にそこら辺はマジで何とも思ってないよ、うん、なんか最近はライブに行く習慣がなくなったなそれ関係なくないライブに行く習慣と俺の配信とうん ああ、お前ライブに行く習慣なくなったってのは他のバンド、他のバンドとかアイドルもってことうん。なるほどね。今日懐かしいネタが多い。一ヶ月に一回くらい来てくれてる。何が今日は MTV 復活用に来たよ。何ということ ?MTV。配信よりネットフリとか見ちゃうね。ああ、なるほどね。配信なんかよりも、ね。配信者なんて、有名配信者でも、 ね、どこも、ね、同じことしか言ってない枠付つけたら同じことしか言ってなくてル,ループ芸ばっかだから雑談配信者なんてね加藤1一でもこれこれでもさ、ね、暴露とかさガーシーとかでもさみんな暴露とか同じル,ループループだから、ね、そんなんだったらネットフリーとか、ね、見たほうがまだマシやってねもう配信,じ配信者自体が飽きられてるってことだねあでもまあこれ結構ね言われたじゃん コロナの時。コロナ禍でおうち時間の接待機が増えた。いや、そう、コロナ禍になったばっかの時は配信はリスナー、リスナー増えたんだよ。リスナー増えたんだよ。うん、なるほど。コロナ禍で、うん。配信なんてただふ暇つぶしだよね。<laughs> こっちは本気でお前上さえを込めてやっとんじゃん。<laughs> まあまあ、お前らから暇つぶしでいいんだけど。YouTuber の方は人集まりそう。そんなことない。別に嫌いになったわけではないよ。<laughs> お前なんか、お前なんか、あれ、ロボットミュー手術受けたのそくん。 なんか別に嫌いになったわけじゃないよとか。うん。お前もなんか、ま、なんか丸くなった。<laughs> ロボットミーシュージシでボケた。<laughs> 優しいのかどう、どうした <laughs> どうしたの<笑><笑>まぁいいや。ありがとう。わかった。ありがとうな。ありがとうな。うんうん、おおいや別になんか、いや全然、あ、いやいや、煽ってほしいかってそんなことじゃないけどあ。ありがとうな。ありがとうな。ありがとうございます。ありがとうございます。のさ、のささんちょっと代表してありがとうございます。本当に。 のそ、のそさん、そのシャツど、ど、ど、どこのですかって何かの,の,のそさんじゃねえ俺は、のこさんだよ俺は。まあいいや、またそのうち、はい、止まるって、まあ何かって、まあまあ、でもね、のそさん、のそくんがね、今ね、代表して言ってくれたけど、まあいろいろやっぱね、ネットフリ、配信者なんか見るよりも、ネットフリとか、な、わかんねえけど、まとめサイト、ね、2ちゃんまとめサイトとか見た方が、時間有意義だよっていうのはね。まあまあ、わからんでもないけどさ、あのさ、けどさ、 俺の、俺の配信とかはさ、別にそんなさ、なんだろうな、また一、人一味違うんじゃないのかい。まあいいけどね、ツイキャスの株が赤字。<laughs> 赤字、そんな、別にか配信しか上げ合んの。残さん街録出てほしいな。出ねえよ。うん。配信切らずに途中スーパーマーケット行って戻ってきた。あ、そうございます。 配信が好きだ。ノオちゃん着衣プロなの今来たえ。生配信だから面白いのにな。ノオさんのしか、だってこんなにコメント読む人もいないぞ俺。お前なんて普段話す人なんかいないだろう俺もお前もさ。話す人なんてさ。ここでしかないだろこんばんは。逆に英語とか見なくないね、うん、2ちゃん見ない。え、今の時間有意義だけどな。他の見ないでえわからないのよ。生だから配信が面白い。え、5ちゃんも減ってるで。ごちゃん減ってるのかなどうだろうね。 うん。ノコさんしか分かったん。ノコさんの配信しか見ないです。うん。そうそう,そうですね。えー、前よりもいろんな人の配信見るようになったのは事実かも。何があ、俺、俺のお裏切り者が。裏切り者が。な、ごちゃん最近つまんない。ごちゃん最近つまんない。ネットフリ疲れるえ。じゃあ何見てんだよ、お前。ごちゃんが最近つまんなくて、ネットフリ疲れるって言ったら。何見てんのうん。 え、唯一話してるのこさんでて知らずハゲたな、えー、のこちゃんの話気ぃ抜きみたいな、何ってかみんな何見てんのうん、何見てんのうん、お、なんか、ほんとにこ、なんかわかんない、俺ほんとにみんなって普段、ネット、え、な何、な、何、何,何,何見やったあれそれ、お前、俺、あ、俺の配信ありがとうな、うん、アンプラでアニメ、VTuber、えーの、のこちゃん、ごちゃも見ないな、野球。 はネタきりだなご自愛ください YouTube とツイキャスまま,たまだ YouTube 見たりする外配信が一番面白かったな映画館でえー、っと何映画館はまあいや早いよ新規の行人うんまあとりあえず映画 TikTok のライブ違う家でだよ今晩映画館とかじゃなくて外アウトドアじゃなくてブレイキングダウンまだ流行ってんのあれコローナー緩和されてきたら外外,え外出てるのかも 残さん、録画まあまあまあ、おそらく、俺の録画とか、ディズニープラス <laughs>。いう、まあ、やっぱ、ネトウリとかディズニープラスとか、へーわかんないけど、ずなるほどね。まあ、そういうの、うちのリスナーだとそうなんだね。うーん、うちのリスナーだとそうなんだね。うーん、みんなコメント頑張ってる。NHK ドキュメント、面白い。タヌカのの切り抜き。 え最近はラストバース見てるタヌカナの切り抜きとか社会人になったから見る頻度減ったああなるほどいろんな人いますねまあまあまあでもそれさわかんないとりあえず俺の配信に至っての話だからちょっとわかんない他の配信者もどうかって言ったらまた別だと思うしちょっとねまあまあわからんまあまあ俺の配信だかもしれないしな いや、俺の配信大かもしんないしな。いや、じゃあ、配信者全体でさ、リスナー数が減ってるとかだったらさ、別にさ、ああ、なるほどねって感じ、感じあんじゃん。うん、俺の配信大かもしんないしな。<laughs> でもどうだろうね、わかんないけどね。うん、まあ別に、全然、それは俺別にネガティブに思ってないよ、それの。うん、全然。俺はやりたいようにやってるだけだから。俺もやりたいように配信やってて楽しいし、それが一番だからさ。うん。うん、モノ君の配信たまに見る。 私はアルジェリア人で日本人が大好きです。あ、ありがとうございます。キャスはかそってるんじゃねわ、だからわかんない。俺最近他の配信見てないから。うん、ずっと外出れんかったから反動ある。でも YouTube の再生減ってる。どの時期、えー、だからか。えー、どうなんだよ。ノコさんの画像ない。アイコンにしてもいいんだよ、ね、してもいいよ。えー、人と目合わせられない。えー、外に出てく人増えたのかな。えー、キャスはライブない。 かなぁと思ってニコニコ優先してる。ニコニコ優先してる配信サイト増えてないだろそんなに。全体的にはわからないね。まあ配信サイトっていうかまあとりあえず、私の名前はアミンです。あ、そう。うん。花見はしたな。ネット離れそんなわけないよ。ネット離れとかじゃないよ。うん。まあいいや。ちょっとまあまあまあ、最近のコンテンツ、いやまあちょっとわかんないけどまあまあとりあえずね、私はちうちるせえでさっきからアミンってめえなあ なんだアルジェリア人だっけまあ、いろんも忘れてるけど、まあ、とりあえず、うん、自己紹介するんなってね。みんな TikTok じゃね ?TikTok 俺最近見なくなった。俺だからさ、俺さ、TikTok とか YouTuber 見なくなったんだよね最近。うん、見なくなった。大手 YouTuber の再生回数減ってきてる。でも俺もね、YouTuber と TikTok 全く見なくなった。てか YouTube 見なくなった。YouTube。見なくなった。YouTuber とか見なくなった。いや、 なんでとかまたなんでとか言うけど。別にお前らも見てる俺最近見なくなったよ。うん、全然。全然見なくなった。それなんでいや、なんでって別にな、なんでだろうわかんない。何見てんのえ、5チャンネル。5チャンネルと、ツイッター、ツイッターをちょ,ちょいちょいたまに。あとネットサーフィン。飽きたまあ飽きたって、まあ飽きたって感じかな。もともとそんな俺見た、YouTuber ね、追っかけたわけじゃないんだけど、 でもなんか別になんかね目新しいすごい人がなんかねわーってなってるわけでもな,なさそうじゃんなんかさなんかああなんだっけあれ価格ドットコムみたいななんか名前の YouTuber いたじゃんあれああなんだっけあれあれが最後じゃないああなんか盛り上がってるみたいなあいつらもあコムドットだそうコムドット柴田見よう柴田とかもだってもう終わってんでしょあいつ再生回数 うん、コムドットだコムドットコムドットとかもちょっと見たけどさまあまあ全然、まあ、面白い動画もあったけど別にそこまでなはまんなかったな、うん、YouTuber の時代は俺けど YouTuber やっぱね禁断ボーイズが盛り上がった時かなヒカルヒカルとか禁断ボーイズとかとりあえず禁断ボーイズが盛り上がった時2017年とか2017年とかあんぐらいの時ああ、うん そう、レイターズとかマホトとかマホトとかねえみんな捕まっちまったなあ <laughs> モーリーって捕まったよね <laughs> モーリーキンダンボーイズのモーリー捕まったようだぜあいつ <laughs> あーモーリー俺モーリーは会ったことねえんだよいっくんと田中には会ったことあるからそうそうそう なんか、禁断ボーイズはなんか、また特別な思い出なんだけど、モーリーはあったことないんだよ、モーリーとあと、あ、あ、あ、メサイアメサイアあったことないんだよ。だマホとも捕まったしって、マホト君も。笑っとるって、いや、だって、モーリーはびっくりしたもん。だって、お前かよって。いや、お前かよって思った。えいや、お前かって、モーリーってだって、めちゃめちゃいい,い,い,いやつキャラだったじゃん。びっくりした、俺、ほんと、モーリーは。うん、イッくんもね、好きだ。いや、イッくん、元気だって、 いっくん元気いや、だって禁断ボーイズってさ、お前ら知ってる人は知ってると思うけどさ、で、禁断ボーイズとかレイターズって、禁断ボーイズとかさ、そこら辺さ、歩い、歩い、歩くだけでさ、50人ぐらい追っかけてくんだよ。全盛期、禁断ボーイズ。もう、ジャニーズ、もうほんとジャニーズの、ほんとに、だってそれ、ね、俺もう動画で見たもん、それ。やばかったよ、禁断ボーイズの全盛期って。うん。ね。 あの時の、ちょっといや、それ、覚えてるやつ覚えてるでしょあのね、キッズ。キッズって20代のやつら。20代のやつら。ね。めちゃめちゃ人気だったじゃん。歩いてるだけそう、追っかけがさ、そう、禁断ボーイズ。そう。それがなんかさ、もうさ、どん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 禁断ボーイズもオワコン化してってさ、自らもオワコンボーイズって名乗ってさ、再生回数もさ、ね。 もうなんかね、最後の方は解散したんだけど、解散する最後の方はさ、なんかもう5万回再生とかになってさ、全盛期はね、動画出すたんびに400万,回生400万回再生とかさ、なってたけどね、それがね、5万回再生とか、やっぱ YouTuber はやっぱ,ぱ、YouTuber 界もやっぱ芸能人と一緒なもんで、言ったら俺たち、俺たちと一緒,の一緒でさ、まあ残酷だよな。残酷だよな。でもまあ、それはだってそういう世界だもん。 それはだってそういう世界だもん。だってそれは俺だってそうじゃん。ねマジかそんなヘルイやん。そうだよ。モーリーは警察50人くらいに追いかけられたの。だから違うよ。全盛期に警察50人に追いかけられたんじゃなくて、ファンです。全盛期は。モーリーは全盛期に捕まってません。最近です。50人に追いかけられたのは、モーリーが5万が少な,少ないのか。そうだよであ。まあ少なくないけどさ。それでもやっぱ全盛期に比べて、それで解散してる。 でもやっぱユーチューバー禁断ボーイズだけじゃないけどさ、ユーチューバーもさ、やっぱさ、ね、柴田とかも最近は再生回数とかな,んかないとかいう数のネットの噂で見たけどさ、ね、でもやっぱ柴田と,とかだけ,もうだけじゃなくてみんなそうじゃん。やっぱ流行り滑りが激しいじゃん。配信者ってそうじゃん。配信者もさ、配信者もそうだよ。ユーチューバーもそう。TikToker もそう。みんなそう。ネット配信者ってすべからくみんなそう。うん。 すた、流行り滑りが激しい。うん。流行り滑りが激しい。そう。えー、細くな。新水川ちゃん、ピークは過ぎたのかな過ぎてねえ、バカ野郎。てめえよりマシで、バカ野なお前なんか生まれてからピークもなんか何もねえだろ、バカら、てめえに比べたらええわな。お前なんか生まれてこの方ピークすらねえだろ。生まれて産声上げた時はピークだよな、お前。産声上げて、ポーギャーって言って、ね、お、ね、お,お母さんにで、パパとかママに、あんた可愛いわね。それがお前のピークだろ。お前に比べたらマシだわ。 ピークない。あと、新生カマッチャは、ま、いつ、いつでもまたピーク来ますから。俺たちはフェ,ネフェニックスだから。うん。フェニックスだから。ね。俺たちはもう七発、七発屋って言われてるからね。一発屋どころじゃなくて。七発屋だから。うん。タイ、進撃の巨人のタイアップだって次あるかもしんねえしな。わかんねえぞ。ね。えー、15年やつのタイアップとかな。うん。えー、フェニックス、フェニックス。カマッチャは安定してます。そうだよ。安定してますってか、俺が、俺が別にさ、ね。 うん。天才奇才な限りはさ。ね。こんなもんは。うん。だから別に俺そんなもん数字とかさ、ね。今だって別にリスナースがどうとか言うけどさ。また進撃の巨人のみたいなさ、でっかいタイアップ来たらさ、ね。リスナース今300人だけどさ。またさ、あの、600人とかなるんだよ。ね。600人かよって思ったけどね <laughs>。前回。 びっくりしたよ。進撃の巨人のさ、主題歌だぞ。それ決まりましたって配信してさ、俺さ、600人か700人だったんだよ。1000人いかねえんだって思ってさ。<laughs> マジで。いや、もっと望んでもいないって言うけど、違う、違う、前回の進撃の主題歌、初配信したとき、ね、うおーって、もっと俺1000人以上来ると思ったの、2000人とか。700人だった <laughs> あれびっくりした、マジで。 マジかって思って。嘘でしょって。ねえ。世界の進撃だぞ、お前。<laughs> それの主題歌だぞ。<laughs> あれで700人どういうことだよって思ってさ。ね海外の人ツイキャス知らなかったででも俺1000人行ってなかったと思うよ。タイアップ期間中。<laughs> うーん、まあいいや。うーん。えのこさ、昔がすごかったから。はあ何言ってんの うん、俺今でもすごいんだけど、うん。え、俺って今でもすごくないあの作曲能力も、ね。さ、あの、芸術センスもさ、ね、うん。芸術センスなんか俺、今のがある意味ね、すごくなってるとこあると思うし、ね。配信者としても全然ね、今でもすげえし、ね、うん。意味がわかんない。 だから、昔はすごかったってコメントはあれでしょ結局さ、昔の方が要するに、世の中がみんな流行として、流行りとして、あーまあ違う、そうそう,そう,そう,いうことですね。はい、すみません、僕も。配信閲覧人数、ねま、そうだからそういった流行とか、ね。そう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 。まあ、売れてる時期って言えばそういうことうん。そういうこと、そういうこと。ね。えー、そういうか、なんでって言われてもわかんない。なかなか買えないよ。 スポティファイの月間人数は多いよね。そうあの、俺スポティファイやってないから分かんない。そうなんだ。こんばんは。昔からずっとすごい。配信に声があったからね。まあ確かにそれは認める。それはほんとそう。うん、昔はまあの、なんか、要するにね、炎上商法みたいなのいっぱいあったからな。うん。希望の中小の MV、あ、それまた後でみんな見よう。えー、中央線、かつては1万人集めたのここにあんだぞ。あ、だからあんな、あんなことを今やるわけないじゃん。ね。それ違うっていうのはお前らって分かるだろう。 なんかたまにさ、なんか今でもさ、ね、バカみていにさ、なんかね、あのー、昔みたいにきちん、ね、暴れてくれやみたいなやついるけどさ、ね、バカなんじゃないと思っちゃうよ。センスないよな。うん、人生ってのは絵巻物なんだよな。絵巻物があって、神聖かまってちゃう、のこさんは、そういう時期じゃねえんでな。そういう時期じゃねえんで。そんなん別にわかるだろう。センスないよな、今でも暴れるって。 俺はだってやってきてんだよ。ね。俺はもうやってきてるんだよ。な、うん。そう、みんなリスナーとバチバチの配信が見たいんだよな。リスナーとバチバチ。だからやってきてんだよ、俺は。そういうの求めてるやつは、ね。今、立花さんとガーシーが大暴れしてるやん。<laughs> そう <laughs> まあ、ガーシーがなんか、あのー、泣いたってなんか見たけど。<laughs> おかんだけは許したってやって。 <laughs> おかんだけや許したなんかわかんないけど見たみんな見たネットニュースでそうそううんね俺もだからそれごちゃんとかで見てさ言われたけどさいや確かに俺も思ったよだってガーシーってさはよ帰ってこいや何だからさだってさだってやっぱさガーシーもさだって自分が脅してたじゃんねそうね お前のお親,親まで、親の親の親の親,親のすねまでかじってやるぞって、ね、ガーシー、ガーシーもなんかそんない脅してたじゃん。ね、それは自分がやられたらさな、なんないったってさ、通用しないでしょ。パスポートなんか俺も詳しくはわかんないけど、なんかとりあえずやばいことになってんでしょ。うん。やばいことになってんでしょ。俺詳しく、詳しいところまで見てない。のこさんもガーシーなんか言われたいや、言われてない。 因果応報かな。特大ブーメンア,アテンドなんかされたことないもん、俺、ガーシー以外にも。うん。ガーシー、あれだね、ブーメン自分は泣いちゃうんだね。今は名誉毀損で訴えられてるからねって言っても何なんだろうわかんない。カルマだね。自業自得、自業自動化トレンドになってた。<laughs> まあまあまあ、だからそういうことでしょ <laughs>。いやー、でもね、まあまあ、ガーシーもねー、わかんない。なんか、な,んかなければいいね。本当にね。 なんかなければいいね。なんか殺され最悪だから殺される可能性もなくはないじゃん。だってガーシーとかって、あんな芸能界の暴露とかしててさ、やっぱ芸能界もやっぱさ、怖い人とかやっぱいるわけだよ。芸能界って。ね。怖い人とかさ。そう。だからやっぱガーシーもいきなり東京湾に沈んでるとかですね。でもそれも多分ね、身の危険も多分ね、関心ってると思うよ。いや、そういった意味で、だね。 かそういった意味で日本に帰ってきたくないってのもそうそうそうあるんじゃないのうん、ガーシーは。ドバイ、ドバイから。ね。うん、そう。うん、ノコさんの怖い人いる俺の怖い人いないよ。うん、お前らは多分いるんだろうけどな。お前らが俺の立場になれば、ね。うわ、こいつ怖えなとか思うんだろうけど、まあ俺はね、あのね、あのー、もう、 なんだ、なんて言ったって15年やってきてるから、メジャーデビューして。うん。全然。うん。もうす、まあまあ、な、慣れたわけじゃないけど。え、でも本当のこと言って、アテンド対 DM 処理券。みのか、ああ、高橋ね。うん。まあいいや。三浦春馬ってうこと関係なくね。ちょっと待って、俺は髭剃るわ。髭剃るわ。ちょっと。今ね、ちょっとね、あのね、僕ね、熱いわけじゃないんですよ。熱いわけじゃなくて、 ぬるいですボディーガード雇っとこう眉毛剃りすぎただから剃ってねっつってんだろ眉毛よ整形もしてねえよどういうことよ。眉毛剃ってないよこれめちゃめちゃ俺この太い眉毛がよ私がでうるせえやてめえてめえここは日記帳じゃねえんだよてめえのクソみてえなよおい知らねえよてめえが眉毛剃りすぎたとかそんなもんよなあ うん、そ,んままそのまま、そのままなんかずれてさ、頭皮まで行って、ハゲ散らかせてねえもんよ、バカヤロ。知ったことじゃねえ、バカヤロ。なあ。俺、お前の何なんだよ。お前お、俺の、お前のママか。ママか、俺は、お前の。なあ。犬か。なあ。ペットか、俺は。うん、ペット、お前の、お前のそのなんか、ママとかに報告しとけ。前髪切りすぎたとか、うん、ハゲ散らかせや。うん。ま、いや、はい。 眉毛の形変えたことあるあー昔20代の時なんかスタイリストさんなんかつけて、そ一回変えたことある。一回とか何回か。でもやっぱ、のこさん、この太,太眉毛が一番ね、かっこいいからいいよね。うん。この太眉毛、やっぱ。凛々しい、やっぱ。うん。ああ。私は、え、腕に傷。様子はいかがあ腕の傷ね、これね。これはもう完全に。でのね、うず、うずきます、今でも。うずきます。今でもどこれだってま、麻痺してるもん。感覚ないもん。 うん麻痺してままあ、まあでもまあまあでもでも順調にもう傷も塞がって全然はい痛くないよケロイドうん全然全然神経まで切っちゃったのかまあ全然治ったからいいです治ってきたからいいですはいうんああ八月に切ったんだよねお前ら今八月牛行かない牛行かない行かない八月に切ったんだよね俺ここ八月に切ってでも八月だからえ三引く八で五五か月か 3く8で5か月5ヶ月でこ,これってだいぶよくなったよね、5か月で。ね、ああ、8月、ねは。ちょっとしああ髭剃ります。全然治らない、8月も日、あの時はきは切った、もうその後、な何か月八、でなんだいく− 8 − 8いく3だって3今3月だよ。8−3 はだって5じゃん。7か月経ちました。 な、い <laughs> 7ヶ月。7ヶ月でいいや。7ヶ月、7ヶ月。7ヶ月でいいや。何でもいいや。結構心配してた。だって、肉が出たからね。こんばんは。まあまあ。まあい,いや、もな。1年は12ヶ月。わかっとるわ。わかっとるわ。1年は12ヶ月。わかっとるわ。わかっとる。めちゃめちゃ深い。うん。やばい。ライブで傷開いて。うん、まあまあ。指で数まあまあいいよ。もういいよ。ちょっと髭剃ります。髭剃ります。はい。 坊主にしたらこんな感じですね。のこさん、坊主にしたらこんな感じです。はい。ひげ、ひげ生えててもやっぱね、やっぱ、まあまあまあ、うん。か、か、かまあひげ、そう、ひげ生えててもね、ひげ坊主でもこんだけい,いけるってことは、ラッパーみたい。坊主でも可愛いけど、けど、俺けど、やっぱこれでひげ、ひげなし坊主がやっぱまた最強になるよ。ちょっと待って。ひげなし坊主いきます。ひげ似合うのに。 意外といける。いや、い意外と、ね、お前ら結構だって、ヒゲ、ヒゲ伸ばしてっていうさ種、種族のが増えてきたじゃん、昔。昔より。昔は本当にさ、5年前とかさ、そうそう、かっこよく見える。ヒゲ、だから、お前ら、ね、5年前はさ、みんながみんなさ、ヒゲ、ヒゲ生やしたら、本当お前、お前がお前じゃなくなるぞ、バカ野郎とか、クソみたいなコメントいっぱいしててよ。ね、俺が俺でなくなるわけねえだろ、ヒゲ伸ばすとこでよ。<laughs> だから、そんなことなんか、今は全然みんなさ、ヒゲ好き、ヒゲ好きが増えたよな、ヒゲ 好きがフロントマンはいいあまあまあとりあえず大人になったからねってなあお前らもかお前らも大人になったからかこの5年でだから今でもだからそうか今でもあひげがない方が好きっていう人は若い子が多いのかな若い子が逆に特にたなんか俺最近の若い子は特にさ脱毛とかみんなするからねそうね男も女も脱毛だからそういうのもあんのかな ととかマンゲとかもさ、ねうん、でも俺は、脱毛、永久脱毛とか、そうそう、みんなするじゃん。永久脱毛とかよくするよなあれなあ。若いけど髭なしは。え髭なしああ、若くないけどね。断然髭あるといいけど。みんな痛痛でき、キモいね、キモいまで言わないけど。ガキだけど髭が好き。若いけど、かっちょいけど、若い、あ若いけどかっちょい。まあいろんな人いますね。 脱毛の子、え、パイパン派。確かに髭脱毛してる子、ね、いや、髭ね、永久脱毛してる子、結構前から多いよね。チューする時チクチクする髭脱毛してる友達います。脱毛痛そう。全身痛々の男多い。うん。えー、ビオって何えー、誰にも裸見せないから何もしてない。えー、脱毛男子多いよね。ビオ脱毛って言うんだ。えー、脱毛とりあえず。永久脱毛。えー、か、か、髭の永久脱毛もったいない。そう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 。のこちゃん、パイパンかどっちえー、あ、パイパンでもいいっすよ。 はいパイパンでもなんか訓にしやすいんで裸見,見せる相手がいない死ぬせえ分かってよてめえなんか一緒にいねえよグチ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 てめみたいな男やえー、のこちゃんが大人だってひげが似合うようになったえ大人だっていやかぶそうかな昔から似合うと思ってんだけどな俺なうんえー、だってヒ立つもちょい悪なれない明日ごうるせえなこれまた日ッりリすんなやめて日ッりリすんな明日5時に起きようかなとかさしねえよね起きなくていいよしねえよそのまま えー、リビングで、ね、見てるんで何がまあとりあえずまあとりあえずちょっとこっからまたね僕坊主坊主として,してこれねひげ剃っていやかっこいいよ絶対あ、うん、かっこいいですようん言い過ぎだがやてめだがやって何本何弁言い過ぎだがやって広島弁とかだがやってなんかすごいな何弁だろう 北海道か東北東北ええ。言い過ぎだよや、てめえ。言い過ぎだがやじゃねえだろ。なあ、もんよ。目覚めなくていいんだよ、おめえのみたいな。日記、日記調理ナーよ。なあ、目覚めなくてそのままよ。なあ、死んだ、地獄で、地獄で落ちるわ、てめえなんかよ。俺のコメントに日記書くぐらいだから。地獄落ちて、地獄の、地獄の底、ね、釜の中に日記書いてるうん名古屋名古屋弁なのだがやって。 遠くはダベやか。名古屋か。日記帳に親殺されてないけどさ。うん。サンタさんみたい。サンタさん <laughs>。ボロクソで腐ってちょっと待って。愛、愛だよ、これは。愛だよ。俺が真面目にお前に死ねって言ってると思ううん。まあまあ、もちろん。ちょっと待って、俺落ち着いてるよ。落ち着いた頭フル回転させて、ね、めちゃめちゃ考えて、あの、さっきのコメント、 大体言ってんだぜ。真面目にお前に地獄まで落ちようとか言ってると思うか、俺が。そんな逆、逆にび、逆に、逆にびっくりだわ、そんな、ま。もうめちゃめちゃお前、時間使ってさ、ペラ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 あんだけさ、ね、地獄の川まで落ちて、エンマ大王に下抜かれてしまえば野郎この野郎って。あ、つか、こんだけペラペラで言うの疲れんだぜ。疲れんだぜ。愛、愛だよ。愛。料理してるんだよ。配信者としててめえのクソコメントを。 料理してるんだよ。ただ料理してるだけだよ。怒ってるんじゃないよ。料理してるだけだよ。え、これマジでさ、マジで受け,受け取ってるやつってさ、いるんだよね、たまに。ビビるよな。うん。ビビるわ、これ、ほんと。ガチで、俺の死ねとかをガチで受け取ってるやついるのはマジですね。ちょっとね、ビビる。うん、ビビる。ーちょっと、じゃあ、ホイッつけてる坊主。 優しい。まあ、たまに、たまにガチで死ねって言った時あるけど。<laughs> 本当にムカついた時はね。本当にムカついた時はガチで死ねって言った時あるけど。ね俺に構ってもらえてんのに。え本当にのこさんが好きだから逆に、ああ、聞くってのもあるかもね。俺のこと本当に好きだったらそんなコメント打たねえだろう。ねお気づく、ね自分が気つくような。本当に怒ったら静かに、そうだよ、ブロックするよ、俺は。 ちょっと、ありがたいと思わちゃったちょっとこれたまにぎれるから、塗りすぎじゃない。気をつ、気をつける。ああ、そっちゃった。いや、そりますよ。またすぐ入るよ。こんばんは、おいしさ。てか、そんな久々じゃねえだろ。豪快すぎる。 イエソリーだそう、喋ると顔消えそう、違う、ちょ、ちょ、ちょ、いつも血出るから。お風呂は何、十四度とか。よく喋りながら、いや、ちょ、しゃ、しゃべんそう、喋らないようにする。喋る、つ、いつも喋ると。いや、電動ヒゲストリーはね、何回かもらったことあるんだけど、ありがとうな。大丈夫。 電動髭ソ剃りは俺ね、使わないんだ。今まで誕生日プレゼントで、そう、5回ぐらいもらったことある。そう、申し訳ないけど全部使ってない。ありがとうな。気持ちだけでも受け取っとける。うーん、なんかそれなかった俺。あんま。除毛剤使ったらって。<laughs> 何言い出すんだこいつ。 髪の毛に触れた頭皮に触れたらお前どうすんだようん首に生えるよ20代後半ぐらいから首に生えるようになるよねうんうんプレゼントいやだから地盤とかってうん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 。ああ,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 あ うん、首って毛生えるよ。20代後半から俺。うん、うん、うん、口ん中まずくないよ。うん、<laughs> うん。こんばんは。あ、もう10時か。なんだかんだで。あ、でも明日日曜日だからお前ら寝ないよね。うん。まずかったよね。こんばんは。お前ら寝ないよね。 明日,明日、明日10時だから。明日、明日日曜日だから。洗顔剤何ありがとうございます。うん。今日は多分深夜1時、1時とかまでやると思う。1時、え、もう多分1時かなわかんない。多分1時かな。1時ぐらいまでキャスティやるんじゃないうん、寝ないよ。おやすみ。あ、死ねよ、てめえ。死ねよ。起きなくていいよ。お前さっきから。 ああう俺アイコンみんな覚えてんだぞ。うん、死ねえよ、お前さすがに。バナ <noise> ね <noise> ああそうだよ、嬉しい。いや、お前のアイコンはあんま覚えてないけど <laughs>。こ <laughs> さんニッチとかしてんのかなニッチってなんだよ。え腹。え <laughs> ニッチ。 僕アイコン変えたから忘れちゃったかな。うん、うん、忘れた。お前誰だからおめえ、こっちは社畜屋ね。見たいけどよ。なるほどね。じゃあお休み。分かった。社畜、明日も仕事なんだな。頑張ってくれ。アイコン変えたら、たアイコンで覚えてるもんだ、い体い。うん。タイタニック、タイタニック。タイタニック。 最後最後レオナルド・ディカプリオがこうやって死ぬ時「タイタニック」。 もっと何、何はかなく沈めやって。鼻に水が入るから仕方ねえだろ。こっちは生きてるんだよ。はかクディカプリは死んでるからはかなく沈めたけど。生きてるって。鼻に入るんだから。笛吹いて。my heart will go on. あ、なんだっけこれ。会員限大使でもでも、俺忘れちゃった。あれ、今日、主題歌出てこねえわ。なんだっけ あ、これな、なんだっけなんだっけあなんだっけ,あ,だっけあの、タイタニックの主題歌 3D やってましたねってなうこと。半分凍ったらそうだよ。よーさだ、これこれこれ。よーひーあんな。これこれ、このコメントで思い出すぞ。このコメントで思い出す。<laughs> よーひーえんな。 ゴーンエンダータイタニックだよセリーヌ・ディオンセリーヌ・ディオンそうこれ全然俺思い出せなくてさこの「ヨーヒーってコメントだけで思い出したんだよこの前もあーあーおでこのシワで網だくじしようってないかどここれ俺あか…あ,ーかあーけどおでこのシワもねそうだね俺結構これ癖になってるー眉間とかーでも えエンダーの曲なんだっけ違うよエンダーの曲なんだっけって。エンダーの曲は、エンダーイヤーイヤーレガイルアフロボディーガードか。ボディーガードって映画俺見たことないんだけど、曲は好き。なんだっけこれ。マコーレ・カルキンだっけ違う。なんだっけ歌った人。セリヌ・ディオンだ。ホイットニー・ヒュフィーストンだ。 ホイットリー・ヒューストン。俺、この曲はマジ名曲だと思う。うん。この曲、普通にめっちゃいいよね。えあじゃあ、4方が出る。4方じゃねえ。いや、あれが、あれが、タイタニックが出てくる。ちょっと待って。ちょっと待って。え、じゃあ、タイタニックが出てくる。ヨーヒーが出てくる。ヨーヒーじゃない。えっ、ー、と、セリンドンじゃない。ホイットリー,ヒー・ヒューストン。えんださえンダー。いやー。みーをみー,ー。あ、混乱する。そう。 そうそうそういやこそうエンダーエンダーエンダーの方はマジで名曲カンター覚えてねえやなんだよそれ知らねえや、うん、カンターついつい歌ってしまうのホイットにいい曲多いいやでもこの曲は好きです僕マジでラビューよいやマジすごいよねホイットニヒューストンのあの歌声曲もメロディーもいいし いい曲だ。ねいい曲だよな。ボディーガードは見たことない俺。うん。うん、マイハートウィルゴーオン最高でないわ。あ、この曲か。<laughs> この曲か。<laughs> マイハートウィルゴーンっこの曲、この曲。こういう曲だ <laughs> <laughs>。あ、ヤイメイクけど落ちてない。<laughs> あ、でもちゃんと落とすっかな。な中途半端なってるな。モノモライみたいになってるからヤイ <laughs> メイクちょっと落とします。モノモライになってかる。はい。これちょっと落とします。モノモライみたいな。ああ。よいしょ。 メイクしたんかえさっきだからちょっとやいメイクしたのちょっとだけ。さっき。えケビン・コスナーって誰だよ知らねえよ。なんか聞いたことある。忘れちゃった。昔知ってた。あーもうやだ。疲れる。風呂配信。 マジで鼻の中に入る鼻痛いってあーもうあー鼻水とか鼻の中に入るんだよ痛いやつでシャワーで流すに決まってんだろパフォーマンスだよ俺らって悲しく何が悲しくてなやってるとかじゃないんだよなうんこんなやんねえパフォーマンス配信ついてるから お前エンターテインメントちょっとでもお前らはね、あのな、このな、狂ったな、狂った日本社会でよ、値上げ値上げのくね、まあ、とりあえず狂った日本社会で笑顔を届けられるようにちょっとでも俺がエンターテインメントやってんだよ。何ついてんねこれ。何ついてんだよ、これよ。アニ、アニサキスついてんじゃねえか、アニサキス。アニサキスがついてるぞ。おい、これアニサキスじゃねえか、ちゃん、かん、アニサキスだろ、これ、ごめん。寿司とかにつくやつ。 これ、寄生中じゃねえかよ。いやー、もう命かけてんな、俺もな。アニサキスだっているわ、俺の風呂の中。あー、うん、そうだよ、そんぐらいやってんだよ。こんばんは、顔びっくりした。あ、でもちょっと、若くなりましたね。てか、今更ですけど。髭剃って。髭剃って坊主の俺、ほら。いや、いいよ、やっぱ。うん。 やっぱね、いや、さっぱりするしね、こうやって目も開けられやすいし、いいんだよ、やっぱライブで特に。ライブとかで特にさ、普段からこうやって目開けていくけど、やっぱ前髪かからないだけで、本当にね、ライブやりやすい。これが一番本当最強モード。ライブ一番やりやすい。うん。うん。やっぱり坊主にしたいな。うん。いや、一番本当にね、あの、さっぱりする。うん。あと俺やっぱね、いつも言うけど、頭の形いいからさ、そう。頭の形、そう。 だから俺モノ君だけ俺の坊主見たことあるって言ってんじゃん本当モノ君大島は頭の形がいいからめっちゃかっこいいよってエビネウみたいだってよってそんなこと言ったか忘れたけど、まあ、とりあえずかっこいいよってそう頭の形ほれいいんでしょ頭の形うん、うん、ニット帽が似合いそうかっけえルパンえルパンまあ僕今オールバックだからねオールバックだからね 海外の人みたいに丸いで。でしょだから、だからそうですよ。モノクンもめちゃめちゃ褒められてる。モノクンしか見たことないんだよ。俺の坊主って。ミサコとかは見たことない。結婚してママのおかげだね。綺麗だね。坊主にしていろんな髪色って。やだよ。坊主で、坊主で髪、髪色なんかすんのよ。ちょっとなんか、ドキュンっぽくなんじゃん。ヤンキーっぽくなんじゃん。やだそれ。洋画も綺麗だな。坊主して。うん、だから坊主絶対俺ね、それはそれ様になりますよ。まあだからいつかするって。洋画を綺麗。若い子のエミネム。 頭の形クソけでしょそうそう、モノくん。そう、もモノくん四角いもんな、そう、あいつ坊主とかしてっけどさ、ね。あいつが坊主にしてもなんか、やっぱさ、ねえ、ちょっとなんか、ロ、あれじゃん、フランケンシュタインか、ロボットみたいになるわけじゃん。ね。<laughs> モノくんが坊主しても、か、顔四角いから。坊主似合うって、だから似合うって、だからモノくん言われてるし、俺も自分で思ったし。リーゼントも似合うと思います。ああね、リーゼントもね、そんなに髪がねえんだよ、うるせえな。 リーゼントとか似合うだって、俺は似合うに決まって、リーゼント。ね、髪、髪が細いし、髪がねえんだよ、そんなにリーゼントできるぐらい。うん、切実な悩みだよ。切実、リ,リ,リーゼントは、切実にできねえんだよ。切実な話なんだよ。野田総理坊主に金髪だから野田総理とか、まっちゃんとか、ビートたけしみたいになりたくないの。ね、あれもなんかさ、ちょっと俺違うと思うんだよな。俺、俺がね、坊主に金髪は。いかちくなっちゃう。じゃあ、いかつくなりすぎでしょ。 坊主に金髪とかはうんいかつくなりすぎちゃうと思うなんか絶対違うと思うよ神聖かまっちゃうの世界観とかうんそう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 ちょっと絶対違う絶対違う違うよ違うってわ分かってるくせに分かってるくせにノコさんが坊主にしたら私を坊主にするからねそうはねみんなでしょ悪魔スタイルセットすればできるノーゾリはピンクできると思われる 米オみたいになる。イカチこれ、そうそう。だから、米オとか、ブレイク、ブレイキングダウン出てるような奴らになるだろそんなん違うだろ、お前。ブレイキングダウンみたいな感じと。なあ坊主にしたらツーブルーしなくなるのかそん,そんなことない、そんなことない、そんなことない。一回坊主にしたらまた俺、髪生やしたいよ。うん、髪生やしたいっす。私、ドキュンポケそうそう、でしょ。どれっともにやったらぬ、ぬるい、ぬるい、ぬるい。うん、ぬりぬぬり棒ぬるぼ,う,ぼ,う,ぼう,うん、エクステがいい。 エクステがいいあそういややっとよわかったわかったわかったうんーぬるくなってきたからそうそう,そうちょっとリセットかなそうロングにしよういやロングはだからいやちょっとなーロングもちょっとハードロッカーみたいむか超昔のねうーんハードロッカーみたいなんかちょっとやっぱ違うと思う俺ロングそれこそエクステつけた時きそうだったじゃんエクステとかたまに俺女装してさ配信で昔さねなんか腐ったハードロッカーみたいって昔ニコ生で言われたぞ俺 <laughs> 京子ちゃん好きってだから女装してさ、ニコノマ出た時にさ、腐ったハードロッカーみたいって。覚えてるぞ、俺。<laughs> あれ、お前今日なんか、ねえ、あの、自撮り、Twitter で自撮り上げた時は可愛かったけど、ねえ、配信で見たら腐ったハードロッカーみたいじゃないか。も漏れてなかったらそんなもんかみたいなさ。<laughs> まあまあ、でも実際自分でも思ってたから。自分でも思ってたから。うん。ロングも素敵だったよライブに邪魔っ気なんで、そうだね。こんばんは。ひでえって別に自分でも言ったから。 のぼちゃんの顔が、ばバ。ば。え、のぼちゃんロング似合ったけどな。そうかないやいや、ぱ、まあ、顔かっこいいからね。顔かっこいいからなでも似合うと思うけど、基本的に俺ロングは、あと髪にも悪いから、剥げちゃうから。えー、っと、坊主にしてカツラ被ったら何のなれるあー、なるほどね。カツラ被ったらね。確かにね。カツラも被りやすくなっかな。そうだね。マンバンってのは知らない髪型。えー、ちょ、出るわ、出るぞ。出る、もう10時20分だから出るぞ。おい。出るぞ。出るぞ。 うんちょっともう寒いし。うん、ちょっとぬるくなっちゃって寒いし、ついてかわいかった。うん。出るぞ。ふやけるぞ。助走はけどこれからもしていくよ。うん、ライブとかでもね。助走はこれからも、ライブとかでもしていきます。うん。いや、まあできないの。追い出きはだから、大当たりだったら、追い出きが成功。今日は大当たりだったんで、追い出き成功しました。外れた、外れ日がたまにあって、追い出き完了しましたってなってるのに、うん、ピッて触ったら、冷てって。 もうほんとマジテンション下がるからね <laughs> マジテンション下がるからねいやだから完全にねちょっとね入湯ーだっけ入湯器直したいんだけどね給湯器か給湯器ちょっとチンコ出すんでちょっと待っててはいちょっとチンコ出すんでちょっと待ってくださいいや寒いうー寒いてか違う寒いほんとにちょっと今寒い最近さあ,あれだよね だからさ,さっきも話したけど寒くなったよねこの2日間でなんかこ,こっちもなんかちょっと雨降ったし、えー、なんかいきなり寒くなったよねマジでさいい加減にしてほしいあいい加減にしろこの野郎うわ寒い寒いようわ寒いようー寒いよ いやそういきなり寒くなったじゃんめちゃくちゃ寒くなったじゃんねな,なんでさなん,なんかさ最近やっぱ日本おかしいよね気候昔なんかもうちょっと安定した、ね、なんだまあ最近っていうかここ近年ほんとおかしいよな暑くなったり寒くなったりさはっきりしろよほんとにやマジさねあと湿気もすごいよな湿気も。 だから俺ツイッターで爆弾低気圧ってのがなんかツイッタートレンドに上がったからさそれなんか調べたらお前ら低気圧弱い人はさ頭痛とかさね体がバラバラになったりとかするんだろなんかみんなうなされてたよなんか昨日とか一昨日爆弾低気圧ってお前ら中にまで頭痛とか俺はね俺はね僕はねあのね爆弾低,低気圧で頭痛になったりしない人間なんでうんそうそうそう僕は大丈夫ですちょっとまだコメント見えてませんちょっとまだチンコなんで。 そうだから結構やっぱ偏頭痛持ちの人とかねうちのスタッフにもいいんだけどさそう偏頭痛持ちの人まあ低気圧とは関係なしに特に低気圧の時とか本当やばいと毎に本当毎日薬飲んでんだってもう,ぜもう薬飲まないと頭がガン,ガン痛くてもうどうにもなんないんだってねえ大変だよねうんそう低気圧であとメンタルとかもねやられたりとかね うんするっていうね俺別にメンタルはね別にまあまあそんな,なんかまあ普通かな最近は最近はまだ普通かなうん最近はまだ普通ですメンタルははいええちょっとはいじゃあパンツあじゃパンツじゃあ乳首だ乳首も履かなきゃ乳首もダメだからねついきゃ乳首もダメだからちょっと服を服を切りますそう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 そんな感じでねはいえー、っと ははいいじゃあ服ました、はい、乳首も吐きましたんでアベン・ヌウォーターしないとね僕はずっとアベン・ヌウォーター使ってます私ね僕ずっとアベン・ヌウォーターロキソニー飲んでるああねだからさそうそうそう梅雨とかやばい、えー、ロード・オブ・ザ・リングのいやだからはロード・オブ・ザ・リングの灰はあれさあの日本で日本じゃ世界で一番三大三大めちゃくちゃ痛,痛い病気にかかってんでしょ群発痛っていうロード・オブ・ザ・リングのあいつのあのなんかヒョトメ眼鏡のひょョトこね ね、ロードハリー・ポッターのやつ、ハリー・ポッターもすハリー・ポッターじゃねえか、ロード・オブ・ザ・リングか、うん。えっ、ー、と、アベンヌ、アベンヌ、アベンヌ、うん、えっと、あああん、よしょ、よいしょっとうん、かわいそう、アベンヌ、メガネのひょっとこ、ロード・オブ・ザ・リングの主人公のね、あの、ガキでしょ。 アベンナツ大変ね、これ、でても皮か,かわいそうだよな、ほんとな、つらいよな、うん、お疲れさん。いや、さっきの変質もそうだけどさ、ね、俺はけどね、変質とかない。俺、変質はね、ない,ないね、うん、ないです。うん、うん、でもだるくなったりするよね、お疲れさーん,、うんうん、だるくなったりはするよ、やっぱ定期なんか低気圧とかなんかそういうので、だるくなったり、うん、そういうのは、あり、あり、ありまっする、ありまっする、ムキ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 ,ムキ。 あり、まっする。ムキ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 うん。えー、ない、まっする。へにゃ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 。うん。この人ドラッグやってんのねこの人ドラッグやってんの大丈夫今日。ね今日ラリってない大丈夫ラリってないよ、今日。<laughs> 俺、あの、酒、酒ももう酔っ払ってないかんね。俺今日しら、今し、今、今しらだからね。今日元気だね。今日元気だね。 うん、いやなんかちょっと最初元気なかったけどなんかちょっとやっぱ,やっぱ配信するって喋るとみんなと喋るとやっぱちょっとずつ元気になるよ。えー、梅図鑑があるね今日どういうことだなんじゃ突然今日お酒飲む飲むよ後で。うん。えー、のこちゃんの芸が次々生まれ。えこ、ー、ラリッタ E テレ今日だってどうしてそんな面白いこと思いつくんだやっぱ想像力が豊かだからでしょのこさんは。だからねとんでもない名曲をさ今までもさ作ってきてんだよ。 なあえー、元気出てよかった。やっぱコメントお前らと話すとね、バカみたいな話ばっかするからさ、お前らとさ、だからこのバカみたいな居酒屋みたいなね、いいんだよ、居酒屋で。やっぱね、稼げるし、ね、投げ銭で稼げて、しかもね、居酒屋でこうやってお前らとバカみたいな話してさ、楽しいしさ、配信、もう一石三鳥、四鳥ぐらいんだよ。動画タイム、というかと好きすぎる、元気えええの、頭が、まねまあ、回し放題、体外退場放で居酒屋の子。 ほぐれそうやな、のこさん。うん、たまに出る梅、どういうことだよ、梅図鑑って。稼げる居酒屋、そうだよお。俺がね、払うわけでもなしに。よかった、そうだよ。居酒屋わかる。お金、お金出てくる居酒屋、そうだよ。とんでもね、めっちゃいいよ。なはい <laughs> なんか今日、炭ン、ンがすごいな。風邪ひいてるとかじゃないよ。私は見れたら、なんか今日、炭すごいな。な配信中だけなんだけどな、最近。<laughs> えー、ええー、とかいや、花粉かわかんない。どうだろう。知らない。知らない。知らんけど。 顔、うんうん、ブスでやる顔がブスとか別にいいだろうなもんよ。顔がブスでもな、そんなもん人が人、お前がブスとか言われてもそんなもんはてめえはてめえだろうが。なうん、世の中のそんなもんはさ不公平なんだから、ね、生まれ持っての。顔がブスとかイケメンとか俺がイケメンとかね、お前がブスとか。そんなもんはてめえはてめえで人は中身だよって言うけどね、まあやっぱ世の中はそういって、ね、外見を見て外面見るやつもいるから、もうだからもうファックだよっていいんだよ、ファックだよで。 うん、ファックだよって。うるせえファックよ、バカって。ね。アゲインストで。アゲインストでいいんだよ。アゲインストで、そんな。うん。そう、そんなん、そうそうそう。うん。えっ、ー、と、そう、まあ、私がブスでも、残っちゃイケメンってこと。そうだよ。お前がブスで俺がイケメン。そういうこと。もう不公平だから。だから、そんなもんはもうファックでいいんだよ。俺に対しても。こんなん、ファックで。そうだね。えー、7位からって言ってから終わってると思ったらや、あ、やってます、全然。むしろこれ前座です。 全座配信です。はい。全座配信です。はい。これからまたみんなと動画見たりとかするから。世の中本当不当が当たり前じゃん。世の中なんか不公平だよな。何回も言ってんだろ、俺、お前らに言う。いい加減やんなそんなんあ覚えろ。世の中なんか生まれてからそんそ不公平なんだよ。うん。えー、髪乾くの早いね。うん。そう、不公平だからな。俺だって髪が少ねえからで。な。いろいろ、いろんなところでね、不公平だってすんうん。天才なのかよ。 これ前座なのうん、フロ配信だから。フロ配信だから。まだ本番はみんなと動画を見るんで。あとでバトンの。うん。バトンを海にぶん投げての、昨日発表した。は、う、い、ん。まあその時にまたそのねそ、そういった話とかするわ。ああ、だから夜7時から始めたんですよ。前座だから今日深夜1時ぐらいまでやると思うよ。深夜1時とか。ああ、あの神曲か。ははは。 <laughs> まあいろんな意見言われます。<laughs> 全然いろんな意見言ってくれていいんですけど、うん、お前らがだから何をがね、ねゴミでも神でもよがねお俺にとってはねやっぱ作品っていうのはやっぱ自分の才能、才能っていうのが、まあ、もう腹痛、複痛複痛複数って言うか。うか、ん、自分の才能をな誰よりも信じてるから、俺は、自分が天才、奇才っていうのは、うん、そんなお前らが何をがや、な。 でもとりあえずけどね、やっぱね、何をかって言うけど、知ったこっちゃねって言うけどさ、でもやっぱ嬉しいよ。それは当然嬉しいですこうやって褒めてくれたら。褒めてくれたら嬉しいよ。だから、ツイッターのリップとかもさ、YouTube コメントとかもさ、そうそうそう、俺なんかさ、流しみぐらいでさ、見たよ。だから本当ありがとうございます、本当に。いつも新曲ね、発表してさ。 案外ツイッターで投稿して映像短くてびっくりしてやって何が投稿するありがとうございます。そうそうそう、だからそんなもん、なんか、そうそう,そうだから、なんかいろんな気持ちになるんです、僕、あれ。今日一日ずっと聞いてどういたいいろんな気持ちになるんだよね、なかなかね。うん、見てくれて嬉しい、いちいちかっこいいじ。自分評価できるってものすごいことだと思う。えああ、まあまあ、俺見たら天才しか無理だろう。やっぱり反応あるなしで違うのかな いや、反応あるなしで違うってうこと嬉しいや、いや、だってさ、いいコメント来たら、そんな、誰といいこと言われたら、褒められたら嬉しいだろ。褒められてさ、そんなさ、はぁみたいなさ、やつさ、そんなクせ野郎いでんだろ。ね、いるの。ね、褒められて、ね、はぁみたいな、お前、価値かよな気持ち悪いみたいなさ、ごミだろ、そいつ。<laughs> ね、褒められて伸びるんだよ。俺も。俺も、場トン頭から離れざんす。まあまあ、それ、また後で。自分の才能を認めてんのすごい。で認めるに決まってんじゃん。 逆の立場だったら認めるでしょ。精神薬改造っす。今来た何中だ何中って。何中だって言う中中学校は言わねえよ。まあ別に知ってる人知ってるけど。俺の出身中学校。何中だって <laughs> え。えピヨピヨ。アベンヌしなきゃ。中え何中だどこ中だドライヤー中だよ。 中学校は聞いてないでしゅよ。ああ、そういう中学校、俺もけど、ほんとにそう思った。えっ、ー、と、な、おめえがわけわかんねえコメントしたから、ふっとんだろうか、お前です、今話してる話題よ。おい、今、めっちゃいい話したんだぞ。おめえがどこどこちだ、この野郎とか、なんか、聞いてきた。ドライヤー中学校 <laughs>、ドライヤー中学校、うるせえ。何話したっけ、もういい。いいや、ちょっとドライヤーするわ。ドライヤーします。まあ、バトンはけど、また後で、ね、話す バトはまた後で話す。うん。また後で。だから今日は、あの、またパソコンでも後でね、きあの枠切り替えて、あの、パソコンでも枠切り替えてって、あと30分で終わるんだよな、これめんどくせえ、マジさ、フリキャス。超めんどくせえ。あと30分で終わんのか。てか、は最近あれ、鼻毛出てんだよね、俺、鼻毛。これ鼻毛だよ。鼻毛けど切りません。うん。あの、コロナ対策で。乾燥だ。え、乾燥になるよな、これな。多分これ、一、まあ、回乾燥するな。 乾燥する乾燥するな、これな、えー。めんどくせえ。ちょうどよくねえよ。絶対まあまだ、だってあと1時間、2時間ぐらいこの枠でやるだろう。ね、パソコンに切り替えないで、まあいろいろ話、WBC の話もしてねえしさ。うん、そう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 。えー、ブラジルマック x しません。鼻毛プレゼント鼻毛カッター送っちゃおうかな。鼻毛カッター持ってるよ。持ってる持ってる。持ってる持ってる。鼻毛カッター。もうなんか10年前から使ってるやつ。 野球なんちょっとの話、WBC の話してないから、産地まで。まあ、いない野球は全くしてない。そう話すやタたくさんあります。大谷さん。鼻毛はあった方がいいよ。そうでしょそうコロナ対策になるから。しまおうってないがうるせえ。カルカルと感想すごいね。すごくね。WBC どうなったうるせえ。世界一はさすがに話したいよな。え、うん、まあまあとりあえず、ね、タイトルでも言ったろ。タイトルでもあの俺が。 ね、作曲と、とんでもない作曲能力ととんでもない MV も制作して、二刀流、ね、音楽界の世界が誇る音楽界の二刀流、太、ね、田になれる大島,、ね、島が、大になるのおお島が、大島が世界の二刀流、音楽界の、うん、そうそう、それはタイトルでやってます。はいはい あまあこれはけど本当事実だもんな。でも本当事実だもんなそれは。うん、でもそれは事実だもんな実際。うん、え作曲映像配信で、ね、三刀流じゃねいやいやいや作曲映像配信世界平和で四刀流だよ。俺結構マジ四って世界は映すわけだなんか絶対四刀流ぐらいあるよな俺他にもな絶対な、うん。やってることな、うん。大島と大谷どっちがすごい いやこれはね、もうね、お前さ、大谷と比べていいのかないや、いや、マジ、これはちょっとちゃんと真面目に言うと、大谷はだってさ、セックスに埋もれてないじゃん、あいつ、絶対。あいつは絶対、もう、やっぱ、すごいよな。だって前、前,だって前のツイキャスでも言ったろだって、大谷ってさ、あれだよ他人の、だって俺に例えたら、ね、俺らミュアーティストに例えたらだよ。 ね、アーティストに例えたら他人の筆を折るんだよ、うん、大谷はあのレベルってあの才能だから俺がさ普通にさねまあ俺とかさ、ね、ピカソとかがさ絵描いたりとかさ、ね、なんか曲作ったりとかそれで他の人をさ他の、ね、アーティストをさ潰す潰,潰すっていうかなんかもうあ俺はもうあとんでもねえもの見ちまったもう描けないってなるレベルだよ うん自分はそうなのかなって思っちゃうなでも俺もけど確かにな俺もとんでもないな企画外の才能だもんなうん俺もなマジで俺のこ子さんの才能神聖かまっちゃんって。 企画外の才能だもんなだって配信もこうやってペラ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 15年間やってきてさでいつ,曲いつこいつ曲作ってんだよとも思うしさねでもさ曲作ったら発表したらとんでもない曲さブワーって出すじゃんね映像も作るししかもよやってらんねえこの野郎ってね音楽つまんねえってなる人もいるのかないるだろうないるないるないるなこんばんはいるな 15年間曲が枯れないのがすごい。いや、15年じゃないですよ。僕だって、もう小学生の頃からですから、もう 30, 30年間ですよ。あると思います。いるでしょうね。いるぜ。だからおおお、俺たちはやっぱそういう屍をね、踏みつけてね、あ踏みつけてあの、ここにいるからね、それをね、ちゃんとね、分かっとかないとな。いろんなムクロを、屍を踏みつけて。うん。野さんの曲は振り幅があるのがすごい。だから天才だよな。天才、記才。 うん、これは本当に昔から言われることはし俺自分でも持ってる。振り幅。うん、ブロガーブロガーも加えてください。あブロガー。ガチでノゴが好きだ。地ならし。獅子類類。屍場を踏みつけてここに立つ。屍乗り越えてナイナー管理。近場を踏みつけてここですね。風呂上がりです。えー、だ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 。新聖カまちゃん天才料理人のいる隠れた名店。過唱評価されすぎで神新カマちゃん。やっぱ。 ね、今でも世界的にやっぱさタイプとかもあって評価されてるとこは評価されてるけど日本でもね評価されてるでもそれでもまだね俺の才能歌唱評価されてるようなうんえー、かまっちゃんみたいなバンドが出ないのはそういうことかなのかもまあそれはわかんないけどとりあえず歌唱評価されてるマジでうんめちゃめちゃかそれは昔かそう昔からそうです、えー、僕の才能新生かまっちゃん歌唱評価本当にでもまあでもまだ歌唱評価当たり前こんなまだ歌唱評価だろ まだまだこんなで俺の実力見合わねえだろ俺のこのさ才能に最近のバンドについてどう思いますかいやーうう最近のバンドは頑張ってる盛り上げてるいいバンドいっぱいいるよああいいバンドいっぱいいるよああてか最近のバンドについてだからさっき話したろうが俺がね最近衝撃受けた若手のバンドとか えそうだね、えー、っと、伊佐山先生がファンだもんね。えー、もっと多くの人に聞いてもらいたいの。のこちゃん何聞くの未来は明るい。新世界あにちゃ時代が追いついてない。音楽室に顔飾られてほしい。そんなんいな音楽室に顔飾られるとかそんないらないよ。ベートーベンとかモーツァーとかハイドンとかあんなみたいにさ。いらんいらん。そんなもんもどうでもいいよ。だって俺死んだ後んあ、いつも言うけど死んだ後のことがどうでもいいもん。死んだ後のことはどうでもいいよ、そんな歴史上の教科書に載るとかどうでもいいよ。生きてる間だったら嬉しいよ。生きてる間だったら。生きてる間に飾れや。 な生きてる間に飾れよな。ここにいるみんなが死んだ後も曲が聴き,き続けられるもんな。のこさんの1万,円のこさん1万円になった方がいいよ。<laughs> まあんなジジいよりもな。よくわかんないジジイになんかあるけどな。あれな。学校の七不思議みたいなある。ハイドン渋といな。最近おすすめのアニメとかあります。ボチザロックだよ。ボチザロック。ボチザロック。1話しかまだ見てないが。ハイドンの横へ残っちゃ確かに死ぬの怖い。曲は永遠に残るからね。 ええー、だから、ええー、それもだいつも言うけど、永、え、遠、ー、なんかないんだよ、俺たちに。なお前がいくら子供作っても、ないくら DNA 残してっても、ねいつか地球は、宇宙は終わるんだよ。永、え、遠、ー、なんかねえんだよ。曲だってそう、作品もそう。えー、だからそれがいいんじゃん、また。ね我々人類。ね我々人類、生命は、動物だって他の動物だってそう。生命とはそれがいいんじゃん。その刹那が。ね俺はそう思うぜ。 うん、その刹那がね、本当にね、マジでいいと思う。バトンの話、いや、バトンの話ではないけど、まあまあ、バトンままあ、まあ曲の説明はしないけど、<laughs> まあまあ、説明する必要ないよね、バトンは。俺、ストレートだからね、歌詞。えー、ビッグバーはもう一回起こそ終わりがあるのがいいね。そうだよ、終わりがあるのがいいんじゃん。うん。いや、俺もそう思うよ。終わりがあるのがいいと思う。不老不死とかバカみてえあんな。 曲は命より長く残るねまあ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 でもそういったのはねまああると思うんです別にそれ忘れたから俺嬉しいよだから自分の曲が俺が死んだ後ね、ねなんかねいろんなメンヘラがさねあのさ俺の俺親戚アンチャンのさねなんかさ、ね、罠に引っかかってさメンヘラがさ落ち,て落ちてきてさね俺が死んだ後も親戚アンチャンってずっとさやっぱちょっとは絶対残ってからさねあそれでさ普通にさ引っかかってさねそれでうわーの子さんってこんな天才がいたんだみたいなそれは本当に純粋にマジで嬉しいです ファンになってくれることうん俺の死後。うん、うん、それは本当に嬉しいです。はい。マジで嬉しい。いや、それはそれ当たり前じゃん。お前らにもそうだよ。お前らも嬉しいし、感謝してるし、もうそういった人たちにも嬉しいし、感謝。出会いに感謝。うん。いや、トラップなんかって別にいい,いいトラップじゃん。うん。えー、救ってってないか無理です。はい。普通にたくさんある。俺は自分しか救いません。お前らのことが救わねえよ。なめんなよ。俺を誰だと思ってんだ、てめえ。100年後の名ハ闇響くよ。うん。 いたんだって関になるときは来るんだな。うん。よかった。わーにかかってよかった。えー、あると。えー、それリアルになる。うん、そうそうそう。今晩申請かまぁ、神聖っちゃったから、そういつも言ってる通りさ、そう。ってる、いつも言ってる通り、ね、神聖かまっちゃ残、そう。の、やっぱ、存在してることで、まだ、まず、この社会においてな、意義があるっていうのは、ほんと、俺はファ、ファンとしてもそう思うもん。これは昔から言ってんじゃん、配信で。神聖かマチャがもう、存在してることでもう意義があるよな。うん。 俺はファンとしてそう思うよ。うん。タイムレスだしねうん。深いっていうか、だってそううん。現代のダザオ様になりますかあんなザ魚と一緒にすんなよ。なあ。あんな自殺したさ、ね。自殺して評価されたやつだろ、あいつ。なあ。自殺しなかったら別に評価されてないだろ、あいつ。うん。 他とは圧倒的に違うことしてると、思うかまっちゃい出会えてよかったよ。うん。え最近夢にのこさん出てくる率高い幸せ。うん。うん。それはちょっと出演料もよろしく。ちょっと待って、髪が乾いてきたかな。ごほ、真珠詐欺や。真珠さ、<laughs> ダザイね。<laughs> ダザイは死にたくなかったんだよね。うん。ああ、まあいいや。うん。生きてる間に評価されたい。ねえ、そんな当たり前だよな、みんなもな。 評価されるんだったら生きてる間やな。野こさん、こんばんご機嫌いかがですかあ、なんかお前らと話して、なんかね、いい気分、夢き、ねいい、いい、いい、セブンイレブン、いい気分で。はめられたんよね、出演料、評価されたい。じゃうるせえよ、だから評価されればいいじゃん。お前、評価されたいって言うんだったら、お前、実力があるってことは、なん,なんか、なんかサーフィンかなんか <laughs>、サーフィンとかなんか、そういったカーリングとかあるんだろ。だったらそれ、自信あるんだったら、評価される方向に頑張れよ。 死がその人のの人表現に含まれるるはずるいよねいやーまあずるいっていうかまあまあ分かりそういうところもね昔から言われてるけどただ俺はまあなんかなんだろうなシンパシーも感じるけどねやっぱ自殺早死,早死にした人でアーティストがね古今東西アーティストが早死にした人でやっぱそれでさ,あのさ自殺してみたいなやっぱそれはそれで純粋だと思うもん、うん、純粋だと思うから俺それってそ,れはそ,そのあり方も純粋だと思う俺は思うんだよ俺はね うん、その自殺したっていうね、うん、ことをなんだ選んだっていうか、うん、それはそれで俺は純粋だなって思うしか、うんだから決して否定はしない俺は、うん、そのなんか早死にしたことでまあ評価されることはまた別として早死にすることで、まあ、別に本人たちだってね評価されるために早死にした人ばっかじゃないしなそんな人の方が少ないだろうねうん 別にだって死にたくなる時あるじゃん俺だって最近自殺しようとした時とかさねそんな評価されたくて自殺しようとしたわけじゃないしね評価されたいみたいなそんなんじゃねああえしええ、すこコごと、その人の生き,生き方死に方はカートコバー自殺して逆に過小評価されてるしゃーないカートコバーもけどちょっとは自殺したことによってか過小ええうんわかんないけど、えー、事,故事故とみ,みね寝よっかな寝てください、えー、眠りが勝手に美化してるのかもオイルくらいなら燃え尽きた方がましだ うかっこいいね、うん、いいんじゃないそれがその人のお前お前それ,それがお前の人生だったらそれいいと思うよ追いつきるな燃え尽きたおかましだってそれカートコバーみたいに、えー、お風呂上がりめっちゃビューティーゴッホになりたいとは簡単に言えない問題どういうことゴッホになりたいとは簡単に言えない問題ってようわかんねえけど、うん、ゴッホ本人にしかわかんない子だよね死すら評価対象ならつらいないや別にいいじゃん別すうやつだっているじゃん、ね、死んだ後伝説なりたいとかさ ね、そういういいっているじゃん、ねうん、別にそんなんさそこ難しいだから別にそれはそれで評,評価するとか評価してあげたらいいんじゃないと思うし俺はうんまあ俺は優しいからね俺は優しい優しいからね、うん、優しいからね、まあ、優しいしあとやっぱ全然アー,ティアーティストってあとさっきも言ったようにアーティストの場合特にさやっぱ繊細な人多いし残さんだって俺だってそうだし、ね、繊細センシティブな人多いしマジでやっぱいきなりやっぱねあのー、すごいあのー だろうあいきなり本当、うつうつうつ、本当にうつにいきなりなって、うん、あさっきまで自分どこ行ったのみたいな、いきなり本当だよ、これはマジで、うんうん。良い絵描いたけど人生めっちゃ悲惨じゃん、ゴッホ。だから別にゴッホだって、別にそういう感じでね、うん、そういったのがありますけど。はい えっと繊細さ、なるほどね、そうだからセンス、繊細さで別に一緒にやってたっているし、だからあとはドラッグです、ドラッグ、ね、かくあのあドラッグ、コカインとかヘロインとか、ね、海外の、ね、アーティストとか、ね、日本のやつもいいかもしれないけど、ね、コカイン、ヘロインとかね、覚醒剤とかね、ドラッグ、ドラッグはまたそれを助長させるからな、うん、だから野こさん、ドラッグは気をつけます。 コカイン、ねあ、アヘン、アヘン、ヘロイン、コカイン、マリファナ、たまにやって、パーになってって、田ロの名曲あるけど、最近ね、タシロが脱獄した時の名曲、ねうん、それもあ,るありますけど、気をつけます。うん、やっぱ本当に、えーねドラ、ドラッグは本当にね、だって犯罪じゃん。やっぱ法律に、法律に引っかかることは、やっぱね、僕はね、気をつけるよ、法律に引っかかることは。うん、最近道ん、道端さ、誰道端あ、女かあの女か なんかよくわかんねえ女か俺は知らねえ。なんかそれそれなんか見た見た見たネットで。あれ、なんかモデルみたいな女だろ。よくわかんねえ。俺知らねえよ、そいつ、うん。なんとかジェシカ。そうそう、そう知らねえ、そいつ。誰、う、誰、ん、って思った俺、うん。有名なんだね、やっぱ結構。俺本当に知らなかったよ、そいつ。なんとかジェシカってやつ。ね、結構、なんかあれあれしでしょ、MDMA でしょ。MDMA。 おし,しを学ぶと一緒でししを学ぶん時ときと MDMA ってね、うん。あれもなんかドラ,ドラッグね、セックスドラッグ、セックスドラッグみたいな感じでしょお、うん、しを学ぶときに勉強した MDMA。そう。セックスドラッグ、決めセク、うん。真空ジェシカなら知ってる。俺もそうなんな最初そっちかと思ったの、ほんとに。<laughs> 俺もね、マジでなんとかジェシカってなんかネットニュース見て、俺、これ真空ジェシカ、お笑い芸人が捕まったのって、俺もね、失礼ですけど。 俺も失礼ですけど、本当にそっちだと思ったの。マジで。これマジで、これ。これ本当マジで。俺、真空ジェシカ、マジかよと思って。そう、俺も M1 とか見たから。えーって思って。確かにまあド、ドラッグや、ラックやってて、もう、不思議ないネタだったかもなと。<laughs> まあ、そこまで言わて、すいません。<laughs> すいません。まあまあ、そう、だから、だから、真空、真空ジェシカは、ねえ、なんか、ちょっとなんか変、変わってる奴らじゃん。あいつら。 いやじゃ知って,てやつは、あいつは結構変わってる漫才したじゃん、m 1とかでも。変わってる漫才したじゃん。<laughs> だから、なんか、いきなりドラッグのニュース見たから、<laughs> 本当に俺ね、真空銃そーこれ、こ、ま、れ、マジマジマジ。すいません、本当ちょっと誤解して、はい。誤解しました。うん。あー、ちょいしゅそうそうしゅ、シュールネタで、そうシュールネタで。うん。倹悪って言われた。いや、せがちょっとすいません。 違うよ独特の雰、えー、真空ジェシーは面白い、はい、面白いです、えー、そこで決めたから、えー、まあまあ、はい、まあちょっとそんな感じでちょっとね、はい、そんな感じでこんな感じでちょっと髪も乾いてきたっつうことで、はいあーえー、な何、えー、真空ジェシー好きすぎるカミソリ顔につけてひげ、えー、が硬すぎて髪りカミソリ勝ちしましたって言ってていかれてるなって思ったあっそうだからどちらかというと僕はシャレにならないいや意味わかんないです意味わかんないコメントやめてください 俺さー俺さー髪増えたよね髪増えたよね髪増えたよねねえやっぱ増えたっしょ髪増えたよね増えたって思ったよね俺ねふわっとしたお茶ばかりだふわっとね増えたよね いや俺ねマジでね先月より増えた気がする先月より何さ何さだからさあれよ俺さだからこの2週間コーラやめてんだよ2週間コーラやめてまあ裏でジンジャーエールとかコーラとかねファンタオレンジとか最近飲んだんだけどまあ飲んでんだけど何の効果いや俺タンパク質かなって思ってるけどうんコーラ良くないのかいやなんかエナジードリンクとかやっぱ炭酸系がやっぱあんまり良くないってネットで見たお茶バグラザーす うん、いやコーラダメなのって、いや、それネットで調べてみ。やっぱ炭酸系はやっぱ、あんまり頭皮によくないっての、それ見て、そうそう、とりあえず、エナジードリンクは一番ダメなんじゃないかな、なんだかんだ、エナドリうん、エナドリモンスターとか、いろいろとエナドリが。で、まあ、とりあえず俺は、とりあえず、まあ、炭酸も一応やめてんだけど、コーラもやめたんだけど、ね、やめてないんだけど、ね、裏で飲んでんだけど、たまに。でも俺はだから、あと、あの,あのヘロ、ヘロインじゃない、<laughs> ヘロインじゃない、プロテイン、プロテイン飲むようになって、ね。 そう、納豆を食べるようになって、納豆を食べるようになって、エロいんじゃないプロテイン、プロテインじゃないプロテイン、プロテインじゃないプロ,プロテイン、プロテイン、プロテイン、プロテイン食べるようになって、そう、タンパク質。そう、俺多分ね、結構タンパク質めっちゃ飲むようになって、後でも見せるけど、俺結構マジで、ハゲリスな、 俺ゆしゃんはちょっとやめてきたんだけど、ゆしゃんも別に効果ある人は効果あると思うけど、やっぱ俺、タンパク質ってマジ大切だと思う、これネットでも調べてや、やっぱやっぱ髪を作るのに、タンパク質って需要って見て、俺、ちょっとそれあると思う、タンパク質。だから俺、プロテインとかザバスとか飲んでる、<う>コンビニで、そうだからあとは納豆食べたり、納豆、納豆もタンパク質あるから、うん。だからそれを結構今ね、2週間続けてんだけど、 それでね、ちょっと髪増えた気がす,すんだよね。でも、それ努力は、でもね、髪増えたって2週間で増えるわけないじゃん。じゃあ、お前ら黙って、2週間で増えるわけないだろおいしょお前ちょっと待って、頭、頭おかしいのかよ。ちょっと、ま、待てよ、まともになれよ、ちょっと真面目に考えろ。2週間でお前髪の毛増えるわけねえだろ、お前やな違うの 抜けが減ったってことが違うそれもあるかもしんないあるかもしんないけどじゃあどんなマジック使って俺ね違う俺ねバジックじゃマジックじゃないんだけどさ俺さけどさ俺あれなんだよ結構さあのさ最近気づいたんだけど気づいて実践したことがあって自分でね俺俺さ1回自分で髪切ったって言ったじゃんで最近も自分で髪切ったの配信外で俺自分で髪切ることが大切かなって思ったまた最近自分でちょっと髪切ったんだうんうまいっしょ 俺、2回自分でカビ切ったの。そう、俺、多分ね、床屋さんとか美容室行くと、ハゲっぽくされるんだよ。多分好かれるんだと思う。スきばさみで。俺、スきばさみ、そう、あんま使わなきゃいいんだよ。うん、多分ね、俺、多分そういうこともあると思うよ。うん、そう、そう好かれる、うん、好かれるの。好かれ、そう、そう、分かんないけど、分かん多分たぶんね、多分ね。だから、自分で今切ってるんだけど、なんか、それがね、そうそうそういい、いいのかなって。うん。自分で、一応、 そう切っちゃいけないと切られそう、これ使って、すきばさみと一応これ、うん、使ってさ、そうそう、すかないでくださいっていいよって、それだってモテるんだから仕方ないでしょ、好かれる。で、俺、けど、すかないでくださいって言ってるんだけどね、言ってて、言っててけど、そう、言ってるんだけど、なんかハゲっぽくなるときあんだよね。下手な美容師って、いや、別に下手なってわけじゃないんだけど、まあ、今、まあ、とりあえず、うん、ちゃんとしたハサミ出すでしょ、前髪、おめでって、そう言って、言ってるんだよ、言ってるんだよ、前髪、おめでって、俺、めちゃくちゃおめでって、絶対切るんだよ、みたいに。 絶対おめでって言って、言っててなんかね、なんか、だから自分で切るのがいいかなって。そう、自分で切って、ちょっとなんか、ハゲ、ハゲっぽくなくなった気がする。そう、だから多分スキバサミの影響もあったんじゃないかなぁ。わかりません。でもこうやって見たらやっぱちょっと所々わかんないし。 うん、やっぱわかんないどうどう。今日いい感じは本当わかんない。ちょっとわからん。気のせい。気のせい。気のせいかもしんない <laughs>、うん。気のせいかもしれん <laughs>。まあまあ、気のせいでもいいよ。まあ気のせいでも別にはまあまあまあ。気のせいでもまあまあまあ。これからだから。ね、コーラとかね、やめてね。 コーラとかエナジードリンクとかやめて炭酸やめてこれからねそうプロテインとかねヘロインとか飲んでってこれからだからまだ2週間しか経ってねえからねこれ1年後だよ1年後ブラマヨ小杉さん耐えてるいい感じだよいい感じ気のせいでもそう思い込んだもんいや思い込んだもの思い込みや思い込み行ったってしょうがねえだろそんな俺が自分で思い込んでもんお,前らがお前らが暴露するだろコメントでのこさんハげてきたねって地道なんかそうそう,そうだ,からだから1年間ちょっとまず頑張る まず1年頑張る。これを。うん。1年頑張ります。はい。高級シャンプー使って、タンパク質は肉とかでご飯取るのがいい、いやいや、いいや、めんど肉とかご飯とかさ、ライオンじゃないんだから、ダメだな食べないよ。肉とかご飯とか食べるわけねえだろ、俺が。継続は力。病院で治療したら。だからそういったさ、なんかさ、なんか、なんか、え、えなんか、ADSL みたいなんかわかんねえんだよ、あれ。なんか、行きたくないの,あの性欲なくなるから、病院。 あの、薄毛の病院。あの薬飲むと、AGA。AGA とか行くと、薬もらうのは女性ホルモンみたいな感じだから、性欲なくなっちゃうんだよ。チンコは勃起しなくなったら、もうそんなもん死んだほうがマシだろ。うん、そう、男性ホルモンをさ、そう、そう、なんか育,育成すんの。育成って読むの、これ。まあ、わかんないけど。うん。旺盛するわけ。男性ホルモンを。 うん、だからそれ致命的じゃん。性欲なくな,な,くなるぐらいだったら俺、ゲた方が当然いいし、死んだほうがマシだ。死んだほうがマシだわ。うん。なンコは勃起しなくなったらよ。うん。抑制あ、抑制か、うん。勃起しなくなったら男じゃないとは言わないけど、自分の場合はちょっと本当嫌です。豆腐に女,女性ホルモン注射する。えまあそれはいつかやるよ。いつかやるよ。カー君は力い頼むのやめとこう。えー、性欲を犠牲にしたらそうだよ。 そんな治療すんか。そう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 だよ。だから薬そうだよ。だから男性ホルモンを抑制するから。うん。男性ホルモンが勃起だから。ね。勃起です。あと5分です。あ、ちょ、1回終わりにします。1回終わりにしてちょっと配信つけますわ、さっさと。1回終わりにするわ。まあ、いっぱい終わりあと4分か。ハゲルカセ、今11位か。まあ、今日はちょっと、まあまあ、全然もう 最初はもうこん,なこんな感じで終わりにしようと思ったけどやっぱり長くなりますね配信はえ配信まだまだあと2時間ぐらい2時間3時間やりますよあと2時間3時間配信やりますはーい俺の飲みに CM やめてるよやめてるよ俺の飲みに CM 俺の c も,もやめてるよあっという間だねまだ半分ぐらいちょっと正面いくわトークが面白いからあっという間ですねいや別にいつもあっという間で うん、<laughs> 土曜のフリーキャス珍しいですねうんだよだからあのいつもさあのさいつもあの会員限大使に土日やってんだけどだからこ今週はあの正規2個なこっちであの投げ銭してください、うん、こっちだからこっちを選んだんで俺はフリーキャスを選んだんで、うん、一応昨日バトンも発表したしさ、うん、そう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  うん、そういうこと、そういうこと。うん。うん。明日バンスタちげえやお。大谷並みの高速球。いや、大谷、すごかったなぁ。土曜のフリキャス、珍しい。珍しいって。こっちで、あとさ、ニコナーもやるかと思った。あ、まあ、ニコナーもニコナーで、まあまあ、やるときあるけど、うん、まあまあ、とりあえず、毎週やってみましょうって。たまには振りやすいじゃないですか。なんか悪いかや。なぁ。今日は最後まで付き合う。だ土曜日だから、ずっと付き合うよ、最後まで。 大谷すごかっったたよよ盛り上がったよ本当にさちょっと大谷の話は次枠でやるわ。もったいねえから。大谷のイントネーションもういいよ。おーホテル大谷。もうわかんない。いいですね。ありがとうございます。うん、えーと大谷の決勝前夜の言葉をかっこよくて、それまた後で。後で、ちょっと。キャストに行くのはどっちがメンバー配信してますか何がどういうことえどっちもだよ。ただどっちも早い会員、えー。野球最高うん、そう。うん。 ちょ、名さしてあーああ疲れた大仁田は浅むといけるのはラうすごかったね大谷は男もメス落ちさせる、えー、大谷もすごいけどやはりのこさんはかっこいいですえまぁ、あ、お前ら信者は言うけど別に大谷もかっこいいじゃん大谷もあいつイケメンすぎイケメンだからまたズリーよなあいつなあ マジさぁ。ねぇ。欠点ねえじゃん。<laughs> いや、俺今回 WBC さぁ、すべて見てさぁ、俺大谷欠点あると思ったんだよ。でもほんとこいつ欠点ねえなと思った。まぁ、あ、それちょっと後で、もったいないから。次はクリいわ。え畜生でいやまぁまぁいいや、次はクリーもったいないから。はぁ。 ままあまあでもとりあえず、次枠で話します。はあ、でも WBC は本当にね、俺ね、初めてだよ、初めて。あの全部見たの、野球。あのこの1ヶ月全試合、全試合は見てないか、ライブがあったから、いレライブがあったから見,見れてなかったやつもあるか。でもほとんど見た、WBC。初めて、俺、野球にこんなに興味ない、俺が。 あとりあえず後でねまたまた後でちょっと枠取りますまた後で枠取りしますはい枠取りますはい枠取って途中で終わってで最後にパソコンから配信して終わりに今日は終わりにしますやっぱ寒いなちょっとでもまあ暖房つけるのやめよう電気代するからまたねちょっとまたまたまた